ねえねえしおんちゃん、まな板使いたくない？使いたい。ということで今回から、まな板サバイバルシリーズ開幕。こちらー。まな板使ってもいいの？しかもシリーズで？そうよ。今回から新たにまな板サバイバルをスタートさせることにしたわ。神、何よそれ最高すぎるじゃない。ふふふ、そうでしょ。そしてこの企画で定める目標はただ一つ。エンドに巨大な王国を作る。楽しそう。さあしおんちゃん、まな板のチート能力を存分に使って最高の王国を作りましょう。なんかめちゃくちゃやる気がみなぎってきたわ。よしやるぞ、しおんが国王だ。しおんちゃん意外と支配欲強いわよね。新シリーズ嬉しいっていう人は絶好評価していってね。まな板使い放題なんて嬉しすぎるな。よかったわねしおんちゃん。まずはまな板を作らないとね。あれ、でも何か草ブロックがおかしくありません。表面に花がついてるような。あ、ほんとだ。これなんなの？壊したら普通の草ブロックみたいだけど、てかなんか羊さんも雰囲気が違うし。でもかわいい。今回のシリーズはちょっと柔らかい感じのテクスチャに変えてみたのよ。見た目的にも普段と違う方が新鮮かなって。気に入ってもらえたらいいんだけど。お気に入りました。なあ霊夢、でもなんで急に新シリーズを始めたんだ？もうシリーズものはしないって宣言したばっかりだろ。あ、ほんとだ。過去のシリーズもごめんなさいしたのに。どういうこと？全然撤回が早すぎるんですけど。ぬぬぬぬぬ、やっぱりそこが気になるわよね。まあそういう話は初見さんが置いてけぼりになるから、新シリーズを始めた理由なんかは動画の後半でお話しすることにするわ。はい、とりあえず最初はまな板を作らないと始まらないもんね。うわー、インベントリもなんか新鮮だな。新鮮すぎてちょっとわかりにくいですね。まあこれもそのうち慣れるんでしょうか。慣れるんじゃない？雰囲気柔らかくて私は好きだけどな。棒もなんか可愛くて素敵じゃない。ほんとだ、斧とかも可愛いわね。これはアイテム集めも楽しくなってくるかも。よし、それじゃあ斧で木材をサクッと集めてまな板作っちゃいましょ。よし、作業台が10個できたからまな板を作って。あ、あれ、霊夢まな板を作れないわよ。どういうこと？シオンを騙したね。いや、と聞きが悪いわね。入れるモッドを間違えてました。霊夢をちょこちょい。あ、ほんとだ、今度は作れたわ。さあここからシオンのまな板ライフが始まるのね。うわー、よし、作業台も増やせたからまな板ブロックを作っていくわよ。それにしてもエンドに王国を作るってまた変わった目標だな。まあそうね、目標については何にしようか結構悩んだんだけどね。今回はゆるーくやっていきたい感じだから、何かの討伐目標を設定するよりも作る系の方がいいかなって思ってね。まな板の力も存分に発揮できるしね。でも王国っていうことは当然国民も必要なんですよね。村人さんってエンドに連れていけるんですか？それは大丈夫なんじゃない？村人さんネザーゲートも通れるし、エンドポータルも通れるんじゃないかな。確かにそうですね。村人さんをエンドポータルまで連れていくのはなかなか大変な気がしますが、まあその辺もぼちぼち行きましょう。よし、近くで石と石炭も見つけたし、まな板も石までアップグレード完了。木の葉っぱにまな板使ってリンゴを確保しようっと。食料は大事だもんね。石のまな板ならすぐに手に入るんじゃない？全然手に入りません。え、何これ、なんでこんなに手に入らないの？運が悪すぎるんですけど。もういいわ、近くを探せば豚さんか牛さんがいるでしょ。満腹度だけで見るとお肉の方が優秀なので、今は無理にリンゴを手に入れなくてもいいかもしれませんね。そういうこと。よし、それじゃあ冒険するぞ。さ、その前に石のツールを作らなくちゃ。あら、かわいい。石のツールの見た目もすごくいいじゃない。ほんと私このテクスチャ好きだわ。影モッドも相まってより柔らかい雰囲気になってますよね。松明もかわいいんですけど。確かにこの雰囲気で王国を作るといい感じの王国になるかもな。ちょっとエンドだから暗いかもしれないけど、まあその辺は作ってみてどうなるかよね。しおんちゃん、最初はどうするの？最短でエンドラの討伐を目指す？うん、どうしようかな。まな板があるからエンドラ討伐は簡単だけど、せっかくならじっくりサバイバルしたいな。いつもは弾丸でエンドラ討伐を目指すので、しっかり装備を整えてみてもいいかもしれませんね。普段はあんまりしないエンチャントとかにこだわってもいいかもしれません。確かにそうね。あ、豚さんだ。かわいい。豚さんなんか困り顔してない？めちゃくちゃかわいいんだけど。あ、鉄だ。いいじゃないいいじゃない。食料も確保したし、鉄も見つかったし、これである程度の状況は乗り切れるようになるわよね。まあそうね。それでさっきの話の続きだけど、どうする？パート1はエンチャントをつけれる環境を整える感じにする？あ、それいいわね。エンドに行く準備も整えないとだな。よし、それじゃあこうしましょう。今回は村を見つけて、そこに簡易的なエンチャント施設を作って、好きなだけエンチャントできるように無限に経験値を稼げる環境を作る。これを目標にしましょう。オッケー、わかったわ。それじゃあまずは村を探さないとだな。いい感じの村が見つかってくれたらいいんだけど。まあ鉄原石が取れたから、これを精錬して鉄装備まで作っちゃおうっと。シャキン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 。よし、鉄装備の完成。前が見えません。うお、なんだそりゃ。デザインはおしゃれだが、がっつりしおんちゃんの目の位置が隠れちゃってるじゃないか。鉄防具は罠でした。というか、すっかり夜になってしまいましたね。まあ装備と食料が確保できてるので大丈夫だとは思いますが、しおんちゃん気をつけてくださいね。オッケー、任せといて。でもやっぱり夜よりも明るい方がいいな。さっき羊さんいたのにな。ハサミも作ったから、探して羊毛をもらおうかな。そうね、やっぱりベッドも一つは持っておきたいもんね。羊さん、羊さん。うお、ゾンビだ。ゾンビなんか怖いんですけど。あ、そうか、モンスターの見た目も変わってるんだったよな。どのモンスターがどんな見た目になってるのかもちょっと気になるな。ほんとよね。でもゾンビがこんな感じだから、モンスターはちょっと怖
い感じに調整されてるのかもね。あれ？あっちの方なんか赤くなってない？ほんとだ。あれはマグマブロックなのかな？壊れたネザーゲートがあるっぽいわね。荒廃したポータルな。うお、スケルトンだ。え？スケルトン眉毛つながってるんですけど。スケルトンに眉毛はないだろ。なんつっても骨なんだから。お、羊さんの群れを発見。ちょっと待って、羊毛枯らせて。とりあえず白い羊毛が欲しい。はい、いい子ね。よし、これで羊毛ゲット。羊毛も何かと使えそうだから増やして予備を持っておこうっと。よし、増やしたからベッド作っちゃうんですね。あ、でも木材残り3個しかないわ。これも増やさないとなくなっちゃう。それじゃあこの奥の板材もまな板ブロックで増やして。いや、ちょっと待って。この木材、アカシアなんですけど。嘘でしょ、ずっと奥だと思ってたわ。あ、そうか、テクスチャが変わっててわからなかったんだ。確かにちょっと見分けがつきにくかったかもしれませんね。そりゃあリンゴでないわな。ずっとアカシアの葉っぱにまな板使ってたなんて。とほほ、あったあった、やっぱり荒廃したポータルだったわ。荒廃したポータルで、シロンちゃんが間違えてない。そんなバカな。私の仕事取らないで。壊れたネザーゲートって言って欲しいのかよ。てか金リンゴ手に入ったわ。あら、よかったじゃない。アカシアとオークを間違えてたけど、なんだかんだで金リンゴ見つかってよかったわね。最高なんです。あじじじじじ、お、あれエメラルドかな。ぽいですね。一つ手に入ればいくらでも増やせるので、レアなアイテムは見つけたらとりあえず確保しておいた方がいいですね。これが交易し放題なんですね。お、あったあった、村見つけたんですけど。あれはサバンナのアカシア村かしら。ちょっと小さそうですね。うん、どうしようかな。しかも崖のところにあって高低差も激しそうだな。あの村はやめとこ。せっかく仮拠点にするんなら平坦なところの村がいいな。まあ何か物資があるかもしれないし、ちょっと寄ってみるだけならいいんじゃないか。それもそうね。それじゃあちょっとあの村に行ってみようかな。よし、到着。やっぱりすごいところにあるな。これ家を回るだけでも結構大変なんですけど。やっぱりシオンちゃんが言ってたみたいに、ここを仮拠点にするのはちょっと面倒くさそうね。え、何あの人、めちゃくちゃ遠くを見つめてるんですけど。村人さんも雰囲気違ったわね。どんな見た目になってるのか。うわ、これはインパクトがすごい。村人さん、髪の毛生えてよかったわね。やっぱり気になるのはそこだよな。何が入ってるかな。お、蔵だ。これは一応もらっていこうかな。ネザーで要塞探すときに便利だもんね。クラフトできないアイテムもなるべく確保しておきたいわね。あ、本だ。本は嬉しいかも。いいですね。エンチャント設備を作るのに必要ですし、ステンチャをするのにもあれば便利です。小さい村だったけど結構収穫あったな。それじゃあもっといい村を求めてまた移動しようっと。お、沈没船だ。お宝の傷ないかな。埋もれた宝を探せばダイヤが手に入るかもしれないもんね。下に潜らずにダイヤが手に入れば最高だな。マストも残ってますし、結構期待できるんじゃないですか。こっちは食料のチェストか。焼き豚もあるし金リンゴもあるから、この辺の食料は必要ないわね。このナンパ船綺麗な形で残ってたから、別のチェストも確認してみましょう。こっちは地図のチェストかな。お、なんかかっこいい地図があるわよ。これお宝の地図かな。白紙の地図でした。うん、残念、このナンパ船は外れだったわね。しょぼーん。一応鉱石のチェストがこの上にあるはずだから、それだけ確認してまた村探しに行こうっと。あったあった、金が入ってたらいいんだ。やったやった、見て見て、沈没船のチェストでダイヤ見つかったんですけど。お、これは嬉しいな。これで地下に潜る必要がなくなったじゃないか。最高なんですね。やっぱりシオン現世での最高の構造って沈没船だと思うのよね。結構いつもナンパ船に助けられてるもんね。ピラミッドなんてなかった、いいわね。ピラミッドの期待値が低すぎるけん。お、何あれ、なんか崖の中が明るいんですけど。あれ、あの感じ半模した洞窟じゃないですか。あんな高度にも生成されるんですね。え、半模した洞窟、見たい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 。シオンちゃん、この世界での半模した洞窟見たすぎるんだけど、ちょっと見に行ってくれない？確かにシオンもちょっと気になるかも。よし、それじゃあ反応した洞窟見に行ってみようか。やったー。うわ、めちゃくちゃ綺麗なんだけど、最高すぎる。ほんとだ、やっぱり反応した洞窟は綺麗よね。この花も持って行っておこうかな。多分反応した洞窟にしか咲かないわよね。まあそうだな。でもシオンちゃん、インベントリパンパンだぞ。それが大問題。何をしてようかな。え、なになに、なんか足音がするんですけど。あ、ウーパールーパーちゃん、見つけた。かいシオンちゃん、この子は絶対に連れて行かないといけないわよ。当たり前だぜ姉も。ウーパールーパーちゃんを見つけて連れて行かないなんていう選択肢はないんだよな。なんなんだよこの可愛い同盟。可愛いは正義なのだよ。常識ですね。よし、決めたわ。エンドの王国には水族館も完備しましょう。あら、シオンちゃん、ナイスアイデア。でしょ。もう好きにしてくれ。崖崖崖崖。どこに行っても崖しかないんですけど、この世界マジで崖だらけになっちゃったな。シオンの求める平坦な村にはいつ出会えるのかしら。もうかなり移動してきましたが、本当に崖ばっかりですね。もうどこかで妥協した方がいいんじゃないですか。あくまでも仮拠点だもんね。最終的にエンドに王国を作るんだから、村なんてどうでもいいんじゃない。まあそうなんだけど。お、なんだなんだ、これってもしかして村の道。なんか近くに村がある感じじゃないんですけど。あら、ほんとね。でもこれ確かに村の道っぽいわね。見えにくいところにあるんじゃない。村ありました。でもこの村ちっちゃすぎわろか。もういいじゃない、シオンちゃん、この村で妥協しましょう。やだー、やっといい村見つけました。あ、
いいじゃない。かなり広いわね、この村。しかも大きな湖に面していて、近くには緑も豊富。かなりいい立地ですね。でしょう。頑張って探した甲斐があったわ。シオンが探してたのはこんな村だったのよ。はあ、満足満足。それじゃあちょっとすぐに使わないアイテムはしまって、地下に潜っていこうかな。え、地下？ダイヤはもう手に入れただろ。地下に潜る必要なんてあるか？何言ってるのよ、マリサ。エンチャントするんだったらラピスラズリが必要でしょ。あ、そっか。ラピスラズリを探しに行くのか。まあそれもあるんだけど、シオンが探すのはスポナー部屋かな。スポナー部屋？そんなの見つけて何すんだ？エンチャントを好きなだけしようと思うと問題になってくるのが経験値ですからね。シオンちゃんは経験値トラップを作りたいんじゃないですか？ピンポンピンポン大正解。別に経験値トラップである必要はないんだけど、とにかく無限に経験値を集める方法を作らないといけないのよ。なるほどな。それで村の場所にもこだわってたのか。そういうことなんですね。いい感じの村の近くでスポナー部屋が見つかったら最高よね。ということでレッツゴーと、その前にシャキン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 、ダイヤ装備のカーン性。あ、よかったじゃない。ダイヤ装備は目が隠れないわね。しかもめちゃくちゃかっこいいですね。最高すぎました。よし、それじゃあ掘っていくぞ。さっきからこの辺でゾンビの声が聞こえるのよね。多分近くに洞窟があると思うんだけど、場所がちょっとわかりにくいんだよな。お、あったあった。やっと洞窟に繋がったわ。ゾンビの声がスポナー部屋だったらいいんだけどね。そう都合よく見つからないだろ。新バージョンになって生成率は上がったみたいだが、都合よく狙って見つかるもんでもないんだよな。というのは悪い人が申しております。運が悪いは余計だよ。マリサとは違うのだよ。マリサとはそこそこ大きな洞窟みたいね。ラピスラズリってどれくらいの高度に出てくるんだっけ？スポナー部屋もだけど、ラピスラズリも早めに見つかったらいいわね。ラピスラズリって確か地下ならどの高度でも出るんじゃなかったですかね。生成率が高いのはゼロ付近だった気がしますが。ふむふむ、なるほど。それじゃあ別に高度はあんまり意識しなくてもいいか。スポナー部屋探すならあんまり深くない方がいいのよね。地上との行き来が大変になるからね。そういうこと。まあぼちぼち探しましょう。見つからないな。やっぱりスポナー部屋なんてそうそう見つからないな。お、これラピスラズリかな。色的に間違いなさそうだな。お、すげー。そうだ、鉱石ブロックにまな板使うと経験値も一緒に出てくるんだった。これはすごいですね。ちょっと使っただけで結構な経験値が出てきましたよ。完全に忘れてたわ。これ経験値トラップなんて作る必要ないじゃない。ね、ゆゆこもそう思うでしょ。あれ、ゆゆこどうしたの。この世界の経験値オーブいくらみたいで美味しそう。ダメだこりゃ。でもシオンちゃん、鉱石ブロックはまな板で増やせないわよ。使いやすいところに設置するんならシルクタッチが必要になってくるわね。あ、そっか。経験値欲しい時に毎回地下に潜ってたら面倒くさいもんね。よし、それじゃあここでそこそこの経験値を稼いで、エンチャントでシルクタッチを狙ってみるか。ということで村に戻ってきました。この家を借りてここをエンチャント部屋に作り変えようと。あら、本棚もちょっと色が変わってるわね。柔らかい感じで素敵すぎる。シオンちゃん、これは決まりね。王国にはエンチャント施設兼図書館も作っちゃいましょう。あ、いいわねそれ。作りたい建物がどんどん増えちゃうな。コメントで作ってほしい施設を募集するのもいいかもしれませんね。こういう建物を作ってほしいというのがあればコメントいただけると嬉しいです。あとはここにエンチャント台を置いて。うわ、見て見て、めちゃくちゃいい感じなんですけど。ほんとこのテクスチャ試してみてよかったわ。全体的に柔らかくて最高すぎるんだけど。よし、それじゃあエンチャントしていくぞ。うん、そうか。まな板が入ってるからまな板エンチャントも出てきちゃうのね。お、いきなりシルクタッチだー。しかも効率強化と耐久もついちゃうんですね。うわ、すごい。シオンちゃんめちゃくちゃ運がいいじゃない。神エンチャントすぎました。しかもまな板で増やせるので、レベルが低くても簡単に最高レベルまで持っていけますもんね。あ、楽しいな。この世界最高すぎるんですけど、こんなシリーズものなら大歓迎だわ。ということで、ある程度のエンチャントができました。レベルが30切っちゃったからもうネザーに行っちゃおうと。あら、シオンちゃん、ラピスラズリ鉱石掘りに行かないんですか？中に潜るのがめんどくさい。まあいいんじゃない。経験値が出る鉱石ならネザークオーツでもいいんだし。そういうこと。とりあえずネザー要塞かピグリン要塞を探そうかな。ネザー要塞でブレイズロッドとネザーオート、ピグリン要塞でエンチャントされた金リンゴとネザライトのかけらあたりが見つかれば嬉しいわよね。うんうん、そんな感じね。とりあえずこの辺壁に囲まれちゃってるから、適当に壁を掘って進んでみようと。ツルハシに効率強化もついてるから楽々でしょ。お、早速ネザークオーツ鉱石を見つけたんですけど。いいわね。これでもかなりいい感じで経験値オーブが出てくるじゃない。経験値集めとしてはこれで大丈夫そうだな。そういえば鉱石ブロックの経験値ってどれが一番多いのかな。調べてみたら鉱石ブロックではダイヤとエメラルドが一番多いみたいね。ラピスラズリとネザークオーツは一緒みたい。へえ、そうなんだ。それなら最終的にはダイヤかエメラルドで経験値施設を作る方がいいのかな。あとはバージョンによってまな板の仕様がちょっと違うから今回どうなるかわからないけど、スポナーを壊した時はダイヤ鉱石の5倍くらいの経験値が手に入るみたいね。え、5倍？それめちゃくちゃすごいじゃない。そうなのよ。だから今回まな板をスポナーに使って経験値も手に入ってスポナーも増やせるなら、スポナーで無限経験値装置を作るのが一番効率
がいいわね。これは期待できますぞ。あーはっはっはっは、ガラピー。お、マグマ発見。あ、そうだ、これ使ってちょっと経験値施設作ってみようかな。え、経験値施設にマグマを使うの？まあ見てて見てて、ちょっと村に戻って作ってみるから。それじゃあちょっとシオンのイメージで作ってみるわよ。とりあえず仮で作るだけだから家の近に作っちゃうわね。こうやって小さなスペースでいいから、燃えないブロックで囲まれた空間を作ります。そこで好きなだけ経験値を集める。でもまな板で増やす一番の問題点はアイテムがめちゃくちゃ出てくることだから、これを処理しないと重たくなっちゃうのよね。あ、確かに。なるほど、それをマグマで燃やすのね。そういうこと。もういいやってなったらシオンがマグマに触れないように避難して、こうやってアイテムが落ちてるところにマグマを流せばお掃除完了。まあ内金で燃やすのでもいいんだけど、本格的な王国に作るときはもうちょっと工夫して、もっと楽に処理できるように作りたいけどね。なるほど、考えたな。てかマジですげーな、こんなにも簡単に無限経験値装置が作れちゃうなんてな。まな板ってやっぱり偉大すぎるのよね。最高なんですね。よし、それじゃあ要塞探しを再開しようっと。あれ、シオンちゃん、ブロックを設置しながらアイテムが増えてますよ。あ、これヘルメットにまな板エンチャントがついちゃいました。防具につくとこんなことになっちゃうんですね。便利なのか迷惑なのかわかりませんね。迷惑です。それはそうと霊夢、そういえば動画の後半で説明するって言ってたけど、シリーズものをまた始めた理由は何なんだ。あ、そうそう、まだ説明してなかったわね。去年の振り返り動画でシリーズものは申しませんってごめんなさいしたんだけど、セブンさんが面白いシリーズものを始めたのを見ていいなって思っちゃったのよね。うーん、わかるわ。コツコツ発展させていくシリーズものってプレイするのは本当に楽しいのよね。それでちょっと気になってて、コミュニティのアンケートではオーナーさんに聞いてみたのよ。シリーズものみたいですかって。ほうほう、それでどうなったんだ。 93% もの人が見たいって言ってくれました。これはすげー。去年3種類ものシリーズものを失踪させちゃったんだけど、やっぱり視聴者さんをがっかりさせてたんだなって。もうこれはやるしかない、そう思ってシリーズものをもう一回やってみるという決断をしたのよね。なるほど、そういう経緯があったんだな。ということで、どれくらいの期間のシリーズになるかはわからないけど、今回は何があっても王国完成まで失踪はさせません。シオンちゃんには頑張って王国を作ってもらうから、最後までお付き合いくださると嬉しいわ。さっきちょっと話題に出したセブンさんのシリーズのパート1は概要欄に載せておきますね。とても面白い斬新なシリーズなので、まだ見てない方はぜひ見に行ってみてくださいね。ねえねえ、話してるところ悪いんだけど、ネザー要塞見つかったんだが。あったあった、ネザーオート発見。なんかドス黒いんですけど。でも壊してアイテム化したら赤いわね。ソウルサンドも何かちょっと暗い色になってますね。アイテムパンパンなんですけど、痛い痛い痛い。これちょっとやめなさい。シオンアイテム整理してるんだから、邪魔しないでよね。そういえば今回は三大ボスの討伐とかは木造に入ってないのか。うん、どうしようかなって思ったんだけど、まな板があるからね。三大ボスの討伐なんて楽勝すぎるのよ。あえて木造にする必要ないかなって思ってね。まあ確かにそうですね。でもテクスチャが変わってるので、見た目的に見てみたい気もしますね。まあそうね、シオンちゃんのやる気次第っていうことで。シオンは討伐しなくても全然構わないよ。シオンちゃんの判断に任せるとそうなるよな。やばい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 、マグマが流れてくる場所で強引に戦ってたら大ピンチなんですけど。うわ、これはまずいです。シオンちゃん急いで避難しないと。あ、ジジジジジジジ、やばい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 、これはやばい。お願い耐えて、耐えてくれシオンのライフ。え、これまずすぎない。あ、これはさ、どうなったらでー。あー、はっはっは、楽勝なんですね。どの口が言ってんだ。というかシオンちゃんスポナーゲットしてますね。まな板で増やせたんですね。うん、問題なく増やせたわよ。しかも経験値も出たから、これで最高の無限経験値施設が作れるんですね。よし、あとは念のためこの要塞にいつでも来れるように村のネザーゲートまで繋がる道を作りながら戻ろうっと。うわー、よーし、今日も頑張るぞー。あら、シオンちゃん、やる気満々じゃない。当たり前なんだよなー。だってまな板を使えるシリーズなんだよ。早く進めたくてうずうずしてるんだから。いいですね。やる気があるのは素晴らしいです。シオンちゃんが気に入ってくれて嬉しいわ。さあ、シオンちゃん、今回はどこまで進めようか。とりあえず装備をもうちょっと強化したいな。まあその後は様子を見ながらぼちぼちかな。早くエンドの王国建築を始められるように、できるだけ進めたいとは思うけどね。まあそうだよな。できればエンドラを討伐してエンドと一気ができるようになっておきたいよな。頑張ります。シオン頑張るから、早くエンドの王国が見たいっていう人は高評価で応援してね。やったんでー。さあ、どうしようかな。アイテム整理でもしよう。うわ、なになになに。あ、そっか。確かシオンちゃんヘルメットにまな板エンチャントがついてたのよね。だからドアを開けようとしたらドアが増えちゃったんだ。めんどくさすぎやろ。こりゃダメだな。ヘルメットはこのままにはしておけないな。一度エンチャントを消して作り直した方がいいんじゃないか。シャボーン。となると砥石が必要ですね。ダイヤのヘルメットを新しく作ってもいいですけど、これからエンチャントをいろいろ追加していくことを考えると、砥石があった方が便利ですよね。シオンちゃん砥石のレシピ覚えてます？覚えてません。この村のどこかに置いてなかった
ったっけ？前回何箇所か村を回ったから忘れちゃったわね。お、ここにあるんじゃない？あ、ほらやっぱり。よしよし、これは助かったわ。まずはこの砥石を使って装備のエンチャントをもっといい感じにしようかな。前回結構適当にやっちゃったからね。あ、そうだし、おんちゃん、それとアイテム整理しやすいゴミ箱モッドを追加したから、これで少しはアイテム整理がしやすくなると思うわよ。それは助かりすぎます。前回増やしたアイテムがとんでもないことになってたからな。まな板を使うと気の低めよね。どうしても増やしすぎちゃうもんな。しおんちゃんは普段からアイテム整理が苦手なので、アイテムを保管しておくスペースもちょっと増やした方がいいかもですね。いきなりやること山積みなんですけど、とりあえずすぐに使わないものはしまっておいて、簡単に手に入るものももう捨てちゃっていいかな。そうですね、何でもかんでも残しておこうと思うとすごい量になりますからね。入手難易度の高いものから優先的に残す感じでいいと思います。オッケー、わかったわ。ちょっと整理して装備のエンチャントをしようっと。よし、ダメージ軽減さんだ。これはまな板で増やして合成したら4になるもんね。別に高いレベルを狙わなくていいのがまな板のいいところよね。よし、それじゃあヘルメット増やしちゃおう。シオンちゃん気をつけてな。増やしすぎるとそこら中ヘルメットだらけになるぞ。あ、そっか、うん、どうしようかな。シオンちゃん、あえて木のまな板ブロックを作っちゃったら、増やしたいものによってまな板のグレードを変えたらいいんじゃない？そうね、それ今シオンも思ったわ。木のまな板ブロックで増やせば2個しか増えないもんね。装備とか重ねられないアイテムを増やすときは木のまな板の方がいいかも。いいじゃない。今までまな板もたくさん使ってきたけど、やっぱりこういうシリーズをやっていくと、いろんな改善点を思いつくわね。まな板マスターに、俺はなる。怒られんぞ。よし、それじゃあダメージ軽減さんのヘルメット同士を合わせて、ダメージ軽減4のダイヤヘルメットのカー安定。この調子で防具4箇所全部ダメージ軽減4まで上げちゃおうっと。それが終わったら古代の残骸探しかな。そうしようかな。前回はピグリン要塞で拾えるかもと思って探さなかったけど、もうブレイズロッドも手に入れちゃったし、あえてピグリン要塞は探さなくてもいいもんね。経験値が足りなくなっちゃったから無限経験値装置で増やします。前回拾ってきたスポナーをここに置いてと。これで増やしたらどうなるのかな。楽しみですね。確かダイヤ鉱石の5倍の経験値ですからね。すげー、見てよこれ、ものすごい勢いでレベルが上がっていってるんですけど。うわ、これはすげー。これはあっという間に経験値が稼げるな。最高なんですね。でもシオンちゃん、それ鉄のまな板よね。それエメラルドまでアップグレードしたらどうなっちゃうの。あ、ほんとだ。いつもはアイテムが増えすぎるのが嫌だから鉄までしか上げないけど、これ経験値稼ぎの時は最大のまな板を作ってた方がいいな。まあこれでも十分な気がするけどね。あっという間にレベル40を超えちゃったじゃない。スポナーやばすぎます。任せたなネザー。我再び降臨戦。どうしちゃったの。いやー、この方が雰囲気が出るかなって。何の雰囲気なんだよ。古代の残骸を一つ見つけるだけだし、もうこのゲートのすぐ横を掘っていっちゃおうかな。効率強化のついたダイヤのツルハシだからサクサクなんですね。いいわね、この調子ならあっという間に見つかっちゃうんじゃない。楽勝すぎます。そうでもありませんでした。あら、下のブロックが地下まで繋がってなかったんですね。これじゃあ古代の残骸が出やすい高度まで行けないよ。まあ確か古代の残骸って低い高度じゃなくても出るには出るはずだが、低い方が期待値は高いんだよな。効率を上げたいならちょっと移動するしかないな。シャボーン、むむむむむ、なかなか見つかりません。お、たー、やった、やっと見つかったわ。やったわね、シオンちゃん。思ったより時間がかかっちゃったけど、これで装備も無事メザライトにアップグレードできるわね。最高なんですね。金インゴットも11個持ってるからメザライトのかけらを作るのには足りるわね。あ、そうか、金インゴット。そういえばまだエンダーパールを手に入れてないから、現世に帰る前にピグリンとブツブツ交換しておこうかな。それがいいですね。ちょうどこの辺シンクの森でしたもんね。苦労せずにピグリンは見つかりそうです。よし、それじゃあピグリン探してブツブツ交換だ。よし、ピグリンちゃんも確保。ここにまな板ブロックを置いて。あー、さあピグリンちゃん、金インゴットの噴水よ。タワーの次は噴水かよ。でもシオンちゃん、こっちの方が効率がいいでしょ。いや、今回ピグリンちゃん全然エンダーパールくれないんですけど。ほんと今回はめちゃくちゃ渋いわね。かなりの料金インゴット上げてるはずなんだけどな。シオンちゃん、一つ教えておいてやろう。確率は収束するのだよ。ぬぬぬぬ、マリサメ、この間ちょっと自分が運が良かったからって一気にマウント取りに来たんですけど。お、あの紫の丸いやつ、これもしかしてエンダーパールなんじゃない。あ、ほんとだ。確かにエンダーパールに見えるわね。この世界のエンダーパールは紫色をしてるのね。なんて素晴らしい世界なんだ。紫色好きすぎるだろ。え、じゃあマリサは黄色嫌いなの。好き。よし、それじゃあ現世に戻るぞ。よし、それじゃあ現世に戻るぞ。いけけけけ。よし、それじゃあ現世に戻るぞ。いや、シオンちゃん、戻るのは分かったから、はよ戻って戻って。迷いました。ふやっと戻ってこれたわ。シオンちゃん、本当に方向音痴よね。だってしょうがないんです。まあ無事に戻ってこれたんだからいいじゃない。それじゃあ装備をネザライト化しましょう。よし、古代の残骸が焼けてネザライトのかけらになったから、これをまな板で増やしてと。これも4個だけあればいいから、木のまな板ブロックでいいわよね。それじゃあ金インゴットとクラフトしてネザライトインゴットの完成ですね。ネザライトインゴット
ロボットの見た目も可愛すぎるんですけど。シャキン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 。あれー？ブーツがないんですけど。なんかレギンスが2つあるな。シオンちゃん間違えてブーツ捨ててるじゃないか。いやー、そっくりしてたわ。シオンちゃんそれを言うならうっかりですよ。じゃじゃーん。また目が見えませんって。デザインはかっこいいんだけどね。悲しすぎた。エンダーアイが作れたことでエンダーチェストも作れるようになったんですね。いいじゃない。本当に大事なアイテムはエンダーチェストにしまっておいた方がいいかもね。そうします。まな板があるからいつでも作れるし、シルクタッチのツルハシもあるから回収もできるしな。エンダーチェスト便利すぎました。よし、それじゃあエンド要塞探すぞ。目標はエンドラ討伐、そしてエンドシップを見つけてエリトラの確保よ。エリトラはぜひとも確保しておきたいわね。エンドシップがすぐに見つかってくれたらいいんだけど。まあなんとかなるでしょ。装備が強いからエンドラも楽勝だからね。あったあった。この下にエンド要塞があるみたいなんですね。でもちょっとこのまま降りたら見つからない可能性があるから、ちょっと座標を調整するんですね。今までシオンがいろいろ試した感じだと、ここの要塞度の数字が4のところがスタート地点に繋がる気がするのよね。ちょっとエンダーアイの機動的には真下に入っていかなくなっちゃうけどね。真下に入るところで降りると見つからないことが多かったんですよね。まあこれはシオンが自分で試した傾向だから、間違ってるかもしれないけどね。お、あったあった。無事エンド要塞に到着したんですね。バッチリスタート地点の螺旋階段だったな。完璧すぎました。要塞の内部も割と綺麗な感じじゃない。これだとポータルの部屋も探しやすいかもしれないわね。すぐに見つかってくれたらいいんだけどな。沼にはまると全然見つかりませんもんね。なんだこれ。ダイヤ2個にエンダーパール。地味に神チェストなんですけど。まな板企画じゃなかったら飛び上がって喜ぶところよね。まあでもチェストにダイヤが入ってるのを見るのは普通に嬉しいんですが。は？ポータル部屋だ。いや、すごすぎるだろ。弾丸でポータル部屋見つけてるじゃないか。やっぱりシオンはマイクラに愛されてるんですね。デカエンドポータルフレームすげーな。なんだこりゃ。シオンちゃんの好きな紫っぽい感じだけど、なんだかすごくまがまがしいわね。そういえば弓作ってなかったわ。しまったな。村で弓作って射撃ダメージつけてきたらよかった。弓のこと完全に忘れてましたね。まあいいや。トン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 、いくぜー。エンドラ討伐だー。前が見えない。いや、見えてるだろ。うわ、やっぱりエンドは暗いな。ほんとだ。これは王国を作るときにしっかり明かりを確保しないといけないわね。てか、なんだこの世界のエンダーマン。なんか不思議な模様が入ってるんですけど。ほんとだ。目も白くて普段のエンダーマンとは全然イメージが違うわね。なんか怖い。よし、エンドクリスタルは全部壊したわよ。ふっふっふっ。このダメージ増加後のネザライト剣の攻撃を食らいなさい。いいですね。かなりいいダメージが入ってますね。あー、行っちゃった。エンドクリスタル全部壊せてなかったんですけど。よし、でももう終わるわね。ここはただの通過点なのよ。悪いわね、エンドラ。このエンドはシオンが支配するんだから。世代交代なんですね。さあ、お疲れ様シオンちゃん。無事エンドラ討伐できたわね。エンド制圧完了。ここからが本番なのよね。ここからシオンのエンド建国物語が始まるんですね。ほんと楽しみよね。シオンちゃんはどんな王国を作ってくれるのかしら。こういうのを作ってほしいっていうコメントもたくさんもらえてるからな。シオンちゃん気合い入れて建国するんだぜ。任せてもらおう。よし、それじゃあエンドラの卵も確保しておこうかな。間違って戻っちゃわないようにポータル部分は塞いでおこうっと。エンド要塞に別途置いてこなかったからな。入ったら村まで戻っちまうんだぜ。まあでもそれで正解だったんじゃない。物資も村に結構置いてきちゃってるもんね。それじゃあ下に松明を置いて落として延期低下してっと。よし、これでエンドラの卵も手に入ったわね。これも特に使い道はないと思いますが、他では入手できないアイテムなのでなくさないようにしたいですよね。よし、それじゃあゲートウェイを通ってエンドシティを探そうかなと思ったけど、その前にエンダーチェスト置いて大事なものはしまっておこうっと。シオンちゃん、ちょっとエンドに松明置いてみたらどれくらい明るくなるか確認してほしいかな。あ、それもそうね。了解了解。それじゃあ柱の内側だけざっくり松明置いていってみようかな。どう？そこそこ松明置いてみたんですけど。あ、いいじゃない。結構明るくなったわね。この感じならしっかりと照明をつけたらいい感じになるかも。いいじゃないいいじゃない。それじゃあそろそろゲートウェイ通ろうかな。え？いや、ちょっと待ってよ。ゲートウェイの下地面ないんだが。これはめんどくさいですぞ。トン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 。あ、まな板があるエンド探索も楽だわ。わざわざ足場のブロックを集めなくてもいいし、エンダーパールも使い放題だもんね。最高なんですね。あ、あったあった。やっとエンドシップ見つけたんですね。いいじゃない。いきなりエンドシップが見えてきたわね。これで問題なくエリトラも確保できるし、エリトラさえ手に入れたら本格的に建築のことを考えられるわよね。あ、しまった。ロケット花火作ってきたらよかった。ほんとだな。ロケット花火の存在をすっかり忘れてたな。普段使わないもんね。なかなか普段使わないアイテムのことまで頭が回らないもんね。うわー、エンド
地形綺麗だな。これは王国を作るのも楽しみになりますね。クライエントが逆に建築物を生えさせてくれるんじゃないですか。建築頑張ります。エンドロッドも何かに使えるかな。いろいろ使えそうよね。とにかくここでじゃないと手に入らない素材は全部持って帰りましょう。オッケー、任せといて。シュルカーの音もするな。シュルカーボックスも作っておきたいよな。この裏かな。あ、いたいた。殻落としてよね。あ、落ちた落ちた。よしよし、これでシュルカーボックスも作れちゃうわね。シュルカーボックスか、安全。あら、そうか、シュルカーボックスの中にはシュルカーボックス入れられないのか。どうやらそうみたいですね。重ねることもできませんし、素材だけ持っておいて必要な時に作る方が良さそうです。そうするか。でもシュルカーボックスが一つあるだけでだいぶインベントリをすっきりさせられるわ。整理整頓できないしおんちゃんの救世主だな。とりあえず今すぐに使わないアイテムは全部入れておこうっと。とりあえずプルタは確保しておかないとね。しおんちゃん、王国はどんなコンセプトで作るとか決めてるの？全然決めてないよ。どうしようかな。やっぱりエンドだからプルタメインでエンドっぽい雰囲気を出した方がいいのかな。どうなんでしょうね。でも統一感はあった方がいいと思いますけどね。そうよね。ちょっとプルタとエンドストーンメインで作ってみようかな。いいんじゃない？作ってみてダメだったら変えたらいいだけだしね。よし、エンドシップに乗り込んできたわよ。さあ、エリトラを手に入れちゃうんですね。あ、そうだ。そういえばアイテムって額縁にくっつけた状態でまな板で増やせるのかな？どうなんだろうな。この状態で増やせたらめちゃくちゃ便利だよな。あ、あれ？もしかしてダメ？くるくる回っちゃってるわよね。しゃがんでもダメなの？ダメです。あちゃあ、それは辛いわね。この状態で増やせたら変に倉庫なんか作らずに、必要なアイテムを並べて飾るだけでも便利だと思ったんだけどね。しゃがん、しょうがないか。倉庫については改めて考えないといけませんね。確かにまな板があるので大量にストックしておく必要がないですもんね。考えます。よし、エリトラは手に入ったからチェストだけ調べて現世に戻ろうかな。お、耐久力のダイヤツルハシだ。うわ、このブーツ、修繕がついてるのにまな板エンチャントがついちゃってるな。これは残念すぎるわね。まな板便利だけど、このまな板エンチャントがかなり高確率でついちゃうのが唯一のデメリットだな。つらい。よし、ドラゴンの頭もゲット。これでエンドで集められるアイテムは全部確保したかな。コーラスフルーツも取ってたもんな。あ、そうだ。せっかくだから醸造台ももらっていったらいいんじゃないか。わざわざ作るのめんどくさいだろ。あ、そうね。そうしようと。ポーション使うこともあるかもしれないもんね。あー、楽しい。よし、到着。それじゃあ本当に帰ろうと。よし、無事帰ってこれたし、このまま現世に戻っちゃおうと。でもここからが大変よね。村にあるアイテムとかも移さないとだしね。エンドを本格的に作り変えるなら整地もしないといけないしな。あ、そうだ。エンドポータルフレームが増やせたから、村にもエンドポータル設置できるわよね。お、そうだな。それめちゃくちゃいいじゃないか。どこからでも自由にエンドに行けるのはかなりメリットだな。でも今の段階で村人さんが間違って入っちゃったら大変だから、地下に作って入れないようにしておかなくちゃね。はしごで登れるようにして、上の入り口はトラップドアで蓋をしておこうっと。そのはしごめちゃくちゃ可愛いわね。ほんとこのテクスチャ素敵すぎる。よし、エンドポータルフレームもちゃんと並べたから、トントントンしてもう一回エンドに行ってみようっと。めちゃくちゃ楽しみなんですけど、次から本格的にこのエンドに手を加えていくから、次の動画も絶対に見に来てね。ふ、ここは、シオンのエンドだー。あら、今日も元気ね、シオン王。シオン王？そうですよ、シオンちゃんはこのエンドの王様になるんですから、頑張りましょうね、シオン王。シオン王、あー、は、そういうあだ名はシオン王、ズミンともよ、ひれ伏せない。シオンちゃんの王様のイメージって歪んでるよな。ダメよ、シオン王、王様は国の中心なんだから、王様は賢く優しくないとね。賢く、意味違い、チンニガミンさんが賢い。おいしおのおつくを唱え始めたぞ。賢いのイメージも歪んでるんだよな。じゃあどうしたらいいのよ。いや、ありのままでいいじゃない。シオンちゃんはシオンちゃんなんだから、いつも通りのシオンちゃんらしい王国を作っていきましょう。いつも通りの、シオン。シオン王とお呼び。誰だけ王様扱いされたいねん。よし、それじゃあやっと本格的にエンドを作り変えていけるわね。シオンが作る王国が楽しみな人は高評価お願いします。でもこのエンドラの島も小さそうに見えて結構広いんだよな。計画的に作っていかないとしっちゃかめっちゃかになっちゃうぞ。うん、そうかな。どうしよう、何から始めたらいいのかな。ノープランなのかよ。シオンちゃん、最初は聖地から始めたらいいんじゃない。シオン王、最初は聖地から始めたらいいんじゃない。うむ、それは名案だ、ゆり子大臣。王様って呼ばれないと反応しないのなんなんだよ。めんどくさいから王様ごっこは終わりにしなさい。そんな。シオンちゃんはありのままのシオンちゃんが一番ですよ。威張ってるシオンちゃんはシオンちゃんらしくありません。むむむむむ、あれは納得してないな。まあいいや、ゆり子の言う通り、まずは聖地して土台を作ろうかな。それにはまず現世の村に置いてきた物資なんかもこっちに移さないとですね。うんだよな。とりあえずこの辺の地下に簡単な空間を作って仮の倉庫にしようかな。それでいいんじゃない。現世の村にもエンドポータル
設置したし、このエンダーチェストを使えばアイテムの行き来も割と簡単にできるしね。あ、そうか、確かにエンダーチェストは便利かも。この部屋の真ん中にエンダーチェストを置いて、その両サイドに普通のチェストを置いておこうかな。ということで仮の倉庫が完成しました。とりあえず今持ってるアイテムは倉庫にしまって、現世のアイテムを全部持ってこようっと。ちゃんとした倉庫は整地が終わってから作るとして、どんな倉庫にするかも考えておかないといけないわね。そうなんだよな。まな板があるからな、アイテムを大量にストックしておく必要はないんだよな。額縁につけたままで増やせたらよかったんだけどね。それができないからちょっと考えないといけないわね。ブロック状の設置できるアイテムは、時価を気にしてもいいかもしれませんね。直接まな板で右クリックするだけで増やせるので。あ、それいいじゃない。そんな感じで考えてみようかな。よし、必要ないものはしまったから現世に戻るわよ。エンド王国の国民候補たちは元気かしら。この村の村人を送り込むつもりなんだな。あ、いたいた。それが一番いいと思うんだけどね。エンドに行った後エンドの王国を村と認識してくれるのかはわからないけど。その辺も経験のないことなので、やってみないとわかりませんよね。まあとりあえず今はアイテムの移動に集中しましょう。そしてアイテム移動が終わったら大変な聖地が待ってるんだから。そうでした。よしアイテムの移動完了っと。どうしようかな。どんな感じで聖地しようかな。基準となるのは真ん中にある祭壇だよな。現世との行き来に使うから、これは使いやすい状態で聖地しないとだし、岩盤だから壊すこともできないしな。これを基準にどの高さまで聖地するかの判断になってくるんじゃないか。うん、そうなのよね。この一番低い位置の岩盤と同じ高さのフロアにするか、もう一つ下げるかよね。どうしようかな。悩むな。まあ正直どっちでもいいんじゃない。一段違ったところでそんなに変わらないわよ。まあそうか。よし決めたわ。この岩盤の一段下まで削っていくことにしようっと。よしやるぞ。聖地大作戦だ。残っていくだけだろ。地味な作業が続きます。聖地ってそんなもんだよ。魂が抜けかけてる。しんどすぎた。がっつり聖地するとこんなにもしんどいのね。ネガーラックぐらい柔らかいと楽なんですけどね。掘った量はそこまで多くないかもしれませんけど、やっぱり普段しない作業をすると大変ですね。大変すぎました。シオンちゃんお疲れ様。これでインド王国の土台ができたわね。これからどうするの？もういきなり建築していくの？いやさすがに適当に建築していって綺麗な王国にできる気がしないから、最初は区画整理をしようと思ってるのよね。区画整理？道を作るっていう感じか？その通り。真ん中の祭壇をぐるっと綺麗に黒曜石の柱が囲ってるから、これを利用してこの内側に区画を作っていこうと思うのよね。あらいいじゃない。この黒曜石の柱もいい味を出してくれそうだもんね。でしょでしょ。なんとなく少しずつイメージが湧いてきたわ。ということでざっくりと湧き潰しができたから、祭壇から東西南北にメインの道を作っていきます。道幅は3マスにするんですね。うん、3マスぐらいの広い道の方がいいと思ってね。奇数にした方が何かと使い勝手がいいしね。そういうこと。まずは道になる部分を掘って、何のブロックで道を作るか考えないとな。道といえばやっぱり石レンガが定番なんじゃないか。うん、まあそうなんだけど、今回ブロックのテクスチャも変わってるからな。そうよね。普段の世界と同じでいい感じになるとは限らないのよね。あんまり普段の感覚にとらわれずにいろいろ試してみましょう。あれ、これは予想外。え、シオンちゃんどうしたんですか？今エンドポータルを通ってエンドに出てくる時の黒曜石の床の方と祭壇までの間の区間を掘っていってたんだけど、祭壇の中心と黒曜石の中心が合ってません。あ、そうなんだ。黒曜石の柱は祭壇の中心にきっちり配置されてるわけじゃないのね。そうみたい。この柱も王国の門としていい感じで使いたかったんだけどな。確かに1マス横にずれてるんだな。それじゃあ真ん中になるように柱をちょっと大きくしたらいいんじゃないのか。そうするしかないか。とりあえず道を作り終わってからだな。とにかく最初は道作りに集中しようっと。よし、いくつか道候補のブロックを増やしてきたから、何パターンか並べてみてどれが合うか確かめようっと。まずは土定番の石レンガね。一番のポイントはエンドストーンに合うかどうかなのよね。うん、どうかな。もしかしてちょっと微妙？悪くはない気もするけど、普段の石レンガよりもちょっと紫がかってて、エンドストーンとの相性はいいとは言えない気もするわね。そうなんだよな。なんかこれじゃない感があるんですね。まあ慌てなくても大丈夫じゃないですか。別に制限時間があるわけでもありませんし、じっくり考えましょう。そうよね。別に後から張り替えてもいいんだし、建物を建てたらまた雰囲気も変わるかもしれないしね。確かに、この黒曜石との相性も大事よね。さすがに黒曜石との相性はバッチリだな。黒とグレーが合わないわけがないのよね。黒曜石もちょっと紫がかってるし、この石レンガのテクスチャとの相性も悪くはないわ。ふむふむ、なるほど。まあ道候補の一つとしてはなしではないわね。それじゃあ他のブロックも置いてみようっと。次は磨かれた花崗岩。これはどう？エンドストーンの温かい色との相性はいいかも。石レンガとは違う感じでなしではないかもね。ふむふむ。それじゃあ次は滑らかなクォーツブロックを置いてみようかな。これはちょっと合わない気がしますね。テクスチャの影響もあるかもしれませんが、普段の滑らかなクォーツブロックほどピカピカしてないので、ちょっとぼやけた印象になってしまう気がします。これはなしね。それじゃあ磨かれた戦力岩はどう？色的には悪くはない気がするが、ブロックとブロックの境目に比
くっきりと線が浮き出るのが気になるな。これなら石レンガでいい気がするんだぜ。確かに、難しいな。なんかこれっていうのがあんまりないわね。じゃあ次は磨かれたブラックストーンレンガ。私はこれ好きかも。エンドストーンとの色の違いがはっきりしてるし、暗いエンドのイメージにも合ってる気がするな。問題は黒曜石との相性ですよね。ほぼ同じ色なので黒曜石の柱周りでは何か工夫が必要になるかもしれませんね。確かに、でもこうやって見るとやっぱりブラックストーンが一番パキッとしてる。道としてのインパクトを考えるとそうなるかな。まあ問題は全部のバランスだからね。どんな建築をするかによってもイメージが変わってくるだろうし、シオンちゃんまだ建物のイメージ湧いてないでしょ。湧いてない。それならやっぱり最終的に張り替えることも頭に入れておきながら、今一番いいと思える道を作っていったらいいんじゃないかな。まあそうね。それじゃあ石レンガかブラックストーンに絞り込もうかな。ちょっと平野ランタンを使っていい感じにできないかいろいろ試してみるわ。まずは石レンガの道にブラックストーンの塀を立てたパターン。なんか違うな。塀の方が色が濃いとなんか定まらないというか、ちょっと違和感を感じるんだよな。そうか。それじゃあ逆パターンはどうかな。はい、ブラックストーンの道に石レンガの塀、これならどう。さっきよりはしっくりきますね。どっちかで選ぶとするとこっちの方がいい気がします。シオンちゃん同じ色の塀を立てる選択肢はないの。それもありかもな。ちょっとやってみようか。はい、塀の下のブロックも張り替えて、その上に同じ色の塀を立ててみたわよ。悪くはないが、なんかぼやっとしちゃうよな。何か装飾をつけたら、別の素材も使った塀にしたらどうかしら。それもいいわね。何の素材を使うのがいいのかな。やっぱりグレーっぽい色が合う気がするわよね。シオンちゃん鉄格子とか使ってみたら、塀といい感じでくっつくんじゃない。それいいわね。でも鉄格子なんて持ってたかな。黒曜石の柱の上のが残ってるんじゃないか。そうでした。上がるのめんどくさいからエンダーパールで登っちゃおうっと。おい大丈夫か。壊れてて狙える隙間がちょっとしかないぞ。失敗したら大変なことになるんじゃ。大丈夫大丈夫、シオンのエイム力を信用しなさい。じゃあ行くわよ。ほら一発で成功しちゃうんですね。すごいじゃないシオンちゃん。でもこれから高いところに上がりたいことも増えてくるだろうから、ロケット花火を作っておいた方がいいかもね。あとは足場なんかもあれば便利そうですよね。そっか、確かにロケット花火は欲しいかも。足場も竹があれば確か作れるから、竹林が出やすくなってるこのバージョンなら結構簡単に作れるんじゃない。それじゃあ後で探しに行こうかな。てかちょっと待って、シオン地味にピンチなんですけど。エリトラ装備してるから防御力が低いのか。危ない、エリトラ以外の装備が強くて助かったわ。落ち着いたらもうちょっとしっかり湧きつぶしもしたいですよね。やること多すぎなんだよな。塀を柱代わりにして、その間に鉄格子を置いていくスタイルでどう。こんな感じ。どうだろう、見た目的に悪くはないとは思うんだけど、目の高さに塀が来ると圧迫感がない。確かに、目の高さを鉄格子にするか、もしくはそもそもの塀の高さが一段でもいい気もしますね。とりあえずさっきの状態で石レンガの塀も作ってみたけど、やっぱり塀もブラックストーンの方が良さそうだな。そんな感じよね。ブラックストーンの塀と鉄格子の組み合わせでしっくりくるデザインを探しましょう。鉄格子と塀の段を入れ替えてみました。なんとも言えない。そうだ、ランタン置いてみようと。確か松明と鉄塊で作れるわよね。いいじゃない、ランタンはたくさん使うだろうしね。作ってたくさん持っておいてもいいかもね。ということでさっきの塀の上にランタンを置いてみました。おいいじゃないか、ランタンを置くだけでかなりいい感じの塀になった気がするんだぜ。ランタン最高すぎるんだが。でも個人的にやっぱり塀は高すぎない方がいい気がしますね。その下の段なくてもいいんじゃないですか。確かに、ちょっと試してみようか。一段にしてみました。おいいじゃないか、すっきりしてるし色のバランス的にも今までで一番いい気がするんだぜ。よしこれは決まりね。あの感じの塀で道を作っちゃおうかな。よしやるぞ、エンド道道大作戦だ。シオンちゃんなんでも大作戦に従うよな。一列作ってみたんだけど、めちゃくちゃ黒いんですね。まあここから装飾していい感じに仕上げていきましょう。あと問題はこの祭壇なんだよな。ちょっと岩盤がむき出しだと味気ないわよね。全てのメインの道が交わるところでもあるし、エンドの中心でもあるからね。ここにも何か特別な装飾が欲しいわね。それに最終的に村人さんを国民として迎え入れるのなら、ポータルがむき出しなのはちょっと危険ですよね。村人さんが間違えて入ってしまう可能性もありますし。確かにな、ここも何か装飾してみるか。道が黒いから白い色のブロックと相性がいいんじゃない。滑らかなクォーツブロックを使って何か考えてみようかな。ということで祭壇の周りに階段を置いていってます。ふむふむ、岩盤は全部隠すつもりなのか。そうするつもり。テクスチャのおかげで岩盤の見た目も悪くはないんだけど、やっぱり道が黒いしこれは隠した方がいいかなって。ちょっと大きくなっちゃいそうだけどね。なんとかいろいろ考えてみるわ。こんな感じになったけどどうかな。いいんだけどやっぱり一色じゃちょっと寂しいかな。ここも何かしらの装飾が欲しいところよね。難しすぎるんだが、真ん中の岩盤の柱を隠そうとしたら大きくなりすぎるから、これも鉄格子で囲んでみました。いいんじゃない、やっぱりランタンも置くと雰囲気が出るわね。そろそろちゃんと道も作らないとね。とりあえず真ん中はこれぐらいにして残りの道を作っていくわ。この真ん中をぐるっと回れるように道を作りたいな。この辺の塀は壊してここも道にしちゃおう。
こんな感じでどうかな？いいんじゃないですか？王国の中心っていう感じがしますよね。これで四方にきちんとした道ができたらなかなかいい感じの見栄えになりそうよね。シオンちゃん気合い入れて道を作りましょう。任せなさい。よし、とりあえずで作っていた塀にも鉄格子を入れたし、塀の部分にランタンを置いていってみようと。おお、やっぱり鉄格子とランタンが入ると一気に雰囲気が変わるよな。これは明るいいい感じの道になるんじゃないか？そうでしょうそうでしょう。道を作るの楽しくなってきたかも。よし、この調子で残りの道も一気に作っちゃうぞ。なんか黒曜石の床と反対側の柱は祭壇の真ん中とぴったり合ってたのよね。ほんとですね。逆がぴったりだったらよかったんですけどね。いやマジでそれななんだよな。こらエンダーマンちゃんたちちょっと邪魔よ。ランタンが置けないじゃない。よしよしいい子ね。それじゃあ残りも一気に完成させるわよ。ということで道が大体完成しました。あれ、完成したのに確認しないの？現世に来ちゃってるじゃない。黒曜石の柱の上に乗って沿道を眺めたいなって思ってね。あ、そうか、さっき言ってたロケット花火の材料を取りに来たのね。そういうこと。まあ竹は本格的に建物の建築を始めてからでいいかなって思うんだけど、ロケット花火の素材はすぐに集まるから今のうちに作っちゃうわ。よし、このサトウキビで鍵は作れるわね。あとはクリーパーから火薬を手に入れないとな。昼間だから洞窟に潜るのがいいかな。そういえば真相弾持ってないわよね。建築にも使えるかもしれないから真相弾も集めておいてもいいかもね。それいいわね。普通のテクスチャなら真相弾いい感じだもんね。火薬を手に入れるついでに確保しようっと。クリーパークリーパー。あ、いたいた。これは爆発させないようにしなくちゃ。おとなしくしててよね。うそやん。いやいや、クリーパーいすぎなんだって。しかもなんでそんなにカラフルなのよ。あら、爆発しちゃった。あ、でも火薬落ちてたわ。よし、それじゃあエンドに戻って高い位置から確認しようっと。どうどう？なかなかいい感じになってるんじゃない？お、いいじゃねえか。なんかすごい神秘的な場所に見えるよな。でしょでしょ。ここから建築も増やしてもっといい感じにしていきたいな。いろいろ作ってほしい建築の意見ももらってるのよね。図書館も作りたいし、水族館も作りたいし、絶対にこの王国を素敵な王国にしてみせるんだから。やる気マックスシオンです。王国の完成を楽しみにしててね。図書館を作るよー。あら、シオンちゃん、まずは最初に図書館を作るのね。そうなの。このテクスチャの本棚の見た目がめちゃくちゃ気に入っちゃったのよね。わかるわ。あの優しい感じの色合いがたまらないのよね。でしょでしょ。エンド王国一発目の建築にふさわしい、めちゃんこおしゃれな図書館を作ってみせるんだから。いいですね。シオンちゃんの作る図書館楽しみすぎますね。シオン、この企画めちゃくちゃ張り切ってるんだから、エンちゃんともできる最高の図書館を作っちゃうわ。シオンが作る図書館楽しみにしてくれる人は、高評価で応援よろしくね。やるぞー。建築を始めていく前にと、実は一つ嬉しいことがあったのよね。嬉しいこと？何があったの？正規の時に入り口の黒曜石の柱の中心がずれてるっていう話をしたと思うんだけど、あれシオンが勘違いしてたみたいで、ずれてない方がエンドの入り口だったのよ。お、ほんとだな。やったじゃないかシオンちゃん。これで王国の入り口を作る時に柱を改造しなくてもいいな。最高なんですね。いきなりやる気が出ちゃったわ。まあ今回は図書館を作るっていうことだから、王国の入り口を作るのはまだ先になるかもしれないけど、この入り口もいい感じに仕上げたいわよね。なんと言っても入り口は王国の顔だからね。そうなんですね。まあとりあえず今回は図書館作りのことだけ考えて動いていくわよ。よし決めた。図書館は入り口から入って、手前の左側のここに作ることにするわ。この柵のちょうど真ん中ぐらいを壊して、ここに図書館の入り口を作っちゃおうっと。シオンちゃん、図書館のデザインとか大きさとかは決めてるのか？まだざっくりとしか決めてないのよね。エンちゃんと施設も作りたいから、そこそこ大きめの図書館にするつもりにはしてるわよ。道は3マスにするんですね。そうなの。やっぱり奇数の方が作りやすいかなって。基本的にこれからの建築はそんな感じで作っていくかな。よしできた。横幅はこれぐらいにしようかな。お、マジで結構広い図書館になりそうだな。そうでしょ。小さな建築をたくさん作るのもいいとは思うんだけど、エンド王国はできるだけ大きめでインパクトのある建築をしていこうかなって思ってるわ。幅はどれぐらいにしようかな。できたらこの区画には2つぐらいは建築したいから、いい感じの大きさを見極めないと。よし、なんとなく図書館の大きさも決まったから、まずは壁を作ってみようかな。あ、プルパ系のブロックを持ってきたのね。エンドの素材をメインで作っていくの？実はちょっと迷ってるのよね。エンドの素材ってかなり種類が限られるから、せっかくの可愛いテクスチャが活かせないかなとか思ったり思わなかったり。まあ確かにそうですね。エンド系のブロックで統一した王国も素敵だとは思いますけどね。私はこのプルパブロックの色好きだけどな。ピンク色してるからでしょ。まあとりあえず最初はこのプルパブロックで壁を作ってみるわ。あら、何か不思議な建て方してるわね。いきなり丸イメージで建てていくの？どんな丸にするか決めてるのか？横から見たら半円に見える感じの形にしようかなって思ってるのよね。あら、いいじゃない。本当に丸い建物を建てようとしてるのね。そうなの。四角い建築ばっかりじゃつまらないからね。この王国の建築は建物の形にもちょっとこだわりたいな。シオンちゃんもかなり建築に対しての意識が変わってきましたよね。昔はすごく苦手意識を持っていたんですけどね。ふっふっふっふ。シオンだって成長してるんだから、いつまでも豆腐建築なんてしてられないのよ。やばい、エンダーマンの目を見つめちゃった。ちょっと湧きつぶしが甘いんだよな。建築してる時に視線なんて気にしてられないし、先に湧きつぶしした方がいいんじゃない
か？確かにね。でももう建築し始めちゃったし、気分が乗ってるうちにキリがいいところまではやってみるわ。どうぞ。シオンがイメージしたのはこんな感じなんだけど。あら、いいじゃない。本当に綺麗な半円になってるわね。こんな形の図書館があったら思わず入ってみたくなっちゃうかも。でしょでしょ。やっぱり入りたくなるような見た目って大事よね。絶対に最高の図書館にしてやるんだから。枠ができたら内側にもブロックを置いていってみようかな。エンドストーンレンガだとどんな感じ？まあエンドシティがいい雰囲気だからな。うまく使えば絶対に相性はいいはずなんだぜ。あとは道に使ったブラックストーンとの相性よね。まあ黒は何にでも合うとは思うけど。思ってたんと違う。あや、エンド素材のプルパとエンドストーンレンガなのに、なんでこんなにダサいんだ？いやよ、やめてこっちに来ないで。助けてー。だから湧き潰ししろって。しょうがないなー。マリサが湧き潰し湧き潰しうるさいから湧き潰ししてます。私あなたのために言ったんだけどな。湧き潰し。いやー、何すんでー。いやー。うわうわ、やばいやばいやばい。この辺やばい。うわ、これはすごい密集状態ね。かなり湧き潰してエンダーマンが湧く範囲が狭くなってきたから、まだ湧き潰せてないところに集中して湧いちゃうのね。これは怖すぎます。黒曜石の柱の上にもいっぱい湧くようになっちゃってるから、上もしっかりと湧き潰ししておかないとね。シオンちゃんかなり狭い場所に湧いてるので、降りるときに目を合わせないように気をつけてくださいね。怖すぎます。よし、なんとか降りれた。これでこの柱ももう大丈夫ね。やっと湧き潰しが終わりました。それじゃあぼちぼち建築を再開していこうかな。お、エンドストーンレンガは結局壊したんだな。そうなの。やっぱりなんか雰囲気的に気に入らなくて、とりあえず道と同じブラックストーンレンガに張り替えてみてるのよね。まあ黒だし無難な色よね。でもシオンちゃんいいの？無難な色ばっかり選んだらつまらなくなるわよ。別にいいんですー。問題はシオンが気に入るかどうかなのよ。こっち側はまっすぐ伸ばしていきます。なるほど。どこから見ても半円に見えるわけじゃなく、ロールケーキみたいな形っていうことだな。え？ロールケーキ？決まった、食べ物に例えた私がバカだった。シオンはかまぼこみたいだと思ったけどな。え？かまぼこ？なんで食べ物をかぶせてくるんだよ。やっぱりプルパイは缶しかないからブラックストーンに張り替えよっと。あー、ピンク色がなくなってしまう。ごめんなさい。とりあえずこんな感じになりました。真っ黒なトンネルが出来上がったわね。これが図書館になるなんて全く想像できないんですけど。大丈夫よ、安心したまえ。シオンも全く想像できない。やめてシオンちゃんは想像できとけ。まあ黒は安定感抜群なのでいいとして、問題は壁ですよね。そうなのよね。黒といえば白。滑らかなクォーツブロックを置いてみようっと。運動かしら。白と黒だから当然合わなくはないけど、エンド王国白と黒だけになってしまいそうね。シオンもなんかそんな気がしてきました。白の羊毛なんか不思議な模様が入ってたから、クォーツブロックをやめて羊毛にしてみました。これだとどんな感じになるかな。よし、とりあえずだいぶ張り替えられたわよ。ちょっと離れて確認してみようっと。めちゃくちゃなんとも言えなくなった。黒と黒でここまでダサくできるのはもはや才能だな。ちょっと入り口をそれらしく装飾してみたんだけど、絶対にこれじゃない。なんとも表現に困る建築になってきたわね。無難を狙いに行って無難になってないこの不思議な感じ。シオンちゃん、これはこのままだとまずいわよ。シオンが一番感じてます。シオンちゃん、思い切ってガラッと素材を変えてみたら、現世に行っていろいろブロックを集めてきてもいいかもね。そうだな。ちょっと一旦頭をリセットさせたいし、一旦現世で素材集めするか。これから建築していくなら足場とかもあったら便利ですよね。それもそうね。建築に使えそうなブロック集めと足場を作るための竹を探しに行ってこようかな。よし、現世に戻ってきたわよ。うわ、雨だ。これはめんどくさい。まあしょうがないよな。でもブロックはまな板でちゃちゃっと増やせるし、エリトラで飛んで探すこともできるんだ。気にせずバリバリ素材を集めるんだぜ。まあそうね。とりあえず砂をまな板で増やしてっと。いいわね。ガラスも建築には必須だもんね。そうなの。ちょっといろいろ考えてみたんだけど、さっきの半円の建築にガラスを取り入れたらおしゃれになるんじゃないかなって。開放感も出ますしね。ガラスを多めに使うのはいいアイデアです。よし、それじゃあ素材探しに行くぞ。お、こんなところにピリジャー基地があるじゃない。ここのチェストから何か変わった素材手に入らないかな。特に何も期待できないんじゃない？原木ぐらいしか入ってるイメージはないわね。まあ一応確認してみようっと。あら、今回もピリジャーたちいないな。あら、ほんとね。なんか最近よくピリジャーがいない基地を見つけるわね。なんか条件があるのかしら？わかりません。あ、ほんとだ。やっぱり原木しか入ってないな。でもまあダークオークの原木は持ってなかった気がするから、これはありがたくいただいときましょう。木材もとりあえず全種類持っておきたいよな。ネザーの木材も意外とエンドの雰囲気にあったりするんじゃないか？あ、確かに。でもまあ今はいや。とりあえず現世で素材集めしましょう。さすがに多くは持ってたような気はするけど、一応ここに多くも白樺もあるから確保しておこうっと。まあ白樺の原木は癖が強いので使いにくいですが、木材に加工したらいい味を出してくれるかもしれませんしね。そういうことなんですね。あとは多くの葉も使えそうだな。あ、そうか。まな板では増やせないんだった。確かツルハシがシルクタッチよね。それで壊せば葉っぱとしてドロップするんじゃない？そうでした。よし、それじゃあこれで葉っぱブロックもゲット。あったあった、やっとジャングルを見つけたわ。よかったわね、シオンちゃん。これでジャングルの木と竹も手に入るわね。最高なんですね。よし、それじゃあエンドに戻るぞ。よし、砂を焼いてガラスができたから、これもまな板で増やしてっと。あら、ガラス結構優しい色
色してるのね。縁がオレンジ色だから木材との相性がいいかもしれないわよ。そうなのよね。ちょっとシオンが思ってたガラスの雰囲気とは違ったけど、これはこれでいい味出してくれそうだな。それじゃあ竹で足場も作ってと。あれ？足場ってどんなレシピだったっけ？確か糸が必要だったような気がしますね。あ、ほんとだ。ふむふむ、竹6個と糸で足場が作れるのね。確か糸はこっちにしまってたはずだから。あったあった。これで足場が作れるわね。それじゃあ糸の位置をまな板ブロックで増やしておこうかな。うわ、間違えてネザライト剣を増やしちゃった。これはめんどくさい。おいおい、しっかりしてくれよ。重ねられないネザライト剣をダイヤのまな板で増やすなんて、とんでもないことになっちまってるじゃねえか。しょぼーん。よし、足場も作れたし、壁にしてた羊毛を全部壊して、このブラックストーンも張り替えていこうっと。あらがらっとイメージを変えるつもりなのね。そうなの。おしゃれさは重視したいとは思ってるんだけど、やっぱり本棚の温かみを生かせる優しい建築にしたいなって思って。いいじゃない、シオンちゃん、すごく素敵だわ。それで多くの木材を使うのね。さっきのガラスとの相性も良さそうだし、すごくいいと思うわよ。ゆう子がめちゃくちゃ褒めてくれる。よし、褒められてやる気マックス。このまま一気に作っちゃうんだから。ほんとゆう子はシオンちゃんをその気にさせるのがうまいわよね。あら、そんなつもりで言ってないわよ。私は思ったことを言ってるだけなんだから。ゆう子様、シオンちゃん、ちょっと話があります。どうかな。とりあえず手前だけ奥に張り替えてみたんだけど、やっぱり黒がかなり重たい感じだよな。全部木材に変えた方がいいとは言わないが、黒の分量は減らした方がいいだろうな。やっぱりそう思う。確かにそれはシオンも同意見なのよね。あら、かなりたくさんガラスを使うのね。そうなの。やっとこの図書館のコンセプトが決まったわ。温かみのある木のぬくもりとガラスを使って開放感を出す、これを意識して作り変えていくわよ。いいわね。完成がめちゃくちゃ楽しみだわ。シオンちゃん頑張ってね。任せてもらおう。よし、入り口側の壁が完成したわよ。お、最初とかなり雰囲気が変わったじゃないか。いいですね。ガラスをふんだんに使ってかなり開放感のある見た目になってきました。でもさすがに色が寂しすぎてまだまだって感じなのよね。もっともっと改造しないといけないな。うわー、せやー。よし、これで床の張り替えも完了。うわ、最高じゃない。どんどん温かみのある空間になっていってるわね。最高なんですね。これに本棚も置いたら最高の図書館になるんだから、ちょっと試しに置いてみようかな。とりあえずこの壁際にできるだけ本棚を並べて、なるべく本棚がいっぱいの図書館にしたいのよね。いいじゃない。でもガラスをいっぱいにしてるから、本棚の配置とか結構気を使うわね。そうなんですよね。よし、とりあえずこんな感じでどう？いいですね。やっぱり実際に本棚を置くと雰囲気が出ますね。すごくワクワクしてきました。完成が楽しみです。よし、外側の壁もできたから、もうちょっと本棚を増やしてみようっと。どこに置こうかな。やっぱりガラスを塞ぐのは違う気がするんだよな。この柱部分と同じ列に並べる感じにしようかな。あ、いいかもね。壁の本棚と2マス間が空くし、そこまで圧迫感はないんじゃないかしら。こんな感じでどう？そこの間が1マスなのが気になるな。やっぱり通路は広めの方がいい気がするんだぜ。難しいな。まあ本棚の配置は後で調整するとして、置いた本棚の上にもう一つフロアを作ろうっと。本棚の上は多くの木材にして、それ以外のところはガラスを敷けば圧迫感もなくなるでしょ。1階の天井兼2階の床をガラスにするのはいいアイデアですね。シオンちゃんが言ったように開放感もありますし、斬新ですごくいいと思います。なんか楽しくなってきた。やっぱりここは広めに取ろうっと。3マス通路になっちゃうけど1マスよりはいいわよね。いいんじゃないか。広すぎるのが気になるなら何か雑貨的なものを置いてもいいしな。やって上がろうかな。大きな階段を作るスペースがないから、エンド要塞みたいならせん階段を作ろうとしたんだけど、なんかちょっと違うんだよな。シオンちゃん、思い切ってはしごで登るようにしてみたら、村でも普通にはしごで登るところとかあるわよね。このテクスチャのはしごもすごく可愛かったし、いい雰囲気になるんじゃない？それだ、ゆう子、それは明暗すぎる。よし、それじゃあはしごを本棚の横につける感じにしようっと。ここから上に上がっていけばいいわよね。とりあえず横全部につけてみようかな。さすがに多すぎました。これじゃあ穴だらけで危ないわね。上がってくる場所はいくつかに絞った方がいいかもね。そうします。よし、内装もだいぶ形になってきたから、今度は外側ももうちょっと改造していこうっと。やっぱりこの真っ黒の天井と壁がかなり重たいもんな。そうなのよね。全部奥にするとさすがにぼやっとしすぎるから、このブラックストーンの黒は残しながら、なるべく開放的な外側を目指すわ。天井もガラスにしちゃって大丈夫でしょ。こっちの壁は裏側に全部本棚があるから、開放的にするのは難しいんだけど、こうやって穴を掘ってアクセントをつけていこうかな。互い違いに穴を開けて、その中にガラスを埋めていこうっと。結構いいわね。でもやっぱり本棚で塞がれてるからちょっと暗いわね。どうしようかな。あ、そうだ、あのガラスのところだけ一部こっちの本棚を壊して、そこにランタンを置いたら綺麗なんじゃない？どう？全部はさすがにやりすぎかと思って3箇所だけにしたけど、少しは明るくなったかな。いいじゃない、中から見ても明るくなるし、やっぱりランタン最強すぎるわね。この辺の壁もちょっとのったりしてるな。もうちょっと手を加えたいわね。正面もちょっと寂しいもんね。ブラックストーンの塀を使ってちょっと凹凸を出しながら、デザインもおしゃれにできないかな。いいんじゃない、塀はこの間のポータルハウスでもいっぱい使って、かなりいい感じだったわよね。後ろのブロックも完全に隠れないのがいいんですよね。そう思えばシオンちゃんの建築レベルもかなり上がってきたわね。ここをこうやってつなげて、こうしたらランタンだってぶら下げられるわよね。この真ん中にランタンを吊るして、ほらいい感じ。これは楽し
くなってきた。多いじゃないか。でもしおんちゃんやりすぎ注意だぞ。調子に乗ってやりすぎるとくどくなっちゃうからな。やりすぎました。あら、でもそこまで悪くないんじゃない？私はいいと思うけど。あ、ほんと？それじゃあもっと改造するぞ。もうその辺にしておいた方が。裏側はちょっと土台とかもしっかりさせて、下にもランタンを置きたいけどどうしようかな。あ、そうだ、柱の下に穴を掘って2マス下にランタンを置いて、その上にガラスを置いたらさりげない間接照明になるんじゃない？あら、そんな感じ。あら、かわいい。ほんとさりげないけど、それが逆に可愛くて私は好きよ。いろんな工夫が楽しすぎるんですね。この辺も繋げちゃおうと。そしてここに神様、仏様、ランタン様。ランタンが神様と同列になりました。やっぱり緑も欲しいわよね。定番のコンポスターに葉っぱのコンボ、一気に高級感が増すんですね。これはすごい。やりすぎかと思いましたが、かなり良くなってるじゃないですか。よし、あとはエンチャント施設を作るだけね。2階のちょうどど真ん中、ここにエンチャントテーブルを置きます。周りはぐるっと本棚を配置っと。前と後ろは通れるようにしておいた方がいいから、こんな感じで配置してみようかな。全部2段にすると圧迫感がすごいから、バランスを見ながら数を調整しようと。こんな感じでどうかな。多いじゃないか。なんか配置もかっこよくなったな。でしょでしょ。空いたところにはランタン、そして壁には2トイシとラピスラズリの入ったチェストを置いて、至れり尽くせりな完璧なエンチャント部屋の完成なんですね。なんて素敵なエンチャント部屋なの。最後に1階に読書スペースも作ってと。よし、これでいいわね。なんという落ち着ける空間。入り口に図書館だとわかるように額縁をつけて、シオン作遠藤王国国立図書館、完成だー。お、ついに完成したな。やったじゃないか、シオンちゃん。めちゃくちゃ力作の図書館の完成なんだぜ。最高なんですね。シオンの作った図書館の感想、よかったらコメントで聞かせてね。水族館を作るぞー。え、水族館、それは素敵じゃない。でしょでしょ。前回の図書館が好評で嬉しくて、今回はこれも要望の多かった水族館を作ることに決めたのよね。シオンちゃん、最高。最高なんですね。ちょっと大規模な水族館を作ろうと企んでるから、多分今回だけで完成しないとは思うんだけど、一生懸命作るから応援してくれると嬉しいな。やっぱりみんな水族館大好きよね。シオンちゃんがどんな水族館を作るのか本当に楽しみだわ。私と一緒で楽しみだっていう人は高評価よろしくね。一緒です一緒です。ゆゆこ様と一緒です。そうだな、エースマン。よし、最高の水族館作るぞ。行くぞー。楽しみだな。どんな水族館を作ろうかな。お、いきなりエンチャントしてるじゃないか。何を狙ってエンチャントしてるんだ。え、これこれはね、まあ一緒。なんでそこもったいぶるんだよ。ふふふふふ、シオンが何を狙ってエンチャントしてるかわかるかな。何言ってるのよ。水中呼吸でしょ。なんでわかっ。だって水族館を作ると高らかに宣言したんだから、海底神殿に水イメージのブロックを取りに行くのは容易に想像できるでしょ。視聴者さんだってわかったわよね。視聴者さんも。そんなバカな。わからなかった。ありさ、察し悪すぎでしょ。でも別にエルダーガーディアンを倒すとかでなければ水中呼吸必要ない気もしますけどね。うわ、マジやん。そう考えると確かに水中呼吸必要ないわね。でしょ。まあせっかくなので一つ作っておいてもいいと思いますけどね。そうします。お、出た出た、やっと水中呼吸が出たわ。レベルは1だけど、まな板で増やして合成すればレベル上げられるし、いいわよね。よし、レベル上げるぞ。水中呼吸って最大レベルいくつだったっけ。知りません。確か3だった気がするけどな。まあできなくなるまで合成したらいいんじゃないかな。あ、これ以上上がらないわ。やっぱり水中呼吸の最大レベルは3みたいだな。そうみたいだな。でもこれで準備はできたじゃないか。あとは海底神殿がすんなり見つかってくれたらいいんだけどな。大丈夫大丈夫、エリトラもロケット花火もあるんだから。現世に戻ってちょちょいのちょいで見つけてみせるわ。あー、やっぱりエリトラで飛ぶの気持ちいいな。あら、いいわね。影モッドの入った世界は景色も綺麗だし楽しくなっちゃうわね。そうなんですね。これですぐに海底神殿が見つかってくれたら最高なんだけどな。シオンちゃん、エリトラの耐久値も気にしておかないとだぞ。飛んでる時に壊れたら最悪だぞ。大丈夫大丈夫、探すのは基本的に水の上だし、壊れても予備を用意してきてるからね。全然見つかりません。うん、海底神殿ってこんなに見つからなかったっけ。いや、多分これが普通だと思いますよ。影モッドの影響もあって水中が見えにくいですしね。しょぼーん。まあいいじゃない、私は景色を堪能してるけど。まあ確かに景色は綺麗なんだけど。お、あれシーランタンかな。そうみたいだな。だが残念だけど海底遺跡だったようだな。しょぼぼーん。でもいいじゃない、シーランタン結構明るいから、水の中の明かりを頼りに探していけばそのうち見つかりそうよね。あれ、シーランタンって壊してもそのままドロップしないんだっけ。どうやらそうみたいですね。まな板を使うとプリズマリンクリスタルが出ましたね。ツルハシにシルクタッチがついててよかったわ。壊したらシーランタンとして落ちるわよね。まあそうね。このテクスチャシーランタン結構おしゃれな感じじゃない。これは建築としてもバリバリ使えそうよね。最高なんですね。やっぱり取りに来て正解だったわ。よし、それじゃあこの勢いで海底神殿も見つけるぞ。海底神殿、海底神殿はどこだ。おっ、よし、やっと見つけたわ。
わ。うわうわ、何よこの紫の。このテクスチャのガーディアンの攻撃なんだろうな。やめてあっち行って、シオンはプリズマリン取りに来ただけなんだから。というか水中呼吸ってレベル3でも無限に水中で行動できるわけじゃないのね。微妙に酸素減ってるじゃない。ほんとだ、それじゃあやっぱりプリズマリンだけ回収して王国に戻ろうっと。この辺にあるのは全部プリズマリンかな？プリズマリンとプリズマリンレンガですね。ダークプリズマリンがまだ見つかってない気がしますね。ダークプリズマリン、ダークプリズマリン、どこだどこだ？どこにあるのかな？確か金ブロックが隠れてるとことかちょっと大事なところに使われてなかったっけ？あ、確かにそんな気がするな。迷うからあんまり奥深くに入りたくなかったんだけど、ちょっと奥まで行かないとダメかな？シオンちゃん酸素気をつけてよ。さすがに金リンゴでも窒息ダメージは防ぎきれないと思うわよ。そうだ、酸素も減ってるんだ。ドアとか木材を持ってきてないのか？最悪ドアを作ってしのげないか？木材全部置いてきちゃいました。というか今ふと思ったんだけど、ダークプリズマリンって海底神殿の入り口の壁にちょっとだけ使われてなかったっけ？そうなの？それ全然知らなかったわ。まあ海底神殿を外からあんまりまじまじと見つめることってないからな。うわ、てか酸素やばい。ちょっと粘りすぎたかも。やばい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 。入り口すぐに見つかるかな？入り口の場所わかってないんですか？これちょっとまずくありません？まずすぎます。どこだ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 、入り口どこ？水中呼吸ついててこんなにピンチになるのかよ。あはー、やった、なんとか出口を発見できたわ。ただ海底神殿から出れただけなんだよな。痛い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 。こらやめなさい。シオンはあんたたちと戦うつもりなんてないんだから。ダークプリズマリンを回収したから帰るんだから。わかった？多分そのすぐ左の壁だと思うんだけどね。あ、ほんとだ、一部模様が違う壁があるわ。これがダークプリズマリンでしょ。よし、取れたかな。あ、やっぱりダークプリズマリンだ。やったわねシオンちゃん。これで目的達成。拠点に戻って水族館作りましょ。任せなさい。よし、エンドに帰ってきたわよ。無事帰ってこれましたね。ではこれから水族館作りですね。ねえねえ、衝撃のカミングアウトしてもいい？衝撃のカミングアウト？なんなんだ？実は先に倉庫作りたい。いつも通りアイテムぐっちゃぐちゃだもんな。実は先に倉庫を作りたいって思ってたんだけどね、今回の水族館のプランを思いついたから中断したの。水族館のプラン？今回作る水族館の影響で倉庫が作れなくなるってこと？そういうこと。実は倉庫はこのエンドラの島の地下に作って、どの区画からでも行きやすいようにしたいと思ってたんだけど、水族館も地下に作ったらいい水族館ができると思いついて、それで倉庫が作れなくなっちゃったの。あ、なるほどね。シオンちゃんは水族館を地下に作るつもりなんだ。そういうこと。地下の決めた範囲の行動を端から端までくり抜いて、丸ごと水族館にしちゃおうかなって思って。それはかなり大きな水族館になりそうですね。シオンちゃん今回本気でこの王国をすごい王国にするつもりなんですね。そうなの。せっかくまな板を使って作る王国なんだから、一切妥協せずに最高の王国にしてみせるわ。すごいじゃない。シオンちゃん頑張ってね。私たちも応援するわ。よし、それじゃあこっちのスペースに水族館の入り口を作っていくわよ。前回作った図書館の裏に作るんだな。この区画残りのスペースが微妙に小さいから、大した建築は作れないと思ってたぜ。そうでしょ？シオンもそう思ってたんだけど、水族館を地下に作るというプランのおかげでこのスペースを有効活用できるのよ。それでもやっぱり中途半端な形と大きさの場所だから、作る建築もちょっと工夫しないといけないと思うけどね。いやー楽しみだわ。このスペースでシオンちゃんがどんな水族館の入り口を作るのかしら。あ、ここシーランタン入れてみたらどうかな？シーランタン、シーランタン。あったあった。どうどう？結構いい感じなんじゃない？いいですね。ランタンも綺麗ですけど、地面に埋め込まれた照明の明かりも素敵ですよね。でしょでしょ？このメインの道路も等間隔にシーランタンを埋めていけば、もっと綺麗な道になるんじゃないかな。正直個人的にはランタンの数が多すぎる気がしてるから、もっと王国が発展したら色々バランスとかを調整してもいいかもね。このエンドラ島が建物で埋まる時のことを想像すると楽しみすぎます。よし、これでとりあえず道一本だけ埋め終わったわよ。こうやって端から見るとさらにいい感じだな。シオンが想像していた以上にいい感じだわ。これはシーランタンもかなり使うことになるな。これを見ちゃうとグローストーンやシュルームライトも試してみたくなるわね。あ、確かに。また余裕がある時に素材集めに行こうかな。さてここからが問題の建築だな。どうしようかな。まだ完全にノープランなのよね。図書館と同じ感じで行くのか、ちょっと使うブロックを変えるかでかなり雰囲気が変わりそうですよね。そうなのよね。王国だから統一感を持たせてもいいかなとは思うんだけど、せっかくだからそれぞれが個性的な王国にしたいのよね。いいと思うわ。やっぱり個性って大事だもんね。見てくれてる視聴者さんも毎回似た建築だと飽きちゃうもの。せっかく海底神殿に行ってきたんだし、水族館は海底神殿の素材もたくさん使いたいわよね。あとは色と模様のバランスだな。何と何が合うかな。まあシーランタンはグレーに白い光を放つので、ほとんどどのブロックにも合うでしょうね。プリズマリン系がどれも結構似た見た目をしてるので、どのブロックを選択するかですね。さっきブロック選びの時に気づいたんだけど、ラピスラズリブロックも結構いい味出してるのよ。確かにダークプリズマリンと似たようなデザインだったよな。ちょっとラピスブロックを置いてみようかな。ほらこれどんな感じ？あ、結構いいかもね。紫だし黒ともエンドストーンの色とも割と相性がいいわね。でもこれがメインなのはちょっと違う。やっぱり白か黒かは入れた方がいいかな。確かにそんな気もするわよね。今までは圧倒的に黒が多かったから、ここら辺で白メインの建築をするのも面白いかもね。と思ってクォーツブロッ
ックを置いてみました。結構いい感じの模様が入ってて、このテクスチャだったら滑らかなクォーツブロックよりも好きかも。入り口のところはダークプリズマリンにしてみようと。どんな感じになるかな。うん、なんか色使いすぎじゃねえか。色を足せば足すほど悪くなっているような気がするんだが。確かにな、このテクスチャダークプリズマリンがそこまで高級感を出してないのよね。普通のプリズマリンもなんか微妙なテクスチャ、これはなかなか使いづらいかもしれませんね。うん、なんとかしてプリズマリン使いたいな。なんだこりゃ、なんとも言えない入り口ができたんですけど。これはダメね、下手に色が入ってるブロックを適当に使うとめちゃくちゃダサくなるというお手本のような入り口だわ。そうそう、それがわかるようにわざとダサく作ったんだ。何がオッケーよ。いやでもマジでどうしよう、やっぱり白と黒で作った方が無難なのかな。それは楽で無難でしょうけど、やっぱり何かしらの色は入れたいわよね。でも白か黒どっちか一色は入れた方がいい気がしますね。悩みすぎます。お、木材、これはまたガラッと路線を変えてきたな。そうなの、図書館が黒と奥の木をメインに作った建築でしょ。だったら隣のこの水族館は奥の木は揃えてあげて、それと図書館で使った黒のマラクの色、白をベースにちょっと考えてみようかなって思ってね。いいんじゃない、多くの木で統一感は出しつつマラクの色にすることでそれぞれの建築も引き立たせる。うまくいけば結構いい感じになるんじゃないかしら。うまくいかせるのが難しい気がするんだけどね。うわー、どうかな。白の壁を立ててみたけど、奥の床とあんまり合わない。うん、合わないっていうことはないと思うけど、これだけじゃやっぱりぼやっとしてしまいそうね。完全な2色だけで作るのはちょっと難しいかも。何か差し色を入れてあげると引き締まる気もしますけどね。激ムズ。さっきの壁と反対側にこんな壁を作ってみました。あら、ピンク、シオンちゃんナイスチョイス。うん、でもこれだとなんかちょっとな、色を入れるのはいいとは思うんだが、問題は入れ方かな。むここを1列削って 3×3 にして、上に屋根をつけてみようかな。なんか普通に屋根をつけるだけだと面白くないから、上はあえてへこませておいて、ここに水を溜めたらどうかな。あ、結構いいかもね。水族館の入り口の天井だし、影モッドの綺麗な水を使うのはいい感じになるかも。ちょっとこれだけじゃ暗いから、いくつかシーランタンと入れ替えてみようかな。よし、ここもシーランタンにして、どうどう、結構明るくなったし、いい感じじゃない。おお、思ったよりも良さげだな。ここに水を流し込むんだもんな。下から見ても照明みたいになってておしゃれですね。これはいい感じになったかも。ダークブロック散乱しすぎだろ。水がなかったから国に来ました。そういえば遠藤王国にはまだ水がなかったのね。真ん中のポータル部分を噴水にしてくださいという意見もいただいてたし、もう少し水を増やしていってもいいかもしれないわね。確かにな、もっと緑とか自然の素材も増やした方が綺麗かも。いろいろ考えることが山積みですね。シオンちゃん、最高の王国を作るために頑張ってくださいね。オッケー、任せといて。さっきも言ったけど妥協はしないんだから、ここの真ん中はシーランタンにしてみようかな。お、いいじゃない。やっぱりこのシーランタン最高ね。いろんな使い方ができるんじゃない。これは楽しくなってきたかも。反対側も同じ感じに揃えてみました。うんうん、いい感じ。なんかリゾート地っぽい雰囲気が出てきたんじゃない。リゾート地いいかもしれない。屋根の上の水もこれでよしっと。いいわね、いいわね。上から見た時にいい感じに見えるかもね。あら、でも下から水がポタポタ落ちてきちゃうな。水の下が1段ずつしかブロックがないですからね。水の下を分厚くするか諦めるかですね。うん、どうしようかな。でも高さのバランスはこれぐらいがいいと思うんだよな。このままでもいいんじゃないか。水族館なんだし、あえて水が滴ってる感じでもいい気がするんだぜ。この辺は設定で見えないようにできたような気もするしね。最後に判断する感じでいいんじゃない。そうするか。そろそろ本格的に機械の入り口を作っていかないとな。この辺にラピスラズリの柱でも立ててみようかしら。おっと、これは思い切った差し色を入れてきたな。さすがにオークと白だけじゃ寂しいからね。もう少し鮮やかで楽しくなる見た目にしたいのよね。この辺はラピスラズリにするかダークプリズマリンにするか迷いどころ。とりあえずこれでいって、後でまた調整するわ。うわー、それじゃあ機械の階段を作っていくわよ。ここでようやくダークプリズマリンの登場です。白いクォーツブロックとダークプリズマリンを交互に置いていって、白のぼやっとした感じから一気に引き締まった感じにしていきます。ふむふむ、なるほどな。階段をハーフブロックにして一段ずつ交互に色を変えるのは結構いいんじゃないか。そうでしょ、ここは白色にしてっと。ほらほら、白と緑相性いい感じ。これはいいわ。このまま何段か階段を伸ばしてみようっと。これで結構階段を伸ばせたわね。どうかな、伸ばしても変な感じになってない。うんうん、大丈夫。私は結構いいと思うけどな。よし、それじゃあこのまま壁とかも張り替えちゃおうっと。あ、そうだ、このハーフブロックの上半分が見えるところ、ここにシーランタンを仕込めばいいんじゃない。あ、これはいいです。さりげない光源ブロックがいい働きをしますね。想像の何倍もいい感じでした。これだと松明やランタンみたいに出っ張って邪魔にならないし、十分な明かりも確保できるし、いいことしかないんですけど。水族館だからな、ただ明るければいいというわけでもないから、こういう間接照明的な使い方ができるのはいいんじゃないか。水族館作り楽しすぎる。とりあえず地上に見える部分いっぱいまで階段を伸ばしてみたんだけど、どうかな、いい感じになってるかな。うんうん、いいと思うわ。シオンちゃん、最終的な調整は必要かもしれないけど、おしゃれで楽しい水族館の入り口っていう雰囲気ができてると思う。それは嬉しすぎる。あー、早く地下の水槽部分作りたいんですけど、その前に急いで地上部分を完成させないと。頑張ってシ
オンちゃん、今回は地上部分まで完成させちゃいましょ。天井部分もクォーツ音とダークプリズマリンを交互にして、内側には階段を逆さまに置いて、下から見たらこんな感じ。あ、いいですね。いい感じにへこんでデザイン性もアップです。うん、この上も水を流したくて小尺なことをしてみたけど、これはなんだかイメージと違うぞ。なんか上が想像以上にとんがっちまったな。これはダメだ、水は諦めました。シーランタンだけ仕込んで照明にしておこうっと。ということで今回は水族館の入り口を作りました。どうかな、基本的には割といい感じにできたと思うんだけど、最後はもうちょっと手を加えた方がいいとは思うけど、開放的でいい感じじゃない。葉っぱとかを増やしてリゾート感を増やすともっと良くなるかも。次は水族館の地下を作っていくわ。よかったらみんなの意見も聞かせてね。それじゃあまたね、バイバイ。どんな水族館にしようかな。あー、楽しみ。考えただけでワクワクしちゃうわ。お、そうか。今回は水族館の地下を作っていくんだったよな。そうなの。塩のお魚さん大好きだから、水族館はしっかり作りたいのよね。わかるわ。私もお魚さん大好き。焼き魚もいいし、お魚も美味しいのよね。塩は見るのが好きなんです。ゆゆこはすぐに食べる方に行っちゃうんだから、全然話が噛み合わないわ。え、じゃあ塩ちゃんお刺身嫌いなの？好き。ほらやっぱり。やっぱり私たち気が合うわよね。おいオウムが嫉妬してるぞ。もう二人して何をゆるい会話してるのよ。シオンちゃんも水族館作るんでしょ。早くしないと遠藤王国がいつまで経っても完成しないわよ。あ、そうだった。よし、それじゃあ作るぞ。水族館楽しみっていう人は高評価していってね。どんな掴みしようかな。あ、そうだ。とりあえず前回作ったところを確認しておこうっと。確か上に水を流したんだったわよね。シオンちゃん、そのはしごはつけたまんまにしておくんですか。最終的には外すかな。今はまだ上に登ることもあるかもしれないから残してるだけよ。やっぱりシーランタンが綺麗なのよね。私この世界のシーランタン大好き。白い光が綺麗なのよね。あ、そうか、階段までしか作ってなかったんだった。今回はあの階段の先をさらに掘っていく感じか。まあそうかな。いい感じの深さを確保できたら横に掘っていこうかな。あら、シオンちゃん、現世に戻ってどうするの？ちょっとネザーに行こうかと思ってね。ということでネザーにやってきました。ネザーに来て何をするんですか？なんか探し物ですか？そうなの。シーランタンの明かりも綺麗なんだけど、他の明かりもちょっと試してみようかなって思ってね。あ、なるほど、そういうことか。シュルームライトとグローストーンを取りに来たのね。そういうこと。まああの水族館の雰囲気に合うかはわからないけどね。ちょっと気になったから試してみたいのよね。前にネザーに来た時に集めてなかったっけ？覚えてません。どうだったかな。もしかしたらチェストに入ってたかもしれないわね。まあいいや、エリトラもあるしすぐに手に入るでしょ。ほらもうシュルームライト見つかっちゃった。シーランタンみたいに白い光も綺麗なんだけど、シュルームライトの温かい光もたまらないのよね。でしょでしょ。水族館には合わなくてもどこかで使い道あると思うんだけどな。確かにそうですね。水族館は白メインなので合わないような気がしますが、この前作った黒メインの図書館とはすごく相性が良さそうですね。黒の他に多くの木材も使ってたもんな。木材との相性も結構良さそうなんだぜ。明かりの選択肢が増えるのは確かにいいわね。よし、それじゃあこれでシュルームライトゲット。あとはグローストーンだけだな。グローストーンは、あったどうやって取りに行こうかな。地面と近いところにないかな。全部結構高い位置にありますね。もういいや、直接飛んでいっちゃおうっと。よし、いい感じに着地できたんですね。それじゃあまな板で増やしてっと。あら、そうだった。パウダーとしてドロップしちゃうのね。4つでグローストーンになったっけ。無事グローストーンになってくれたわね。よし、これで2つの光源ブロックゲット。もうネザーに用はないわ。王国に戻って水族館作りを再開しようっと。前回この辺まで地上の壁を作ったんだけど、このままだと天井が低くなっちゃいそうだから、もうちょっとこの壁を伸ばしたいな。この壁を伸ばすともうちょっと深くまで掘っていけるもんね。そういうこと。柱の手前までこの壁を伸ばしてから掘っていこうかな。伸ばした分の天井もしっかりと作り直してっと。よし、こんな感じでいいかな。特に違和感はないわね。これでもうちょっと深くまで掘っていけるようになったわね。よし、それじゃあバリバリ掘っていくわよ。ここをいい感じの深さまで掘って、その後端っこまでまっすぐ掘っていこうっと。そういえば地下を丸々くり抜きたいと言ってましたがどうするんですか。エンドラ島の端から端までくり抜きます。うん、最初はそう思ってたんだけど、冷静になって考えたら端から端までぶち抜くのは無理かなって。まあエンドラ島小さそうに見えて結構広いからな。普通に地上を整地しただけでもとんでもない時間がかかったもんな。だからとりあえずまっすぐ一本道を掘ってみて、そこに水槽を作っていく感じにしようかな。見てる人もずっと水族館作りを見てても楽しくないもんね。早く次の建物の建築にも移りたいわね。そういうことなんですね。ここで伸ばしたところを過ぎちゃったな。天井に穴が開いちゃったわね。ここからは天井も下げていかないといけないみたい。ということはこの辺を水槽フロアの高さにしちゃおうかな。どういう感じの天井にするんだ。うん、どうしようかな。ノープラン。こんな感じでどうかな。ふむふむ、床と同じイメージだがちょっと変化を加えた感じか。いいんじゃないか。下手に色を増やすよりも統一感があった方がいい気がするよな。でしょでしょ。この感じで繋げていってみようかなと思ったけど、せっかく取ってきたシュルームライトを試してみます。両端をシュルームライトにして、間はダークプリズマリンに見た目が似てるラピスラズリブロック。どうかな。結構綺麗だと思うんだけど。うん、綺麗は綺麗なんだけど、やっぱり色が違うから違和感があるわね。シーランタンは白い光なのに対してシュルームライトは暖かい黄色い光ですからね。ちょっと
とイメージが変わっちゃいますかね。うん、そうか。グローストーンも色的には一緒だもんな。あ、でもここを水槽フロアの入り口の門みたいにしたらどう？天井だと思うから変かもしれないけど、ここが入り口でーすって感じにすると色が違うのが逆に特別感が出ていいんじゃない？それいいじゃない。確かにここから水槽が出てくるんだっていう感じがしてワクワクするわよね。なかなかインパクトある見た目になってきてるな。確かにそういうコンセプトならいい気がするんだぜ。よし、それじゃあ水槽フロアの入り口ができたから、このまま端っこまでぶち抜いていくわよ。この入り口がエンドラ島の外を向いてるから、そんなに距離はないかもしれないけど、それでもこの範囲を端まで掘っていくのは相当大変でしょうね。最高のネザライトのツルハシがあってよかったですよね。壁掘るのも飽きてきました。うわー、うわ、なんかこの辺めちゃくちゃエンダーマンの声がするんですけど。ほんとね、地上は湧き潰ししたけど端っこの崖の部分までは湧き潰しできてないもんね。ということはエンドラ島の端が近いということでしょうか。お、なんか外が見えたんですけど、エンダーマンさんこんにちは。やっぱりこの辺の光が届かないところに湧いてるみたいだな。この辺も最終的には綺麗に湧き潰ししないとね。え、なになになに、ものすごい数湧いてるんですけど。うわ、これは怖い。地上に湧けなくなった分それ以外のところに集中して湧いてしまっているんですね。ここの位置をそれなりに湧き潰ししておかないとな。エンダーマンさんたちが登ってきたいみたいです。絶対ダメよ、入ってこられたらめんどくさいんだから。エンダーマンの背が高くてよかったわね。でももっと天井も高くしないといけないし、このまま掘り進めていったらそのうち上がってきそうね。めんどくさすぎる。まあいいや、もう気にしないことにするわ。とりあえず黙々と壁を掘り進めていくんですね。問題が発生しました。うお、エンドラ島の地面をぶち抜いてしまってるじゃねえか。うん、深さが足りなかったか。エンドラ島は外に向かうにつれて低くなっていきますからね。中心部の地面を基準に掘ったら高さが足りませんでしたか。どうしようかな、もうちょっと深い場所に水槽を作る。うん、でも黒曜石の柱の位置の問題もあるし、地上の建物を伸ばすのは大変よね。後で考えたらいいんじゃない。後でエンドストーンで埋めてもいいし、地上に何か別のものを作ってもいいかもしれないし。そうだな、とりあえずこのまま掘れるだけ掘ってみようかな。やっとだ、やっと完璧に島の端っこまで掘れました。お疲れ様シオンちゃん。やっぱりかなり大変な作業量だったわね。通路部分だけでこれだもんね。水槽部分は水槽部分でまた掘らないといけないし、やっぱりエンドラ島全域を掘っていくのは現実的じゃないわね。しんどすぎました。でもこうやって見ると思ったより長いですね。この通路の両サイドを水槽にするだけでもかなりの規模の水族館になりそうですね。というかこの通路の両側を水槽にすんのか、相当な作業量じゃないか。シオン過労死しちゃいます。その前に一の根を止めに来てるぞ。やめてください。見て見て、でもかなりいい感じじゃない。特徴的に下門を抜けたらまっすぐの通路。いいわね、エンドストーンのいい感じの色合いと温かみもあって、これだけでもかなり雰囲気が出てるわ。最高なんですね。シオンエンド王国の地下トンネルの完成だ。待て、何を終わらせようとしてるんだ。シオンちゃんが作ろうとしてるのは地下トンネルじゃないだろ。水族館の地下水槽なんだから。だってもう掘るの疲れちゃったんだもん。今日始まってからずっと掘り、このままじゃシオンモグラになっちゃうんだから。と言いつつしっかりと手を動かしてるシオンちゃん、さすがだわ。えへへ、それほどでもあるかな。あるんかい。とりあえずこの入ってすぐのところの両サイドに水槽を作ってみようと。ちょっと黒曜石の柱が混ざってるのが大変ですね。さすがにそのツルハシでもこれをきれいに壊すのは時間がかかりそうです。おい、せっかくやる気になったのに何心折ってんだ。とりあえず適当にガラス置いてみようと。うん、ガラスとガラスの間に繋ぎ目が見えちゃうからな。それがちょっと残念ポイントではあるわね。そうなんだよな、これが繋がってるように綺麗に見えてくれたら最高の水槽になったんだけど。シオンちゃん、そういえばガラス板だとどうなるの？繋ぎ目消えたりしない？そう思うでしょ。図書館作るときにガラス板も試してみたんだけど、もっと繋ぎ目が多くなります。それは辛い。どうかな、水槽の部分はダークプリズマリンじゃなくてラピスラズリブロックをメインの色テーマブロックにしようと思うんだけど。いいんじゃないか。ダークプリズマリンの緑もいい感じだったが、水槽エリアは水イメージの青にしてみてもいいかもな。よしよし、それじゃあこのまま作っていってみようかな。うん、でもやっぱりシュルームライトは違うかな。明かりはシーランタンにしようと。シーランタンが最強すぎるのよね。見た目のテクスチャと白い光、この世界ではシュルームライトが最強かもしれない。階段を使ってちょっとした段差を作って一応ところどころに配置するシーランタンの光で湧き潰しはできるとは思うけど、念のため通路エリアは下付きのハーフブロックにしておこうと。いいですね、水槽の縁に使ったラピスラズリブロックもいい感じに見えておしゃれなんじゃないですか。だんだんといい感じになってきたんですね。ここにもさりげなくシーランタンを入れて、暗い水族館もいいけど今回は割と明るい水族館にしようかな。まあその辺は水槽をちゃんと作ってから調整だな。通路が明るすぎたら見にくくなるかもしれないしな。よし、それじゃあ頑張って水槽掘っていくぞ。また掘るのかよ。だからしっかり作業しなさい。とりあえず通路もちょっと伸ばしてみたわ。どれくらいの大きさの水槽にしようかな。この通路の端っこまで水槽で埋めようとするとかなり長いから、
一つ一つの水槽は大きめでもいいかもね。そうよね、魚の種類もそんなにないもんね。あ、そっか、同じお魚さんが入ってる水槽が何個もあってもしょうがないもんね。それじゃあちょっと大きめに作ってみようかな。それだと奥行きはそこまで深く作らなくてもいいかもな。圧迫感のない程度に掘ったらいいんじゃないか。オッケー、わかったわ。地温の心が折れない程度の深さにしておくわね。掘る基準が心ってどういうことなんだよ。とりあえずこんな感じにしてみたけどどう？通路と同じテイストにしたんですね。いいんじゃないですか。水を入れれば雰囲気も変わるかもしれませんし、最終的に水槽の中もデコレーションすればもっといい感じになるかもしれませんね。よし、それじゃあこの調子で進めていこうかな。どんな感じになっちゃうんだろ。楽しみすぎる。でも青と白だけじゃちょっと寂しいな。この辺にちょっと黒を入れてみようかな。正直なんとも言えないな。白と青だから相性は悪くはないはずなんだが、これがバッチリ合ってるかって言われるとなんか違う気もするんだぜ。確かにな。でもさすがに色と青2色だけだと寂しい気がするんだよな。とりあえずこのまま進めてみるわ。水槽の中が明るくなるようにシーランタンも配置してっと。よし、これで一つ目の水槽の完成。壁がまだでした。でもあとちょっとじゃない。シオンちゃん頑張って。頑張ります。よし、できた。いいじゃない、結構広くて明るくて、ここに水を入れてウーパールーパーを泳がせてる状態にしたら完了かな。でもやっぱり水槽を一つ作るだけでもかなり時間がかかっちゃうわね。本気で想像以上に大変すぎました。でもこの水槽はあとちょっとなんですね。よし、それじゃあ水を入れていくぞ。水を入れるの結構大変そうです。これは予想外でしたね。これも並べて水を流すと無限水源になるのかと思いましたが、こういう水の入れ方をすると無限にはならないみたいです。間を取っちゃうとそこの水がなくなっちゃうんだよな。下なら無限にできるんだけどね。下に作った無限水源をすくって流していくしかないわね。水槽の中に水を入れるいい方法を知っている人はコメントで教えてくれると嬉しいです。お願いします。まあ今回は頑張って入れていくしかないな。シオンちゃんあと少し気合い入れて頑張るんだぜ。気合だ気合だ気合だ。ふう、これでやっと入れ終わるわ。とりあえず一番上から水を流したら下まで水でいい感じに満たされるのかな。あ、ここ水なくなってる。これでよしっと。あれ、ここも変な感じだな。あ、こっち側に水がないのか。一番下がハーフブロックだからそこには水が届いてないみたいだな。ハーフブロックの部分は手動で水を入れていくしかないんだぜ。これは大変だ。あ、でもさすがに一番下は無限水源化しますね。ほんとだ、これならまだ楽な方かな。お、しかも周りにぐるっと水を流せば真ん中も入ってくれたんですね。やったわね、シオンちゃん。これでこの水槽は全部水で満たせたじゃない。それじゃあついに、ウーパールーパーちゃんの出番なんですね。さあ、ウーパールーパーちゃんたち待たせたわね。あなたたちのお家ができたわよ。元気いっぱい泳いでちょうだい。あ、でももしかして、まな板で増やしたウーパールーパーちゃんたちなので、みんな同じ色になっちゃいますかね。うわ、マジだ。これはちょっと寂しいな。今後この子たちにも繁殖してもらって、違う色の子たちも生み出したいわよね。ということで、水槽の完成だー。まだ一つだけだけど、水槽ももうちょっとデコレーションしたいわよね。次で本格的に水族館の完成を目指しましょう。この水族館、それにエンド王国の完成が見たい人は高評価で応援してね。最後まで頑張っちゃうわよ。それじゃあまたね、バイバイ。水族館やるぞー。お、シオンちゃんやる気満々じゃねえか。当たり前なんだよな。水族館を作り始めて今回で3回目なんだから、さすがにもうそろそろ完成させないとまずいのよ。そうなのよ、今回でパート7でしょ。まだエンドラ島4分の1も完成してないんだから。マジでやばい。ということで今回は作りかけの水槽を完成まで持っていくわ。ダラダラやってたらいつまで経っても終わらないから、ズバッと豪快に建築してやるんだから、シオンが作る水族館が楽しみな人は高評価よろしくね。よし、やるぞ。気合い入れて水族館を作っていくわよ。とその前に、増やしすぎたウーパールーパーちゃんがインベントリを圧迫してるから、この子たちを収納するチェストを作らないと。さすがに捨てたり消したりするのはかわいそうすぎるもんね。新しい水槽にも入れてあげたらいいし、大事に保管して残しておきましょう。とりあえずラージチェストでも作って水族館のどこかに設置しておくわ。それじゃあ素材集めだ。あれ、シオンちゃん、現世に戻って何を探してるんですか。前回作った水槽綺麗だったんだけど、やっぱり水槽としては物足りなかったのよね。まあ確かにね、お魚さんたちが生活する水槽なんだから、もうちょっといろいろ設置してあげたいわよね。そういうこと。サンゴとかを入れたらどうですかっていうコメントをたくさんもらったから、ちょっと暖かい海を探してサンゴを集めようかと思ってね。あら、いいじゃない、サンゴの入った水槽なんて素敵よね。きっと今からもう楽しみすぎるんだけど。問題は暖かい海がすぐに見つかるかだよな。シオンちゃん、この世界で暖かい海の場所とか把握してるのか。全然してません。マジかよ。これは地味に時間がかかりそうですね。大丈夫大丈夫、多分砂漠とかメサとかの近くにあるでしょ。暖かそうなバイオームを探してたらそのうち見つかるんじゃない。そんなに簡単に見つかるもんじゃないと思うけどね。シオンちゃんの心の方が先に折れないことを祈っておくわ。いいわねいいわね、見て見て、この辺結構広い砂漠があるんですけど。あ、いいですね、これなら近くに暖かい海を期待できるかもしれませんね。早く見つからないかな。カラフルなサンゴを集めて水槽を賑やかにしたいんですけど。お、何かこの辺海がちょっと明るいな。ほんとね、これは期待できちゃうかしら。ちょっと上に上がって高い位置から見てみようっと。さあ、みんな見て見て、サンゴ礁だー。突撃ー。やっ
ったじゃないしおんちゃん、最高のサンゴ礁を見つけたわね。最高なんですねー。なんなのこれ、めちゃくちゃ綺麗。あれ？ん？どうしたんだしおんちゃん。なんかサンゴ普通にまな板で増やせないんですけど。ほんとですね、なんか灰色のサンゴばっかり出てきますね。これってあれじゃない？あ、やっぱり死んだミレポラサンゴブロックって書いてあるわね。まな板で増やすと綺麗なサンゴは生まれないみたい。そんなバカなー。まあいや、多分採取してまな板ブロックでなら増やせるでしょ。普段サンゴなんか採取したことがないから、普通にツルハシで手に入るのかは知らないけど、どっちにしろシルクタッチのツルハシだから採取できるでしょ。いいじゃない、普通に採取できてるみたいね。ほんとサンゴってなんて綺麗なのかしら。これを水槽に入れて飾ると思うと楽しみですよね。楽しみすぎるんだけど。ブロック上のサンゴは赤と青と黄色が手に入ったな。あ、ここに紫もあるわ。奥にピンクもあるよな。この5色で全部なんじゃないか。とりあえずブロック全色と、それ以外の草っぽいサンゴもできるだけいろんな種類持って帰ろうと。そのためにちゃんとアイテム整理もしてきたんだからね。いやそれにしてもこのテクスチャと影モッドのおかげで、サンゴの海本当に綺麗よね。これは綺麗すぎます。よし、だいたいいい感じでサンゴが集まったかな。あとはこの辺の底に生えてる草とかも集めていこうかな。ん？今なんかフグの音が聞こえたような。確かに聞こえたよな。シオンちゃん刺されそうになったんじゃないか。どこどこ？フグどこにいるの？せっかくだしフグの水槽とかも作ってみたいんですけど。あ、いたいた。よし、格好。シオンを刺そうとするいけない子なんですね。でも許してあげるわ。シオンのエンド水族館に協力してよね。あら、シルクタッチを使っても海底の草は採取できないな。これってどうやって採取するのかな？どうなんだろ。今まで考えたこともなかったわね。採取できないのかな。まあいいや、サンゴがいっぱい集まったから十分よね。そうですね。それよりもこの辺だったら熱帯魚もいるんじゃないですか。できたら熱帯魚も捕まえておきたいですよね。それもそうだな。熱帯魚も探してみようかな。シーククルスも手に入ったみたいだが、このサンゴ礁が明るいのはシーククルスのおかげみたいだな。なんか海の中のろうそくって感じよね。もしかしたらこれを水槽の中に入れたら綺麗なんじゃない？水槽が賑やかになりそうです。楽しみすぎる。ユミコさっきから楽しみしか言ってないぞ。うわあら綺麗、やっぱりサンゴブロックもまな板ブロックでなら問題なく増やせそうね。お、熱帯魚を発見したわよ。よしおとなしくしててよね。うわうわ動かないで。やべえバケツに水入ってなかった。とらー、よし捕まえたわよ。やりましたねしおんちゃん。でも熱帯魚って本当にたくさんの種類がいるみたいなので、もうちょっといろいろ探してから帰りましょう。それもそうね、いっぱい捕まえて帰っちゃおうと。よしそれじゃあ水槽を改造していくわよ。これは楽しみだな。サンゴを適当に置いていく感じなのか。まあそれはそうなんだけど、コメントで水槽の地面を砂にしてみてもいいんじゃないかっていう意見を結構もらったから、それを試してみようかなって思ってね。でもそういえばこの地面ハーフブロックなんだったわ。砂が変なところに置かれちゃったわね。確かシャベルここにしまってたはずなんだよな。あったあった。ちょっとしばらくこれを持っていた方が良さそうかな。砂はハーフブロックにできないから、ちょっと床の高さが上がっちゃうな。なるほど、そうなっちまうのか。下のラピスラズリが隠れちまったな。どんな感じに見えるかな。ちょっと外から確認してみようと。なんかちょっと圧迫感が増したような。そうですね、隠れたラピスラズリは一段上げると見えるようにはなりますが、天井も上付きハーフブロックなので、バランスを考えると下もやっぱりハーフブロックの方がいいかもしれませんね。コメントくれた人には申し訳ないけど、ここは元に戻そうかな。それじゃあサンゴを置いていこうかな。置くところは下のハーフブロックを壊してっと、そこにサンゴブロックを設置していきます。3段ぐらい積んで、一番上だけちょろっと横に伸ばしておこうかな。いいじゃない、こういうのは不規則な方がそれらしく見えるもんね。でしょでしょ。それでこのサンゴブロックをデコレーションしていっちゃおうと。とりあえず色が違うのをいろいろとつけてみるわ。まずは青いやつ、それから黄色いやつ、この辺でいいかな。よしよしいい感じ。あとは紫もつけてっと。とりあえずこの赤サンゴはこんな感じでいいかな。いいじゃない、すごく鮮やかで水槽の中も楽しくなっちゃうわね。よし他のサンゴもバリバリ設置するぞ。あれ、シーククルス置いたら水がなくなっちゃう。それに全然光ってませんね。これはどういうことなんでしょう。これはまずいな。こんなはずじゃなかったんですけど、もうこれ以上置けないし、なんか期待外れ。とりあえず水だけでも補充しておこうかな。へえ、うわ水入れたらめちゃくちゃ綺麗に光ったんですけど。なんなのこれ、綺麗すぎる。水槽の中もなんとなく明るくなった気がするわね。これは水族館の救世主かもしれないわよ。シーククルス最高です。よし最後に紫のサンゴを設置して、その上にシーククルスも置いてっと。これで全部の色のサンゴブロックを設置できたわね。シーククルスもよし。どうかな、結構いい感じにできたとは思うんだけど。ちょっと水槽の外から見てみましょう。中からだと判断しにくいわ。オッケー、ちょっと待ってね、すぐに出て確認してみるから。これはめちゃくちゃいい感じじゃない。これは最高の水槽だわ。へへん、そうでしょ。水族館のクオリティ爆上がり中なんですね。もっとごちゃごちゃするかとも思いましたが、全くそんな感じはしませんしね。でしょでしょ。シオンの配置のセンスが光ってるんだよな。よし、それじゃあ熱帯魚も捕まえてきたし、ウーパールーパーちゃんも繁殖させようと。はい、ウーパールーパーちゃん大好物の熱帯魚よ。おい、シオンちゃん一匹脱走してるぞ。あ、ほんとだ。シオンが入るときに熱帯魚に釣られて出ちゃったのね。
すぐに水の中に戻してあげるからね。はい、これでオッケー。あら、子供生まれたけどやっぱり同じ色だな。コメントでもいただいてましたよね。ウーパールーパーは親のどちらかと同じ色になるようなので、両方とも同じ色だと同じ色しか生まれませんね。低確率で青色が生まれる可能性はあるんだけどね。カラフルにしようとすると他の色の子も捕まえてこないとダメか。まあそういうことだよな。よし、とりあえずウーパールーパーちゃんの水槽はこの辺にして、残りのエンドストーンも一気に掘っていっちゃうわよ。水槽部分も掘ろうと思ったらかなり大変よね。シオンちゃん頑張ってね。任せといて、ここから掘り掘りマシンシオンになってやるんだから。うわー、よし、これで最後の一個っと。見て見て、全部掘り終わったぞー。しんどすぎました。お疲れ様シオンちゃん、かなり時間かかったわね。動画だと一瞬だったけど。辛すぎー。でもこれでさらに水族館を拡張できるんですね。よし、それじゃあ秘密兵器を取りに行くわよ。秘密兵器？何を取りに行くんだ？ないしょ。あ、でも掘っただけじゃまだ意味なかったわ。先に床とか柱とかを作らなくちゃ。シオンちゃん大丈夫ですか？長時間掘った後なのに疲れてません？めちゃくちゃ疲れてます。だけどそんなこと言ってる暇はないのよ。バリバリ作業して早く王国を完成させなくっちゃ。シオンちゃん、なんてけなげなの。頑張ってね、応援してるから。なんか食べてるよね。うわー、うわー、すげえじゃねえか。水槽の壁部分を一気に作っちまったんだな。めちゃくちゃ大変すぎました。でも一つずつ作ってたらもっと大変だったわよきっと。これで一気に水槽にできちゃうんですね。よし、それじゃあ秘密兵器を取りに行くわよ。実は秘密兵器のある場所はなんとなくわかってるのよ。これを使うつもりじゃなかったから気にしてなかったけど、確かこっちにあるはずなのよね。シオンちゃんが使う秘密兵器、何なんでしょう。気になりますね。まあ見てて。確か結構村から近かったはずだからすぐに到着すると思うんだけどな。あったあった、やっぱりシオンの記憶は確かだったわ。あ、もしかして氷？ピンポンピンポン、大正解。シオンが探してたのは氷でした。なるほど、シオンちゃんこれで水槽の水を張るつもりなのね。そうなんですね。前回水の入れ方を教えていって視聴者さんにお願いしたら、めちゃくちゃたくさん氷がいいよって教えてもらったのよ。だからまな板でたくさん氷を持って帰るんだ。あら、取れないんですけど。うわ、なんだこの現象。まな板を使うと水になっちまうじゃねえか。なるほど、まな板は壊した後のアイテムがドロップするから、壊したら水になる氷は水ができちゃうんだ。これは予想外でした。まあでも大丈夫大丈夫、シオンにはシルクタッチのツルハシがあるんだから、これぐらいのイレギュラーはなんてことないのよ。うわー、あー、はっはっはっは、これで水槽も完璧なんですね。よし、エンドに戻って水を入れるぞ。それじゃあどんどん氷を並べていくんですね。コメントでは交互にって言ってくれてる人がいたり、いろんなやり方を言ってくれてたみたいなんだけど、初めてだしちゃんと理解できてなくて失敗したら嫌だから、今回はとりあえずキチキチに敷き詰めていくわ。置いたそばから溶けちゃうのもあって結構やりにくそうね。平気平気、これぐらいどうってことないんだから、どん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 並べていくわよ。よし、並べ終わったから今度は壊していくんですね。素手で壊していくんだな。ツルハシ使った方がいいんじゃないのか。シオンが持ってるツルハシ全部シルクタッチだから、普通のツルハシを用意するのがめんどくさかったのよね。どれだけめんどくさがりなんだよ。見て見て、あっという間に全部水になっちゃったんですね。やっぱりみんなのコメントは最高だわ。うちは本当に皆さんのコメントに助けられてますからね。あら、でも一番下は水になってないな。ハーフブロックだからかな。下だけは別で水を入れないといけないわね。まあでも一番下は無限水源化してくれるから、バケツでちょちょいとやればすぐに終わるんですね。うわうわ、すごい。角を曲がったら一気に水が流れていったわ。あら、これは助かるわね。これでこっち側の水槽の水は大丈夫ね。よし、反対側もやっちゃうぞ。うわー、あれ、シオンちゃんどうしたの？経験値集め？うん、そうなの。やっぱり専用装備作っておこうかなって。水の中で何か張り替えたりすることも結構ありそうだから、水中採掘をつけたいなって思って。なるほど、大事ですね。これからまだまだ建築が続きますし、効率重視の装備を用意するのは大事かもしれません。でしょでしょ。とりあえず水中呼吸のヘルメットがあるから、それに水中採掘もつけれたら最高だな。ということでヘルメットでエンチャント厳選してます。やっぱりこの図書館のエンチャント部屋最高だわ。この温かい雰囲気が落ち着くのよね。ここでなら普段よりエンチャントがつきそうだわ。あれはないだろ絶対に。お、来た来た、やっと水中採掘が出てくれたわ。よし、これでオッケーね。かなどこで水中呼吸のヘルメットと合成して水中特化のヘルメットにしちゃうんですね。おい、どうしたそれ。ツルハシまみれの地獄絵図になってるんだが。気にしない気にしない。いや、めちゃくちゃ気になるんだが。うわー、うわー、よし、やっと水まで入れ終わったわ。本当は完成させたかったんだけど、今回は作業時間がヤバすぎたからここまでかな。完成を楽しみにしてくれていた人はごめんなさい。この先は次回またじっくり時間をかけて作り込んでいくわ。水族館の完成を楽しみにしててね。バイバイ。絶対完成させます。あら、シオ
ンちゃんどうしたの？やけに気合入ってるじゃない。水族館がなかなか完成しなくてグムムムムってなってるのよね。早く違う建築したいんだけどな。だから今日は絶対に水族館を完成させるのよ。これは絶対なの。絶対なの。シオンちゃんめちゃくちゃ気合入ってるわね。なんかシオンちゃん絶対の悪魔に取り憑かれてませんか？ああ、かわいそうなシオンちゃん。シオンちゃんが無事水族館を完成させられるように、高評価で応援してあげてね。やったー！確か前回はサンゴを集めてきて水槽のクオリティアップ、それと他の水槽の形を作ったんだったわね。シオンちゃん今回はどうするんですか？同じ感じで残りの水槽を作って終わりですか？いろいろ考えてたんだけど、前回海藻が取れなくてなんでかなって言ってたら、視聴者さんがコメントでハサミで取れるって教えてくれたのよね。あ、なるほどな。海藻もハサミで採取できるんだな。ハサミってなんだかんだ結構有能なのよね。それじゃあ海藻を取りに行くの？そうしようかな。早く完成はさせたいけど、せっかくだったら水槽も妥協したくないもんね。ということでまた現世に戻って海藻集めてくるわ。よしよし、村のすぐ近くの海底にあるわね。これで海藻もゲットっと。あとはまな板で増やせるだろうから必死に集めなくてもいいわね。シオンちゃんせっかくだから昆布も集めて帰ったら、あれも植えて背を高くしたら結構いいアクセントになると思うんだけどな。あ、そうね。それじゃあ昆布も探しに行かないとな。そういえばお魚さんも熱帯魚とフグしか捕まえてないから、ここで鮭とタラも捕まえておきたいな。よし、これで鮭ゲット。あとは昆布とタラかな。この辺にタラもいてくれたらいいんだけどね。タラもなんだけど昆布がないな。昆布は海の底ですね。この辺は浅いので海判定ではないみたいです。もう少ししっかりとした海を探しましょう。ちょっと周り陸地ばっかりだな。エリトラで飛んで行った方がいいかな。確かこっちの方海になってた気がするんだけど。あったあった。ここなら昆布も生えてるでしょ。突っ込めー。あ、いいじゃない。昆布いっぱい生えてるわね。これで昆布もゲットっと。あとはタラだけだな。この辺を泳いでたりしないか？あ、いたいた。よかった。タラもすぐ近く泳いでたわ。お魚さんはこれでオッケーかな？それじゃあエンドに戻って水族館の続きを作ろうっと。あら？床も壊しちゃうの？下付きのハーフブロックだからね。これに直接は植えられないんじゃないかな。この間砂を試したらラピスブロックが隠れたからやめたけど、それならもういっそのことその下を砂にしちゃおうかなと思ってね。なるほど、そのレベルに砂を置いて、その上のハーフブロックはなくすということか。そういうこと。海藻とかで賑やかになるから気にならなくなると思うんだけどな。とりあえずこっち側の半面だけ張り替えてみてどうなるか確認してみるわ。どうどう？半分だけ砂にしてみたんだけど。あ、いいんじゃないですか？あんまり違和感は感じませんね。いいじゃない。それじゃあここに草系を植えていってみようかな。結構多めにランダムに植えていったらいいわよね。やっぱり海藻があると海感が増すわよね。いいんじゃない？私はかなりいいと思うんだけど。昆布も植えて、ちょっとだけ背の高いのも作っちゃおうかな。あら？うまく伸ばせない。今のはウーパールーパーちゃんの妨害にあったかな？あ、伸ばせた伸ばせた。天井がハーフブロックだからここまでしか伸ばせないわね。まあいいや、これでも結構いいアクセントになってるでしょ。ちょっと外から様子を見てみようっと。どうかな？いい感じになってるかな？おお、いいじゃねえか。サンゴだけの時よりもさらにごちゃごちゃした感じが水槽っぽいよな。これは集めてきて正解でした。採取方法を教えてもらえてほんと助かったわ。この黒いハーフブロックも別になくてもいいわね。これも壊して普通に海底みたいにしちゃおうっと。もう半分も張り替えてこのウーパールーパーちゃんの水槽が完成したわよ。すっごく良くなったじゃない。これは素敵だわ。ウーパールーパーちゃんたちもどことなく嬉しそうよね。最高の水槽ができました。よし、それじゃあ残りの水槽もしっかりと仕上げていくぞ。他の水槽もバッチリそこにハーフブロックを敷いちまってるから、張り替えるのがちょっと大変だな。前回のシオン何してくれてんだ。まあしょうがないわよ。建築なんて試行錯誤して良くなっていくんだから、失敗して当たり前なんじゃないかな。まあそうね、ちょっと今から無心で床を張り替えていくわ。うわーやっと張り替え作業が完了したわ。それじゃあまずは全部の水槽にサンゴを置いていこうかな。やっぱりこのカラフルなサンゴが最高よね。これのおかげで水槽のクオリティがぐっと上がっちゃうわね。サンゴ最高すぎます。もう海関係の建築をするのには手放せないかも。まあ今回はまな板企画だからいいが、普通の世界だと十分な数を集めるのは相当しんどそうだけどな。そうでした。むむむ、水中呼吸のレベル3がついてるのに苦しくなっちゃうんですけど。どうやらステータス効果の水中呼吸は酸素ゲージが減らなくなりますが、エンチャントの水中呼吸は完全に減らなくはできないみたいですね。そういうことなのかよ。最高レベルだからもうこれだけで大丈夫だと思ってたわ。まあいいじゃないか。それでもかなり水中に入れる時間が長くなってるんだし。まあそうなんだけど、水中呼吸のポーション作ったらフグも捕まえてるし素材はあるわよね。めんどくさいです。さっき黄色いサンゴと間違えて置いちゃったんだけど、グローストーンって明るい黄色サンゴみたいな見た目してるのよね。ほんとですね。水槽の中にもシーランタンを入れてますが、グローストーンの方が馴染むかもしれませんね。あ、やっぱりそう思う？壁に埋め込んでるのはもうこのままでいいけど、水の中の明かりはグローストーンに変えようかな。私もその方がいい気がするな。暖かい色の光も素敵なのよね。いろいろ考えるのが楽しくなってきた。あ、やっぱりシーピクルスも綺麗だな。グロ
ローストーンとシーランタンとシークルスで照らされた水槽の中、めちゃくちゃ綺麗じゃない。ちょっと水槽の外に出ると暗くなっちゃうのが残念だけど。そうなのよね、外からもこれぐらい明るく見えたら最高だったんだけどな。まあしょうがないか、とにかく水槽全部仕上げちゃおうと。今ウーパールーパーちゃんたちの水槽の反対側を作ってるんだけど、こっち側は全部つながった大きな水槽にしようかな。お、いいじゃないか。大きな水槽の方が泳いでる魚たちも気持ちいいだろうしな。でしょでしょ、いろんなお魚さんが一緒に泳いでる姿もいいと思うんだよな。もう片方はきっちりと分ける感じで、よし最後に3号適当に置いてカラフルにしていくわよ。あー素敵、なんて華やかな水槽なの。私も泳ぎたい。結構魚さん食べちゃうからダメです。そんな、見て見て、こっち側の水槽が完成したんですけど。うお、こうやって見るとすごい迫力だな。いいじゃねえか、これはかなりいい水槽ができたな。でしょでしょ、水槽作り楽しすぎるんですね。今までの建築で一番楽しかったかも。視聴者さんも大きな水槽作ったことないよっていう人は作ってみて、めちゃくちゃ楽しいんだから。クリエイティブモードで水槽作るのとかも楽しそうですよね。いろんなところにこだわれそうだもんね。よし、それじゃあお魚さんたちを入れていこうかな。ウーパールーパーちゃんはお魚さんを襲っちゃうから、鮭とタラと熱帯魚を適当に入れちゃおうっと。はいはい、綺麗な水槽で嬉しいでしょ。元気よく泳いでね。お魚さんも充実して、これでこっち側の水槽は完成ね。ほんといい水槽ができたじゃない。これは自画自賛してもいいよね。よし、同じように反対側の水槽も作って、これでこの通路の両サイドの水槽が完成したんですね。シオンちゃんお疲れ様です。最高の水族館の完成までもう少しですね。楽しみすぎるんですね。よし、仕上げ作業も頑張るぞ。問題はこっち側なんだよな。通路の奥だよな。ここはどうするんだ。壁にして終わりかと思ってたんだが。うん、壁にして普通の行き止まりにしてもいいんだけど、それだとちょっと味気ない気がするのよね。ということで通路の奥も水槽にしちゃいます。この辺のはみ出てる邪魔なエンドストーンを全部壊して、綺麗な地形にしようかな。足場が足りないところはエンドストーンを土台にして、その上に砂を置いていかないとな。砂は下にブロックがないと落ちちゃうもんな。ちょっと面倒だが仕方ないよな。これで奥の水槽の土台も完成。結構広い水槽にしたのね。そうなの、通路から見える範囲は狭いけど、通路の幅にしちゃうと小さくなりすぎちゃうからね。あら、水槽の奥もガラスにするの。ふっふっふっ、いいところに気がついたわね。そうなのよ、エンドの外側からでも水槽が見えるようにしたいのよね。いい感じになる予定なんだけど。出来上がってからのお楽しみということですね。そういうことなんですね。通路側の水槽を作った時、天井をつけたら水源が壊れちゃったから、一応氷を2段にして敷き詰めていこうかな。相変わらず勝手に溶けちゃうのが結構めんどくさそうね。めんどくさすぎます。パリン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 、これを全部壊したらいい感じで水で満たされてくれると思うんだけどな。そんなことありませんでした。うん、水槽に水を入れるの難しいな。天井がハーフブロックなのが結構厄介っぽかったですね。しょぼーん。よし、でもこの水槽もやっと完成に近づいたわ。あー、やっぱり綺麗。この世界の水槽最高すぎる。ずっと見てられるわ。この水槽も普通に熱帯魚とか泳がせるのか。ふふふ、実はここには別のお魚さんを入れるつもりなのよ。最初に捕まえたけど、まだ出してない子たちがいるでしょ。あ、そうか、フグ。そういえばフグをまだ入れてなかったわね。ピンポンピンポン、大正解。最後のこの水槽はフグ水槽にしようと思ってるのよ。フグは危険すぎるから、上から落とし込む感じで入れていってます。さすがにフグが泳いでる水槽の中には入れないわよね。さっきからシオンを刺そうとする音が聞こえまくって震えてます。もうこれぐらい入れたら大丈夫かな。ちょっと横から覗いてみようっと。あら、案外見えないな。フグって結構小さいですからね。膨らんだら大きくなりますが。うん、それならもうちょっと多めに入れておこうかな。よし、もうこれぐらいで大丈夫でしょ。それじゃあ上を塞いでっと。痛い、刺されちゃいました。うん、刺されたくなくて上から入れてたのにな。よし、でも塞げたわ。おめでとうシオンちゃん、これで水槽部分は全部完成したわね。じゃあ、フグが脱走してる。あ、違う、フグが脱走してる。別に脱走でいいだろ。なんだよ脱衛って。いや、泳いで脱走するから脱衛かなって。あぶねー、ふう、びっくりした。横のガラス壊してたのぽっくり忘れてたわ。シオンちゃん、それを言うならすっかりですよ。結構逃げてたけど途中で戻ってくれたから、水槽の中のフグの数は十分そうよね。ふう、よかった。これで最後の仕上げに移れるわ。あとはこの通路に天井をつけて、その上のむき出しになってる部分を隠したら終わりね。上に登ってから置いていった方が楽そうだ。あー、着地失敗しました。何やってんだ。だって近距離移動するの難しいんだな。ダメだこりゃ。うわうわ、よし、天井の上も埋め終わったわ。これで外から見てもここに水族館があるとはわからないわね。エンダーマンが湧いちゃってるから、しっかりと湧き潰しもしてっと。あとは水族館の入り口部分もちょっと緑を追加しておこうかな。大事よね、やっぱり緑があると優しい雰囲気になるもんね。ちょっと多すぎない程度に周りにも配置しようっと。通路にも置いてみようかな。4マスしか幅のない通路だから、コンポスター置いたら狭い感じになっちゃうかな。どうかしらね、見栄えは良くなるだろうけど、確かにちょっと狭いかも。うん、ちょっと微妙かな。あ、でもこの感じなら別に大丈夫じゃない。よし、これで行こう。何もないよりも雰囲気が出る気がするわ。ということで、エンド王国水族館完成だー。
やったわね、しおんちゃん。かなり時間がかかったけど、いい水族館ができたじゃない。でしょでしょ。外観はちょっと控えめだけど、まあこれはこれでいいわよね。なんか秘密の入り口感がありますもんね。大事なのは中なのよ。中はしおんの自慢の水槽になってるんだから。おい、チェスト置いたままだぞ。気にしない気にしない。見てよこの水槽、最高なんですね。最後にしおんのこだわりポイント、このフグの水槽を外から見ると。あ、これはいいじゃない。外からでもこの水槽を見れちゃうのね。本当はエンドラ島全体をこうしたかったんだけどね。さすがに作業量がとんでもないことになりすぎますね。シオンの水族館が気に入ってもらえたら高評価よろしくね。あれ、アオイ、こんなところにやってきてどうしたの？ふっふっふっふ、シオンが楽しそうな企画をやってるって聞いてな。手伝ってやりに来た。え、手伝いに？そんなこと頼んだ覚えないんですけど。強がるな強がるな。聞いたぞ。思うように王国作りがはかどってなくて苦労してるんだってな。な、なんでそのことを誰に聞いたの？ゆゆ、いやそれは言わない約束なんだぞ。絶対にゆゆ子じゃないの。まあ一人で作るより絶対に二人の方がいいだろ。僕が手伝ってやるんだぞ。ぐぬぬぬぬ、正直猫の手も借りたい。わかったわ。それじゃあ手伝ってもらおうかな。お任せとけなんだぞ。僕が参戦。下からにはバリバリ王国も発展していくに違いないんだぞ。僕の働きっぷりに期待してくれる人は絶対に高評価してくれなんだぞ。まあいいか、単純にできることが2倍になるもんね。よし、それじゃあ葵にはバリバリ働いてもらうんだから。やっぱりやめとこうかな。よし、それじゃあ葵に一通りこの王国の作ってきたものを説明したし、今回は何を作っていこうかな。前回コメントで作ってほしいものを募集したんだけど、結構いろいろ意見をいただいてたわよね。そうだよな、できればその中から選びたいよな。私的には温泉なんか気になったんですけどね。え、温泉？それめちゃくちゃいいじゃない。しおんちゃん温泉にしましょ。私は温泉に一票入れるわ。あ、確かに温泉めちゃくちゃいいわね。それじゃあ今回は温泉にしようかな。ダメなんだぞ、温泉なんか作ってる場合じゃないんだぞ。え、何がダメなのよ葵、何の文句があるっていうの？この王国をさっき一通り見させてもらったけど、なんなんだこのぐっちゃぐちゃなアイテムは。お前よくこんな状態で建築なんかしてたんだぞ。どう考えても倉庫を作るのが先だろ。アイテム管理を適当にしてるから建築が進まないんだぞ。く、葵に言わせておけば。的確すぎて言い返せない。やはははははは、そうだろそうだろ。シオン、お前は今回倉庫を作るんだぞ。温泉は僕に任せておけ。ニャン玉が飛び出るぐらい最高の温泉を作ってやるんだぞ。むむむむむ。まあ確かにそうよね。シオンちゃんだって倉庫は作りたいって言ってたし、アオイちゃんが手伝ってくれるんならここでアイテム整理はしておいた方がいいでしょ。わかりました。それじゃあ今回シオンは倉庫を作ることにするわ。でもただの倉庫を作るだけで面白くないから、温泉といい感じに合うおしゃれな倉庫を作ってやるんだから。お、それはいいんだぞ。それじゃあ僕もおしゃれな倉庫の前にあるいい雰囲気の温泉を作ってやるんだぞ。なんか倉庫と温泉が合う気がしないんだが。まあまあ、マリちゃんいいじゃない。この二人がどんな感じで作業するのか、今回はそれを見守りましょう。じゃあ頑張ってね、シオンちゃん、アオイちゃん、完成を楽しみにしてるからね。オッケー、任せといて。最高の倉庫を作ってみせるんだから、最高の温泉を作ってやるんだぞ。よし、それじゃあ作っていくわよ。温泉に合う倉庫か。やっぱり木のぬくもりの感じられる倉庫にしたいわよね。図書館は黒がメイン、水族館は白がメインだったから、今度は茶色っぽい感じの倉庫がいいかな。とりあえず多くの原木を置いてみようと。入り口の幅は他と同じ3マスで、こんな感じだとどう？あら、なかなかいいじゃない。私は多くの色好きだけどな。でも道が黒だからな。もうちょっと暗い色の木材の方が統一感が出るんじゃないか？それも一理あるな。どうしようかな。他の木材も試してみる？一応ダークオークと頭皮の原木は持ってきたけど。壁や柱をダークオークの暗い木材、床を白樺の明るい木材なんかにしてもいいかもしれませんね。あ、確かにそれいいかも。ちょっと白樺持ってないから取ってくるわ。どこだどこだどこだ？白樺どこ？うるさいんだぞ、シオン。こらやっぱりアイテム整理は大事なんだぞ。僕が倉庫作れって言わなかったら本気でこの王国完成しなかったんじゃないか？そんなこと、あるかも。求めちゃったんだぞ。やっと白樺が見つかりました。柱をダークオークに変えてみたんだけど、ここからの通路は白樺を置いてみようかな。ちょっとエンドストーンと色が近くてぼやけちゃってるけど、ダークオークとの相性は良さそうね。結構メリハリがあっていい感じなんじゃない？急な階段にするんじゃなくて、ハーフブロックでなだらかな入り口にしてみようかな。いいわねいいわね、そういう建築の工夫素敵だと思うわよ。えへへへ、そうでしょ。そういうこと言ってもやっぱりおしゃれな見た目にしたいもんね。ちょっと変わった感じの建物にできるように頑張っちゃおうかな。なかなかいい感じじゃない？やっぱりダークオークと白樺って合うわね。いい感じの色の差が生まれてるんじゃない？よし、それじゃあ使う木材はこの2種類でいこうかな。外側もちょっとおしゃれにしたいな。柵とかをつけたらいい感じにならないかな。いいんじゃない？トラップドアとかを使って凹凸を出すのも良さそうよね。いろいろ試してみます。なあなあシオン、温泉はどれくらいの大きさで作ればいいんだ？後ででかすぎるとか言われても困るんだぞ。あ、そっか。それじゃあ範囲を決めておこうかな。温泉と倉庫の境目に松明を並べておくわ。この松明の内側を使って作ってくれる？ぬ、こっち側結構狭くないか？まあ倉庫の範囲に比べたら狭いですが、横幅もありますし、作ったら案外十分すぎるぐらいかもしれませんよ。そうかな。まあいいんだぞ。僕は与えられた範囲で最高の温泉を作ってやるんだぞ。葵ちゃんも竹とかも植えていろいろ工夫してそうな感じよね。だろだろ。まあ温泉は僕に任せておけば問題ないんだぞ。よし、それじゃあこの範囲いっぱいに倉庫を
作るか。柵も置いてあったけど結構いい感じだったな。これは完成が楽しみなんだぜ。でしょでしょ、正直まだ完成形は見えてないんだけどね。ちょっとずつ手を加えながらイメージしていくわ。しおんちゃんって建築もいつも行き当たりばったりよね。いつものプランです。とりあえず大体の大きさを把握したいから敷地いっぱいに床を敷いていこうかな。かなり広い倉庫になりそうよね。いっぱい収納できていいじゃない。最高なんですね。うわわわわ、湧き潰しするの忘れてた。エンダーマンがいっぱい湧いちゃってるんですけど、剣も置いてきちゃってるな。これはめんどくさい。お、なんだなんだ、僕も協力してやるんだぞ。雑魚の処理は僕に任せるんだぞ。なんかこの隅っこ装飾したいな。やっぱり緑を加えるのが効果的かしら。やっぱり緑があると最高ですね。コンポスターの色合いもダークオークに近くていいんじゃないですか。コンポスターにトラップドアつけるといい感じになるらしいわよ。あ、確かにそれいいかも。ちょっとそういうことも考えて装飾してみようかな。なんかすごいことになりました。どん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 でっかくなっていったな。しおんちゃん一回装飾しだすと止まらなくなるタイプだろ。止まりません。まあいいや、これはこれでありでしょ。違う角もちょっと装飾してみるんですね。コンポスターにトラップドアをつけてっと。うん、まあいいんじゃない。最後に全体のバランスが良ければいいのよ。お、なんだこりゃ、すごいじゃない青い。なんかそれらしくなってきてるわね。ふふん、そうだろ。でも見るな見るな、完成してからのお楽しみなんだぞ。ちょいちょい見てたら完成した時の感動が薄れるんだぞ。まあそれもそうね。よし、青いも頑張ってるからしおんも頑張らないと。温泉側はあえて壁はつけずに柱と梁だけで開放的にして、簡単に出入りできるようにしようかな。あら、いいじゃない。気軽に温泉に入れるようになるのはいいわよね。完成が楽しみすぎる。チェストはどんな感じで置いていこうかな。やっぱりこうやって並べていくのがいいかな。竜宮詰めだったらごちゃごちゃしちゃうかな。こうやっていきます。飛ばしでラージチェストを置いて、その間に柱でも立てようかな。どうするのがいいんですかね。ちょっといろいろなパターンを試してみてもいいかもしれませんね。うん、ちょっと圧迫感があるかな。青いどう思う？なんかいい方法ないかな。まな板でいくらでも増やせるんだろ。いろんなアイテムを額縁に入れて飾っておけばいいんじゃないのか。欲しいアイテムは額縁の中のアイテムにまな板を使って増やせばいいじゃないか。いや、それができないことは確認してるのよ。額縁で飾ると毎回額縁から外して増やさないといけないの。うん、そうなのか。それならブロックを直接置いておけばいいんだぞ。こういうことよね。これで欲しいブロックを増やして持っていく。そうそう、そういうことなんだぞ。それだと設置できないアイテムは増やせないし、ブロックの数もすごい数になっちゃうわよね。そうなのよね。どうしよう、悩みすぎます。もうさっきみたいにチェストを並べて、チェストに額縁をつけて見やすくするのでいいんじゃないか。普通の管理方法になっちまうが、まあ見た目的にもその方が見やすいかもしれないわよね。うん、ラージチェストを横じゃなくて縦に設置して、こうやって横に額縁をつける方がすっきりはするんだけど、しおんこの形苦手なのよね。ちょっとチェストが開きにくくなりますからね。慣れたらそうでもないのかもしれませんが、もうごちゃごちゃ考えずに普通に設置したらいいんだぞ。慣れた形が一番なんだぞ。まあそうか、普通に設置しよう。ということで普通に設置してみました。いいじゃない、やっぱりこれが一番見やすい気がするわよね。これに決まりかな。それじゃあ倉庫の建築の続きをしようっと。結構大きな建物だから屋根が困っちゃうな。確かにね、バランスのいい屋根ができたらいいけど、サイズ合わせとかも結構大変そうよね。うん、どうしようかな。しおんもともと屋根作るの苦手なのよね。あ、そうだ、ちょっといいこと思いついちゃった。お、屋根の形が思い浮かんだのか。どんな形にするんだ。まあ見ててよ。こうやって白樺のハーフブロックを並べていくでしょ。次はダークオークのハーフブロックを隣で半分高く並べていきます。これを繰り返しちゃうんだよな。なるほどね。こうやって白樺とダークオークを交互に並べていくのね。端っこまでずっと高さを上げていくの。うん、そうするつもり。これでいい感じに見えてくれないかな。かなり特徴のある独特な屋根になりそうですよね。よし、端っこまで並べ終わったわよ。このままだと横がちょっと寂しくなっちゃいそうだから、横は一段下げて色お互い違いにしてみようかな。こんな感じで白樺の横にダークオーク、ダークオークの横に白樺。お、いいんじゃないか。形もちょっと丸く感じるだろうし、アクセントになっていいよな。ふふふ、そうでしょ。我ながら明暗すぎたんですね。うわ、横から見たらインパクトがすごい。うわ、ほんとね。しおんちゃん屋根を端まで階段状に伸ばしたのはいいけど、これ下の壁はどうするの。うん、どうしようかな。ノープラン。お、マジでノープランなのかよ。あ、でも思いついた。さっき屋根の端っこ半ブロック下げて互い違いに置いたでしょ。その下をその木のブロックで埋めていったらいいんじゃないかな。白樺の下は白樺の木材、ダークオークの下はダークオークの木材を積んでいくということですか。そうそう、そうしたら横の壁もいい感じにならないかな。こういう時は足場が大活躍なんですね。この部分だけ見てもなかなかいい感じに見えるわね。やっぱりこのテクスチャと影モッドのコンビが最強すぎるわね。本当に木材の温かみが増してるんですよね。最高なんですね。ほらほら見てみて、結構いい感じになってきてるんですけど。これは想像以上にいい感じね。入り口とか窓とかをうまく作れたらもっと素敵な倉庫になるんじゃない。よし、頑張るぞ。こうやって見ると原木がちょっと荒く見えてきたな。そうですね、加工した木材と比べるとどうしても荒く見えてしまいますね。もう柱も普通の木材でいいんじゃない。原木にこだわらなくてもいいんじゃないかな。確かにな。それじゃあ原木を全部張り替えるか。よしよし、入り口もこれでいいでしょ。ランタンをぶら下げて明るくなりましたっと。うん、でもこの微妙な幅の壁がなんとも言えないな。これどうしようかな。ダメだ、全然思いつかない。とりあえず今は保留しておこうっと。うわ、温泉だ。温泉が入ってる。生き返るわ。はい、まだ完成。
ないんだぞ。勝手に入るなよ。鳥居もできてるし、これはいい感じなんですね。温泉から見る倉庫もめちゃくちゃいい感じじゃない？温泉側を開放的にしたのと、斜めの屋根がいい雰囲気を出してるわね。でしょでしょ？思った以上にいい感じになったんですけど。ノープランだったんだろ？そうでした。反対側の壁も同じように互い違いに作りました。よし、エリトラで飛んでちょっと遠くから見てみようと。どんな感じで見えるかな？楽しみすぎる。うわ、見て見て、めちゃくちゃ綺麗なんですけど。うわ、いいわねこれ。最初はどうなるかと思ったけど、いい感じでまとまってきたじゃない。こっちの壁はどうしようかな。木材を互い違いにできないからシンプルになっちゃいそうだな。シオンちゃん、ガラスを敷き詰めてみたら？この世界のガラスってフレームが茶色いし結構合うんじゃない？それだ、ユリコ名案すぎるんですけど、ガラスだと開放的になるしめちゃくちゃいいじゃない。よし、それじゃあガラス敷き詰めるぞ。うわー、よし、これで全部ガラスで埋まったでしょ。うわ、なんだこりゃ、めちゃくちゃいい感じなんだぞ。黒曜石の柱をあえてくっつけてるのもありよりのありなんだぞ。ふふふ、そうでしょ。葵にもこの素晴らしさがわかるかね。わかるんだぞわかるんだぞ。まあ僕の温泉にはかなわないけどな。うん、でもちょっと中が暗いな。どうしようかな。このままじゃエンダーマン開いちゃうんですけど。あ、そうだ、この辺に針を作ってそこにランタンをぶら下げたらどうかな。これぐらいの高さなら移動の邪魔にもならないわよね。いいんじゃない？無駄に高い天井もいい感じで紛れるし、アクセントにもなりそうよね。一石三鳥ぐらいあるんですね。1,2,3,4,5,6,7,8。いい感じの感覚でランタンぶら下げないとね。よし、ここから2マス飛ばして吊るしていったら均等に吊るせそうだな。これでどう？うわ、すごい。いいじゃない、シオンちゃん。すごく明るくなったし、雰囲気も最高だわ。最高なんですね。うん、外から見てもやぼったくなってないわね。これなら床の松明を壊しても平気なんじゃないかな。明るいんだぞ、明るいんだぞ。どうしたんだ、シオン。めちゃくちゃいい感じじゃないか。これは予想外すぎたんだぞ。あんた素直に褒められないのかよ。よし、ある程度倉庫が形になったから、そろそろアイテム移動大作戦やっていくぞ。一番使えそうな木材関連はここにしようと。とりあえずわかりやすい白樺の木材を額縁にくっつけて、木材関連のアイテムは全部ここに突っ込みます。どれくらいグループ分けするかだよな。細かくしすぎても探すのが大変だし、ざっくりすぎてもチェストに入りきらなくなるし。まあ最悪上のスペースにチェスト追加できるけどね。使い勝手で言うと今置いてるぐらいのチェストに収納しきるのがちょうどいいでしょうね。そうなんだよな。チェスト増やしすぎたくないから頑張ってこれで整理してみようかな。うん、でも思ったんだけど、この屋根エンダーマン開いちゃうんじゃない？どうだったかな。この屋根全部ハーフブロックだったわよね。確か植え付きのハーフブロックには湧くはずよね。ちょっと屋根にも光源を入れたいな。よし、これでどう？シュルームライトの色合いがめちゃくちゃ合う気がするんだけど。いいじゃない。水族館ではシーランタンが最適解だったけど、この倉庫にはシュルームライトが最高に合う気がするわね。でしょでしょ？めちゃくちゃいい感じだと思うんだよな。やりすぎました。うん、さすがにこれは多すぎるよな。なんか目玉が多い虫の顔みたいになっちまったんだぜ。すぐに減らします。まあこんなもんかな。これでエンダーマンが湧いたらまた何か考えるわ。それにしても温泉の方もだいぶできてきて、かなりいい感じになってきましたね。もう完成間近なんだよな。ラストスパート頑張っちゃうんだから、こっち側にもランタンをぶら下げて、アイテムも頑張って整理しました。うお、すげえわかりやすくなったんだぞ。塩にあればできるじゃないか。これで欲しいアイテムがすぐに取り出せるんだぞ。ふふん、そうでしょ。やっぱり倉庫は必要だったんですね。よし、最後にこの倉庫に温泉管がないから、のれん的な旗をつけてそれらしい雰囲気を出したいな。旗折り切ってどうやって使うんだっけ？多分専用が必要なんじゃないか。何色ののれんにするつもりなんだ？緑色です。あら、緑色ですか？緑色の専用はサボテンを焼かないといけませんよね。シオンちゃん、このサバイバルまだ砂漠に入ってませんよね。むむむむむ、緑色の専用がないのか。あ、やっぱり専用があったら着色できるみたいね。砂漠探してきます。あったあった、やっと砂漠を見つけたわよ。結構時間かかっちゃったわね。でもここに来るまでに別の村とピリジャーの伝承基地を見つけて、いろんなアイテムを手に入れられたわね。よし、カボチャも手に入っちゃった。これでジャックオーランタンも作れちゃうわね。サボテンも無事ゲット。いろいろ収穫がありました。せっかくだからピラミッドとかも探してみようかな。無事ピラミッドも発見しました。さて、チェストの中にいいアイテム入ってないかな。お、 TNT なんかめちゃくちゃ見た目変わってるんですけど。あら、ほんとじゃない。黒と茶色のおしゃれな見た目になってるわね。あ、そうだ、この TNT で建築したらいい感じになるんじゃない？危険すぎるんだよな。もし建築途中で爆発しちゃったらシオン泣いちゃうんですけど。だからもう泣いてるんだよな。うん、このチェストは外れか。お願い、どれかに少しでもいいもの入ってて。何も入ってませんでした。うん、残念。ここでインチャントされた金のリンゴが手に入ったら嬉しかったんだけどな。まあいいや。お、なんか温泉にめちゃくちゃ綺麗な木ができてるんですけど。あら、すごい、これは綺麗すぎるじゃない。葵ちゃん、ナイスセンスだわ。はい、葵、頼まれてた俵を取ってきたわよ。ねえ葵ってば、俵持ってきたわよ。あ、シオンいたのか。サンキューなんだぞ。これでこの温泉も完成させられるんだぞ。そろそろお互い完成間近みたいですね。どんな感じになるのか楽しみすぎます。緑の専用も作れたから旗を染めていこうっと。とりあえずこれでやってみようかな。これを並べてみたらどうなるかな。よし、こんな感じかな。どうどう、温泉に合ういい感じになった？いや、正直言っていいか、めちゃくちゃ微妙なんだぞ。え、そんなはずは。近くから見すぎてるんじゃない？めちゃくちゃ微妙なんだぞ。大
ろ。なんかすげー浮いてるよな。この柱のところはいらないんじゃないか。柱？あ、そこのことか。確かに柱のところにつけてるのは不自然だったかも。これでどうだ？雰囲気変わったか？全然変わりません。うん、これじゃなかったか。せっかく苦労してサボテン探してきたんだけどな。付け方や模様をもうちょっと工夫してみたらどうなんだ？その柄と場所が悪いのかもしれないぞ。うん、確かにそうかも。ちょっといろいろ試してみようかな。あ、この柄どうかな？レンガっぽい柄なんだけど、緑のレンガ模様ってなんかおしゃれじゃない？あ、確かに綺麗かも。それちょっと取り付けて試してみましょ。さっきは外側につけてたんだけど、今度は倉庫の内側に取り付けてみることにするわ。これでちょっとでもいい雰囲気になってくれたらいいんだけど。お、今なかなかいい感じだったんじゃないですか？もうちょっと遠くから見てみましょう。あ、いいじゃない。私これめちゃくちゃいいと思うんだけど。やった、これなら大丈夫ね。いい感じのアクセントにもなったし、これでいっちゃおうかな。葵ちゃんの温泉も無事完成したみたいね。よし、それじゃあ今回の倉庫温泉建築、完成だー。葵の温泉もめちゃくちゃいい感じだな。葵ちゃんいいセンスしてるわね。鳥居とその下を通る石畳の通路、そしてガラスで表現した桜に俵の照明付きの壁、竹なんかかもいい感じですね。鳥居の中にエンドラの卵も仕込んでるのね。でもそれに負けず劣らず個性的なシオンちゃんの倉庫もいい感じだよな。最初は合うか心配だったが、お互いがいい感じでマッチしてるじゃないか。最高なんですね。シオンと葵の建築がいいと思ってもらえたら高評価お願いします。絶対にしてくれなんだぞ。よし、次は何を作っちゃおうかな。だんだん楽しくなってさあ、それじゃあまたね。バイバイ。あー、温泉は気持ちいいな。最高なんだぞ。本当に温泉作って大正解だったんですね。温泉を作ろうと言い出したのは誰なんだい？そう、僕なんだぞ。あんた倉庫作れ言ってたじゃない。あらあら、二人ともいいわね。私も入っちゃおうかしら。いいじゃないいいじゃない。みんなで待ったりするんですね。早く建築始めなさい。あ、そうだった。早く王国を完成させないといけないんだった。シオンちゃん、今回は何を作るの？コメントでもいろいろリクエストがありましたよね。そうなのよね。今回もコメントを参考にさせてもらって、割と要望の多かったレストランを作っていこうと思うわよ。え？レストラン？なんて最高なチョイスなの。シオンちゃん、ありがとう。別にゆゆ子のために作るんじゃないんだよな。そんな。ということで今回はレストランを作っていくわよ。シオンたちの作るレストランが楽しみだっていう人はチャンネル登録高評価よろしくね。いいじゃないか。よしやるんだぞ。最高のレストランを作ってやるんだろう。よし、それじゃあ早速作っていくわよ。どんな感じのレストランにしようかな。やっぱりまた今までとは違った雰囲気にしたいんだぞ。壁を作るいい感じのブロックないかな。そういえばこの世界まだレンガ使ってないわよね。レンガを使えば暖かい雰囲気のいいレストランが作れるんじゃない？それだ、霊夢。それ姉案じゃない。レンガめちゃくちゃ良さそうなんですね。ふふふ、そうでしょ。もっと褒めてくれていいのよ。なんだ霊夢って褒められたいやつなのか。でもレンガって粘土が必要なんだよな。チェストの中に粘土見当たらないんだぞ。あ、そういえば粘土手に入れてないかも。ちょっと現世に戻って粘土回収してくるわ。わかったんだぞ。僕も何か使えるブロックがないか調べておくんだぞ。現世にやってきたわよ。粘土ぐらいすぐ近くにあるわよね。でもテクスチャが変わってるのですぐに見つかりますかね。これが粘土だったりしないかな。無事でした。まだちゃんと意識して見てないもんな。見てないブロックは適当にまな板で増やしてみた方が良さそうだな。これだ、絶対にこれでしょ。無事でした。なんでさっき手に入れたのに間違うんだよ。お、何かブロック以外のアイテムが出たわよ。これが粘土だったみたいね。シオンちゃん良かったじゃない。早めに粘土手に入れちゃったわね。最高なんですね。でもこの粘土見てたらお腹空いてきちゃった。は？なんで粘土見てお腹空くのよ。だってこの粘土、じゃがいもみたいなんだもん。なんでも食べ物に見えるのかよ。まあいいわ、目的の粘土は手に入ったんだもん。粘土に戻ってブロックのレンガ作りをしちゃうんですね。よし、それじゃあレンガを作っちゃうわよ。レンガの見た目すごく気になるわね。いい感じの見た目だったらいいわね。レンガに合うブロックも選んでおきたいですよね。うん、何がいいかな。そういえば砂利と砂でコンクリートパウダーが作れるんだったわよね。そうだったわね。コンクリートならいろんな色も作れるし、いいのがあるかもしれないわね。そろそろレンガが焼けたかな。焼けてる焼けてる。それじゃあこれを増やしてレンガブロックを作ってみようかな。うわぁ、よし、レンガ増やしたからこれをクラフトしてっと。結構いい感じの見た目になってるんじゃない？うわ、見てよこれ。かわいい。いいじゃないこのレンガ。色も見た目も優しい感じでとっても素敵ね。これはレンガ使っちゃいます。いいんだぞいいんだぞ。これでレストランの主力になるブロックが決まったんだぞ。それじゃあ他のブロックとの相性を見ていくんだぞ。木材とかもいいんじゃないか？いろんな種類の木材があるから調整しやすいよな。うん、同系色のアカシアだとやっぱりぼやっとしちゃうな。そうですね。ある程度色の違いがはっきりしたブロックの方が良さそうですよね。他の木材も試してみるか。うん、陶器のブロックも違うな。暗いブロックよりも明るいブロックの方がいいんじゃないか。木材の中では白樺とかの方がいい感じになる気がするな。白樺試してみるか。はい、白樺だとこんな感じ。うん、やっぱりこれでもぼやっとしてしまうんだ
ぞ。やっぱり木材はやめた方がいいんじゃないか。白とかの方がいい気がするんだぞ。確かにな。それじゃあクォーツブロックで試してみる。白は相性良さそうだけど、クォーツブロックのこの模様がちょっとやぼったいな。悪くはないんだけどな。これなら真っ白の方がいいかもしれないな。やっぱりコンクリートじゃない？素材はあるんだから作ってみたらいいじゃない。そうします。白のコンクリートパウダーを作りました。これを置いたらどうなっちゃうかな。いいじゃないですか。真っ白じゃない白、結構レンガとの相性もいい気がします。うん、でもパウダーだからな、いろいろと面倒だから固めておきたいのよね。お、もっと白くなったんだぞ。クォーツブロックに近くなったが、クォーツブロックほど模様の主張がないな。いいんだぞいいんだぞ、僕これ気に入ったんだぞ。シオンレンガと白のコンクリートでレストラン作るんだぞ。置いてあるダークオークの木材もいい感じですね。この組み合わせいいんじゃないでしょうか。よし決まったわね。それじゃあこの辺のブロックを使ってレストラン作っちゃうぞ。作るのはこの辺でいいわよね。図書館の前なんだぞ。図書館で借りた本をレストランで読むイメージなんだぞ。どんなレストランにしようかな。レストランと一言で言ってもいろんなタイプのレストランがあるわよね。どうせならこの4分の1の敷地を使ってでっかいレストランを作るんだぞ。外でも食事することができる開放感のあるレストランがいいんだぞ。開放感か、確かにいいかもしれないわね。シオンお前は建物を作れ、外は僕に任せておくんだぞ。役割分担するのね。葵ちゃんが作った温泉も素敵だったし、いいんじゃないかな。わかったわ。それじゃあシオンは建物メインで作っていくわね。任せたんだぞ。僕も張り切って作っちゃうんだぞ。それじゃあざっくりと建物の大きさに柱を立てて、先に床部分だけ作っちゃおうかな。シオンちゃん、床は何にするんですか？レンガか白のコンクリートにするんですか？うん、ちょっと迷ってるんだけど、やっぱり床は木材でいいかな。試しに白樺の木材で作ってみようかなって思ってるのよね。いいんじゃない？さっき選んだブロックたちとも相性は悪くなさそうよね。まあいろいろ試してみたらいいよな。合わなかったら張り替えたらいいわけだしな。そういうこと。失敗を恐れちゃ建築はできないんですね。シオンちゃん、本当に建築に前向きになったわよね。前みたいに苦手意識はもうないみたいね。実はまだ苦手意識あります。うわー、よし、結構床を敷けたわよ。まだ柱のダークオークと床の白樺しか作ってないから、さすがに相性とかはわからないかな。ダークオークと白樺の木材が合わないわけありませんからね。ここから他の材料が混ざってきてどうなるかですね。これどんな感じになるかな。お、結構いい感じ。ダークオークのフェンスか、結構いい感じの色合いしてるじゃないか。でしょでしょ。でもこれ普通のフェンスじゃないのよ。ちょっとレストランのクオリティも上げたいと思って、今回は特別なモッドを導入してもらったのよね。いろいろ試して一番良さそうなのを設置してみるわ。いいじゃない、そういうこだわり素敵だと思うわよ。うん、でも見た目は結構好きなんだけど、ちょっとフェンスに隙間がなくて閉鎖的に見えちゃうかな。もうちょっと隙間が空いてるフェンスの方がいいな。割といいんじゃないか。僕は結構いいと思うんだぞ。まあ他にもいろんなフェンスが追加されてるから、何種類か試してから決めることにするわ。うわ、このフェンスめちゃくちゃ硬いんですけど。ほんとだ、効率強化のついてるネザライトの斧でもすぐには壊せないのね。適正ツールが違うんじゃないか。木材ベースだから斧に見せかけて実はツルハシとか。なんか適正ツールがないみたいなのよね。モッドのフェンスだからそういうところ設定してないのかな。これは大変ですね。これというフェンスが決まるまでは大量設置はやめておいた方がいいかもしれません。めちゃくちゃ後悔してます。いろいろフェンスを試してみるわ。まずは普通のダークオークのフェンス、これも割とシンプルでいいかも。次に普通の白樺のフェンス、これは隙間がなさすぎるな。これ奥ならダークオークの方がいいな。うん、奥のフェンスは逆に隙間が大きすぎるな。色もダークオークと白樺の間ぐらいでどっちつかずになっちゃうわね。木材の種類は増やしすぎない方がいいかも。難しすぎます。結局最初に置いたモッドのダークオークフェンスにすることにしました。あれ、今回はやけに真ん中の通路から近づけて作るんですね。ふふ、ここはテラス席なのよ。お店の中でも食べれるようにするけど、今回は外でも食べれる開放的なお店がテーマだから、外にも席をたくさん用意したいと思ってるのよね。いいじゃない、開放的でおしゃれなレストランでのテラス席での食事、想像しただけでも美味しい。想像だけで満腹になったらいいのにな。お腹空きました。葵ちゃんが作ってるお店の外側も可愛くなってるわね。お、霊夢いいところに目をつけたんだぞ。いいだろいいだろ、外側も絶対におしゃれにしてやるんだからな。頑張ってね葵ちゃん、期待してるわ。任せてほしいんだぞ。建物の骨組みができたから床を作っていこうかな。建物の中の床は市松模様にしてみようかな。オークと白樺の市松模様にするんだな。建物の中はガチャガチャするだろうからいいんじゃないか。シオン市松模様好きなのよね。床もできたから壁を作っていくわよ。とりあえず白のコンクリートで作ってみようかな。やっぱり白のコンクリートいいわね。この感じなら綺麗でおしゃれな色合いになりそうじゃない。やっぱりこの控えめな模様が好きなのよね。水族館の外観もクォーツブロックじゃなくてこっちにすればよかったかな。まあいいんじゃない、水族館は多少の派手さがあってもいいもんね。まあ確かにそうか。とりあえず今はレストランの建築に集中しようっと。開放感開放感。お店の正面はガラス多めにし
していくわよ。ガラス多めっていうか全部ガラスじゃないか。それはそれで寂しくないか。確かにちょっとやりすぎたかも。端っこはコンクリートにしてみようかな。あ、いいですね。やっぱりダークオークと白のコンクリートの相性が抜群ですね。いいじゃないいいじゃない、これは研究しがいがありそうなんですね。テラス席側もガラス張りにしようっと。こっちはもう全面ガラスでもいいわよね。まあこのガラスの内側にも外側にも席ができるからな。店の中もいろいろ物を置いたら割といい感じになるかもな。バランス、全てはバランスなのよ。最終的にはバランスのいい建築にしてみせるんだから。あ、楽しみすぎる。早くしおんちゃんが作ったレストランでご飯食べたい。可愛い色のカウンターがいっぱいあるからカラフルにしてみよっと。あら、オレンジに黄緑。今までのしおんちゃんからするとかなり攻めた色使いしてるわね。そうでしょ、レンガも使いたいから緑とオレンジって合うと思ってるのよね。可愛い色があったら食事してても楽しくなっちゃうし、結構鮮やかな色使いでもいいと思うのよね。ざっくりと壁を作ったからキッチン作っていこうっと。まずはコンロを置いてっと。フライパンフライパン、あったあった、これをコンロの上に乗せて。あれ、置けないな。あ、置けた置けた。前にも使ったことあるけどやっぱりこれ最高なんですね。いいですね、こういうかっこいいキッチン用具があれば一気に雰囲気出ますね。でしょでしょ、いろいろ配置してもっとおしゃれなキッチンにしようっと。もう一つのコンロにはお鍋を置いてっと。あら、いいじゃない、すごくいい雰囲気になったわね。ここから美味しいお食事が生み出されるのね。最高すぎるんだけど。冷蔵庫とかもあって本当にいい感じのキッチンになってるな。これは完成が楽しみなんだぜ。それじゃあお店の中の席を作っていこうかな。お店の中はちょっと豪華にファミリーでも座れるぐらいの席にしてっと。あー、座り心地抜群なんだよな。ソファーも緑色にしたのね。やっぱり緑とオレンジってすごく綺麗に見えるわよね。でしょでしょ、この組み合わせ結構気に入ってるのよね。青いも外を緑豊かに作ってるみたいだし、店も緑を多めに使っても良さそうだよな。いろいろ考えてソファーは余裕を持たせて L 字にしました。これでゆったり座れていい感じで食事ができるんじゃないかな。店の中は席が少ないけどテラス席を増やして調整するわ。テラス席の椅子とテーブルもちょっと悩んだんだけど、今回は陶器の木材のにしたわ。割とシンプルめにしたんですね。いろいろ試したんだけどね、これっていうのがちょっと見つからなかったから、テラス席は無難な感じかな。でもまあとりあえずテラス席も含めて内装はほぼ完成よね。そんな感じね、あとは外観を仕上げていこうっと。まだ豆腐建築だからね、ここからどう雰囲気を出していくかなのよね。これが一番の問題かもしれない。うん、どうしようかな。周りを白樺のハーフブロックで囲んで通路っぽくしようかな。これも一つのアクセントになってくれたらいいんだけどな。なんだかんだで全然レンガを使えてないから、屋根はレンガをメインにしちゃおうっと。屋根の一番下はレンガの階段を反対に設置していって、これで一周ぐるりと設置できたわね。どんな感じになったのかしら、ちょっと離れた位置から確認してみるといいかもね。あ、確かにそうね。それじゃあちょっと離れて見てみようっと。どうかな、割といい感じ。いいんじゃないか、僕は割といいと思うんだぞ。結構バランスも良さそうだしな。うわ、なんだ、さっきからなーなー言ってるなーと思ってたんだけど、外の席に猫ちゃんがいるんですけど。お、気づいちゃったか。僕が作ってるところはペットも連れてこられるスペースにしようと思ってるんだぞ。ペットを連れてこない人でもこの子たちと触れ合ってくれたらいいんだぞ。何それ最高じゃない、猫カフェ的なこともできるのね。業務決めたわ、私ここに住む。それは私が寂しすぎます。ゆゆこ様、屋根も大体できてきちゃった。あとはここに明かりも設置して。よし、こんなもんでどうかな。またちょっと離れて見てみようっと。なんか違う気がする。煙突をつけてみたのね。確かにレンガに煙突って相性がいい気がするわよね。でも思ってたイメージと全然違うな。屋根も薄すぎるし、この煙突もやっぱりいらないかな。やっぱり屋根って難しい。屋根だけで建築の印象ってかなり変わるもんな。図書館や倉庫の屋根はいい感じに作れてる気がするが、普通の家っぽい建築の屋根って本当に大変なんだよな。大変すぎます。どうしようかな、このまま屋根を分厚くしただけでいい感じになるかな。なんとも言えませんね。とりあえずちょっとずつ肉盛りして様子見ですかね。やっぱり屋根がな。悪くはない、悪くはないんだけど、なんかもうちょっとやりようがある気がするわよね。そうなんだよな、何が足りないんだろ。でもこのままじゃダメだっていうのは明確にわかるんだよな。この屋根なんとかしないとな。おいし女にも悩んでるんだぞ。うん、屋根が決まらないのよね。もうちょっと何かデザインを足したいんだけど、シオン店の中に結構緑を使ってるんじゃないのか。緑ならオレンジとも相性が悪くないし、屋根にも緑を使ったらいいんだぞ。屋根に緑？あ、それいいかも。青いそれ明暗かもしれない。ちょっと緑のブロックを選んで試してみるわ。だろだろ、僕のセンスが爆発してるんだぞ。ということでネガーにやってきました。ネガー、ということは歪んだ森の木材をアクセントに使う感じ？まだ確定じゃないけどね。そういえば歪んだ木をまだ炎上王国に使ってないのよね。思ったより水色だけどどうかな。悪くはない気がしますけどね。原木を木材にしてもこの色なんでしょうか。まあそうなんじゃない。ちょっとクラフトで木材にしてみようかな。お、微妙に緑っぽくなったかな。まあ誤差の範囲だな。実際に屋根に使ってみてどう見えるかだよな。よし、それじゃあエンドに戻って張り替えてみようっと。張り替えていきます。お、結構思ったより緑っぽい。いいじゃない、模様もいい感じでレンガの模様とマッチしてない。私は悪くないと思うんだけど。お、めちゃくちゃいい感じじゃない。レンガのオレンジとめちゃくちゃ相性いい気がするんですけど、もうちょっと数は増やした方がいいとは思うけど、方向性としてはこれで良さそうよね。最高なんですね。よし、それじゃあもっ
っとたくさん歪んだ木の木材に張り替えていこうっと。結構歪んだ木を増やしてみたわよ。どうどう、結構いい感じになったと思うんですけど。多いじゃないか、ほらだから言っただろ。僕の受験大成功なんだぞ。これでレストランの建物もかなりいい感じになったわ。あとは細かいところの仕上げをして、葵の外ができたら完成かな。ちょっと僕の方もちょっと時間かかりそうなんだぞ。建物ができたら応援が欲しいんだぞ。オッケー、わかったわ。ちょっと待っててね。よし、こっちは完成。葵応援に来たわよ。おー、すまないな。それじゃあ応援するわね。フレー、フレー、あーおー。いや、本当に応援してほしいんじゃないんだぞ。応援してほしいって言ったじゃない。手伝ってくれっていうことなんだぞ。それぐらいわかるだろ。わかりません。それマジで言ってるのかよ。まあいいや、それなら僕の作業の邪魔だけはしないでほしいんだぞ。オッケー、わかったわ。邪魔しないのは得意です。あーはっはっはっは。焼き師音の出来上がりなんですね。言い訳はするなって言ったよな。あー、やっぱり水族館綺麗だな。ヨンちゃんもうレストランすら離れちまったじゃねえか。だって怒られるんだもん。怒られることするからだろ。出たー。前回に引き続き今回も力作なんだぞ。見ろこの緑豊かな入り口。こっち側はペット同伴でも食事ができるスペース。決して猫カフェではないんだぞ。あーにゃんにゃん、かわいいな。にゃんにゃん、いいだろ。レストランには癒しも必要だと思うんだぞ。ペットも立派な家族だしな。これはいいスペースなんですね。それじゃあ反対側も見てみようかな。こっちは何なの。こっちはちょっとアウトドア気分を味わえるスペースなんだぞ。屋外の調理場にバーベキュースペース。青空、いやエンド空の下で楽しく食事をしたい人向けのスペースだな。バーベキューとか最高すぎる。シオンもバーベキューしたいな。バーベキューいいわよね。それじゃあここからはシオンの作ったお店を見てもらおうかな。温かみを意識した店内はオレンジと緑を中心に、シックイメージのコンクリートの壁と木材をふんだんに使ってます。店内はテーブルこそ少ないけど、ファミリーでもゆったり座れる大きさに仕上げました。テラス席は開放感を意識してるのよね。ということでインド王国レストラン。デッキやっぱり素敵なレストランになりましたね。こんな場所なら私もゆゆこ様と食事に来てみたいです。え、業務本当？行きましょう、絶対行きましょう、毎日行きましょう。毎日はさすがに行き過ぎです、ゆゆこ様。ほんと葵ちゃんが手伝ってくれるようになってからの進み具合がすごいわね。そうだよな、シオンちゃんだけだと外側まではあまり手を加えられなかったが、葵が外を担当してくれるからぐっとクオリティも上がった気がするんだぜ。そうだろうそうだろう、もっと褒めてくれていいんだぞ。僕最高。ちょっと調子に乗りすぎなんじゃないかな。実は次作るものはもう決めてるのよね。これもコメントでいただいた意見を取り入れさせてもらうんだけど、次何作ると思うか予想してみてね。チャンネル登録と高評価、通知音もよろしくなんだぞ。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあまたね、バイバイ。見て見て、エンド王国もだいぶ発展してきたんですね。そうなんだぞ、これもすべて僕のおかげなんだぞ。すべては言い過ぎでしょ、すべては。でも僕が手伝ってるおかげで助かってるよな。いいんだぞシオン、もっと感謝しても。感謝してるけどしたくなくなるわ。でも残ってるのはあと一区画だけだよな。今回は何を作る予定なんだ。ふっふっふ、ここにはこのまな板サバイバルらしい建物を作ろうと思うのよね。その名もまな板植物園。は？まな板植物園。植物園はわかるんだけど、なんでまな板ってついてるんだぞ。まあそれは作ってみたらわかるわ。さて今日も張り切って建築するぞ。シオンたちの作るまな板植物園が気になるっていう人は高評価お願いします。気になる。チャンネル登録と通知音もよろしくなんだぞ。かわいい僕をいち早く見に来てほしいんだぞ。葵さん自分で言うのはどうかと思う。よし、それじゃあ作っていくわよ。今回もちょっと大きめになる予定だから、この辺の地面を増やしておこうっと。今回は植物園を作るのね。確かにコメントで植物園っていう意見も多かったもんね。そうなの、植物がたくさんの癒し空間を作りたいのよね。いいですね。それにしてもシオンちゃん、まな板植物園って言ってましたけど、普通の植物園じゃないんですか。ふっふっふ、やっぱり気になる。それじゃあシオンの考えを発表しちゃおうかな。実はまな板っていうのは形のことなのよ。今回作る植物園の建物の形をまな板みたいにしようと思ってるの。なるほど、それでまな板植物園なのね。いいじゃない、まな板サバイバルにふさわ新しい植物園だわ。でしょでしょ、前回ちょっと建物の形に困ったから、今回は何にしようかなって考えててコーンってひらめいちゃったのよね。なるほど、それは面白そうだな。それじゃあ今回も建物担当はシオンちゃん、外担当は葵で建築していくのか。一応そう考えてるんだけどね。いいんだぞいいんだぞ、僕も外作ってる方が楽しいんだぞ。それじゃあ今回も外は葵にお願いしようかな。よし、それじゃあまずは地面をまな板の形に掘っていくわよ。思ったんだけどさ、まな板の形って何のことなんだ。葵も使ったでしょ、手に持って使うクリップまな板のこと。あー、この四角が2つあるやつのことか。なるほど、この形の建物を作るっていうことなんだな。そういうこと、割といい感じの見た目の建物になると思うんだけどな。うわー、
とりあえずまな板の形に線だけ引いてみたわよ。どうどう？しっかりまな板に見えるでしょ？ほんとだな。確かにまな板の形になってるんだぜ。あの形に建築していくっていうことなのね。いいじゃないし、おんちゃん。なんとなくイメージできてきたわ。へへへ、そうでしょ？それじゃああの範囲にしっかりと建築していこうかな。まずは何のブロックを使うか決めなくちゃ。何色のまな板のイメージにするかですよね。しおんちゃんがよく使うのは鉄の白ですし、ダイヤの水色もいいですよね。植物園だからエメラルドの緑とかもいいわよね。うん、どうしようかな。緑にすると植物の緑と合わさって緑しすぎる気がするから、選択肢としては白か水色かな。白なら前回使った白のコンクリートが結構良かったよな。そうだな、水色でいい感じのブロックがないか調べてみようかな。空色のコンクリートパウダーを作ってみました。うん、ちょっと理想よりも青みが強いかな。水をかけてコンクリートにしたらまたイメージも変わるかもしれないわよね。それじゃあ固めてみるわよ。うわ、もっと青くなっちゃった。ダメだな。シオンはもうちょっと薄い青色をイメージしてたのよね。こんなに色が濃いと使う気にならないな。え、いいじゃないか。綺麗な色してるんだぞ。問題は綺麗かどうかじゃないんだよな。まな板っぽいかなのよ。うん、それじゃあテラコッタとか羊毛とかはどうなんだ。そうね、他に水色が出せるのはその辺かな。ちょっと色々試してみようかな。まずは空色のテラコッタ。より暗い色になっちゃったわね。これはシオンちゃんのイメージとは結構離れちゃってるんじゃない？大正解。そうだ、ダイヤブロックっていう手もあるわね。うん、派手すぎるでしょこれは。豪華だけどやっぱり建築に使うのは違うわよね。次、空色のテラコッタを焼いてみました。お、色的にはこれが一番いいな。ほんとだな、でも模様がな。そうなのよね、さすがにこの模様は使いこなせないな。次次、シルカーボックスなんてどう？お、色的には悪くないと思うんだぞ。でも建築に使うのはどうかと思うんだぞ。ですよね。次、羊毛くん、君には期待している。期待外れすぎた。模様のところはいい感じの水色なんですけどね、それ以外の色がやっぱりちょっと暗いですね。水色全滅やん。うん、もうこれは白でいくのが無難なんじゃないか。結局そうなっちゃいます。まあいいや、逆に白で作ってそれ以外のところで特徴を出せばいいのよ。なんか逆に燃えてきたんですね。あ、僕ひらめいちゃったんだぞ。ガラスでやってみたらいいんじゃないのか。確かガラスも色つけれたよな。それだ、青いナイスアイデア。ガラスなら透明だしきっと色も薄く感じるでしょ。ちょっと試しに染めてみようと。やっぱり僕の発想神がかってるんだぞ。どうかな。お、結構綺麗。いいじゃないかいいじゃないか。透明で薄く見えるし、元の色も結構薄い水色みたいなんだぞ。よし、それじゃあこれで建築していこうっと。うわーうわー、上から見たら微妙でした。うん、思ったより濃かったな。やっぱり白でいいんじゃないか。結局そうなるのかよ。それじゃあこの平面のまな板を立体的にしていきます。お、結構高さは高くするんだな。ちょうど立方体にしようかと思ってね。横の長さと同じだけ縦に積み上げてみたんだけど、いいんじゃないですか。2階建てにしても良さそうですしね。それじゃあこのまま全部やっちゃおっと。よし、こんな感じかな。どうかな。近くで見るとやっぱりちょっと高すぎたかな。うん、どうなんだろう。確かに真ん中の交差してるところがどうしても高く見えちゃうけど、割といいサイズ感のような気がするけどね。ちょっと上から見てみようかな。上から見たら印象も変わるかもしれないしね。お、悪くないんじゃない。ほんとだ、すっぽくまな板の建物っていう感じが出てるわね。しおんちゃんの考えたまな板植物園いい感じになりそうじゃない。あとはこの形をどう生かすかよね。それじゃあこの形でいくか。まあ見ててよね、最高の植物園に仕上げてみせるんだから。建物の床がエンドストーンなのはちょっと違うから、まずは中だけ床を全部剥がしていきます。床はどんなブロックにするか決めてるのか。え、そんなのもちろんノープラン。なんかそんな気がしたんだよな。床が決まらないから天井から作っちゃおうっと。あ、さっきの空色のガラスを使うんですね。ふふふ、実はこれ空色じゃなくて青色なのよ。青色の方が薄く見えたからこっちにしたわ。てか天井にガラスを使うとは思わなかったぜ。植物園だしね、上から光が差し込んで欲しかったのよ。まあエンドだから光差し込まないんですけどね。ダメじゃねえか。雰囲気よ雰囲気。雰囲気があれば実際に光があるかどうかなんて小さなことだわ。そんなことないと思う。あ、青色のガラス使い切っちゃった。うわ、しまったな。ガラスってクリップまな板じゃ増やせないのよね。やっぱり空色のガラスとはかなり色が違うし。あれん、シオンちゃんどうしたの。こうやって並べておいてみるとやっぱり空色のガラスの方が綺麗じゃない。うん、まあね、確かに空色の方が鮮やかな色してて綺麗よね。なんかちょっと迷ってきたんですけど、天井空色の方がいいかな。悩んだら上から確認してみたらいいんだぞ。遠くから見るのと近くから見るので印象が変わると思うんだぞ。まあそうね、それじゃあまたちょっと上から確認してみようかな。あー、なるほど、確かに空色の方が綺麗で鮮やかな気がするけど、透明度だと青色の方が透明だな。そうね、シオンちゃんのイメージが光が差し込む感じならより差し込みそうな青色でもいいんじゃないかな。ふむふむ、よし決めた。今回は青色のガラスで天井を作ることにするわ。早速天井にエンダーマン湧いちゃったな。やっぱり明かりが必要よね。白だからやっぱりシーランタンかな。うん、そうするつもり。シーランタン万能すぎるんですね。床部分にもシーランタンを埋め込んでおこうかな。やっぱり明るい植物園の方がいいもんね。そうですね、どうしてもエンド暗いので明かりは多い方がいい気がしますね。しおんちゃん、床はどうするか決まったのか。決まってません。普通に草ブロックにするのもいいけど、試しに歪んだオートブロックを入れてみるわ。
あら、悪くないんじゃない？ちょっと緑というよりも青色だけど、植物で緑はたくさん追加できるだろうから、緑しすぎなくて逆にいいかも。いい風呂、ひらめきました。とりあえず床は全部これで埋めてみようかな。壁も白のコンクリートはかなり少なめにして、開放感を意識してガラスを多めにします。なるほどなんだぞ。シオンのやりたいことがだんだん見えてきたんだぞ。やっぱり思ったよりも高い建物になったから、この植物園は2階建てにしようかな。問題はどうやって2階に上がるかよね。高さは高いけど、正直1階部分はそんなに広い建物じゃないからね。そうなんだよな。階段を作るのにも結構スペースを使うし、はしごで上がる感じにはしたくないしな。悩みます。1階部分は水を多めにしたくて、階段をこうやって置いて水を入れてみたんだけど、階段の向きをどうするのがいいのか一生悩んでるわ。階段の隙間の部分を内側にするか外側にするかなんだな。そうなのよね。どっちがいいかな。うん、正直に言うぞ。どっちでもいい。まあそうか。どっちでもいいから悩むのか。とりあえずここは後で考えようと。結局こんな感じにすることにしました。あらわりと変えたのね。一番外側を草ブロックにして、歪んだオートブロックは通路みたいなイメージ。水路も階段をやめて、しっかりとした1マスの幅を取ったんですね。まあそんな感じかな。正直まだ悩んでるけど、通路と草ブロックの部分にコップンを使って、適当に草を生やしていきます。あらやっぱり草があるだけで随分雰囲気が変わるわね。植物園らしくなってきたじゃない。でしょでしょ。やっぱり緑が多いと落ち着くんですね。この調子でどんどん緑を増やしていくわよ。通路がちょっと暗いし寂しかったから、シークルスを入れてアクセントにします。この企画で本当にシークルスの優秀さを知れたよな。シークルス最高なんですね。あら、シオンちゃん、現世に戻ってお花集めですか？いや今回は違うのよ。確かにお花集めもしないといけないんだけど、今回はシオンがイメージする植物園にはなくてはならないものを取りに来たのよね。なくてはならないもの？何のことなんだろう。まあすぐにわかるわよ。そんなにレアなものじゃないからすぐに見つかると思うんだけどな。あったあった、沼地なら取り放題よね。あ、なるほど、シオンちゃんが取りに来たのはツタなのね。ピンポンピンポン大正解。ツタを壁とかいろんなところにくっつけたら一気に緑を増やせるわよね。なるほどな、確かにツタがあればお手軽に緑を増やせるよな。よし、それじゃあ壁にツタをくっつけていくぞ。こういうのは適当に多めにくっつけてたらそれなりの雰囲気になるわよね。深く考えずにどんどんつけていこうっと。だいぶ植物園らしくなってきたんだぞ。僕も完成が楽しみになってきたな。でしょでしょ、最高の植物園にしてやるんだから、中もびっしりツタをくっつけていきます。ちょっとやりすぎな気もするけど気にしない気にしない。こういうのは大胆さが大事なんだから。草を取るついでに集めてきた水蓮の葉を水路に浮かべていきます。水蓮の葉にも花が咲いていて綺麗じゃない。この花も何パターンかあるのね。ね、これいいでしょ。この調子で緑以外の色もどんどん増やしていきたいな。真ん中の狭いスペースのところに階段を作りたかったけど全然うまくいきません。ちょっとスペースが狭すぎるよな。そのスペースに登りやすい階段を作るのは無理があると思うんだぜ。階段どうしよう。そうだ、いいこと考えちゃった。植物園だし水を使った水流エレベーターを作ったらいいじゃない。なるほど、ソウルサンドの浮力を使って2階に上がるんですね。確かにそれなら簡単に2階に上がれますし、スペースもそんなに必要ないですからね。でしょでしょ、シオン天才かもしれない。エレベーターは 2×2 でいいかな。確か前に昆布を生やすとそこが水源になるって教えてもらったから、これで水源を作ってと。外にはみ出してくる水は歪んだ木の看板でせき止めていきます。だいぶ形になってきたわね。でもシオンちゃん、これだと上がることしかできないわよ。降りてくる時はどうするの？そうなんだよな、降りる時のことも考えないとね。ちょっと後で考えてみるわ。できたできた。エレベーターこんな感じでどうかな。2階へはこの上昇エレベーターで上がるでしょ。降りる時はこの穴に落ちるの。下に水を入れてあるからこんな感じで下のフロアに出てこれます。楽しい。2階部分は思い切って全部草ブロックにしちゃおうかな。1階は通路も作って割と整理された空間だったけど、2階はランダムにお花が植えられていて自由に歩き回ってみてもらうイメージで。そういうのもいいかもしれませんね。整った空間もいいですが、ランダム性のある雑多な空間も悪くないと思います。お花の種類はたくさん欲しいわよね。シオンちゃん、結構お花の種類用意してるの？まだ用意できてません。それなら僕が集めてくるんだぞ。外はある程度できたから、多分僕の方が時間に余裕がありそうなんだぞ。あ、いいの？それじゃあ葵にお願いしちゃおうかな。任せておくんだぞ。お花100億個集めてくるんだぞ。うん、それはとっても迷惑です。2階部分もガラスを入れようかとも思ったけど、歪んだ木のフェンスがなかなかいい味を出してくれました。あら、すっごく可愛いじゃない。白と草の木、緑に濃いめの緑が入ってとてもいい雰囲気ね。ガラスよりも開放感もアップしてるじゃない。でしょでしょ、1階もこれでいいぐらいなんだよな。まあもうツタをびっしり敷き詰めちゃったから今更変更しないけどね。1階の外側がちょっと寂しかったから、遠く感も消せるし周りに柵を置いていきます。歪んだ木のフェンスかなりいい味出してるな。これは思わぬ収穫です。それじゃあとりあえず2階に
にある分だけでもお花も植えていこうかな。そろそろ完成が近そうね。出来上がりがどうなってるか楽しみだわ。期待してもいいんですよ。適当適当、こういうのは無心で適当に植えていくのがいいのよ。適当。これ絶対意識しまくってるよね。なんか反応した洞窟にあるピンクの花も持ってたから、これも適当に天井とかにつけておくことにするわ。この辺のシーランタンに取り付けてもいい感じになるわよね。よし、いい感じだ。あれ挟まりました。何やってんねん。2階部分ももうちょっと手を加えていこうっと。葉っぱを置いたりランタンを置いたり、少し賑やかぐらいでいいわよね。シーオーン。お花をいっぱい集めてきたんだぞ。あ、青いありがとう。それじゃあ適当に植えていってくれる？任せておくんだぞ。身動きが取れないぐらい植えておくんだぞ。それも楽に単身だと思っちゃったわ。よし、植物園が完成したわよ。それじゃあ順番に見ていこうかな。おい待ってくれシオン。ランタン余ってたら僕も欲しいんだぞ。オッケー、わかったわ。ちょうど2個あるから1個あげる。まずは外から見ていこうかな。外は僕が作った自慢の通路なんだぞ。黒曜石の柱はちょっと邪魔だったからぶち抜いておいたぞ。緑豊かな噴水に眺めのベンチでゆっくりくつろげるんだぞ。よし、次は植物園に入っていくわよ。下のカーテンをくぐったらそこは明るい植物の世界。1階はお花は少なめだけど一面緑のヒーリング空間なのよね。悪くないじゃないか。水路があるのもいいよな。でしょでしょ。まあちょっと狭いけどそれも味なのよ。それでこっちには悩んだ水流エレベーター。これで簡単に2階に上がることができます。よっこらしょっと。2階は色とりどりのお花がたくさん植えられた賑やかな空間。僕が頑張って集めてきたんだぞ。ジャックオーランタンも結構いい味出してると思うんだよな。外側のツタももうちょっと伸びてきたらもっといい感じになると思うわ。なんだかんだで結構大変だったけど今回も大成功なんだぞ。最後にここから1階に降りて、さっき見れなかった反対側もこれで見れます。まあ見た感じ一緒なんだけど。ということで、インド王国立まな板植物園完成だー。そうだ、まな板の形なのすっかり忘れてたんだぞ。二人ともお疲れ様。素敵な植物園ができたわね。これで4区画が全部埋まったわね。シオンちゃん、これからどうするの？まだ何か作るの？完全に未定です。でもまあ村人さんとかも連れてきてみたいなって思ってるから、もうちょっと何かしようと思ってるけどね。このシリーズもそろそろ終わりが近づいてきたな。こうやって見ると僕の貢献度が凄まじいんだぞ。今回の植物園が気に入ってもらえたら高評価をお願いします。チャンネル登録と通知音もよろしくなんだぞ。それじゃあまたね、バイバイ。内側が全部埋まりました。いや、本当に葵ちゃんが合流してからの発展スピードがすごいわね。ギャハハハハハハ。僕の偉大さが分かったか。僕に任せておけば大丈夫なんだぞ。ぬぬぬぬぬ、今まで頑張ってきたのはシオンなんだから。シオンの頑張りなしにこの発展はなかったんですね。もちろんそうよね。シオンちゃんずっと頑張ってきたもんね。シオン頑張りました。ということで今回は最終回。このエンド王国をいい感じに仕上げていくわよ。もう最終回なんですね。嬉しいやら寂しいやら。私は楽しみなんだぜ。このエンド王国が最終的にはどんな姿になるんだろうな。よし、頑張って仕上げるぞ。まな板サバイバル楽しんでみてくれてた人は高評価お願いします。チャンネル登録と通知音もしてくれるとめちゃくちゃ嬉しいんだぞ。でも本当にこの発展は僕の働きがあってこそなんだぞ。僕が MVP なんだぞ。絶対にシオンなんです。よし、それじゃあ最後の仕上げをやっていくわよ。最後の仕上げって言っても具体的にどうするんだ。どうしようかな。ノープラン。まだ何も考えてないのかよ。だってしょうがないじゃない。行き当たりばったりでできたのがこのエンドなんですね。よくここまで発展させられたんだぞ。多分失踪を心配する人も多かったと思うんだけどね。なんとかこの最終回まで持ってくることができたわね。やればできるんですね。めちゃくちゃ時間かかったけどな。よし、でも雑談してる間にまずは何をするか決めたわ。あら、もう決まったの？何をするつもりなの？このエンド王国の周りにも道を作りたいんですね。最終的にもうちょっと緑も増やしたいと思ってるから、周りに道を作って、そのさらに周りに草ブロックを設置していこうかな。よし、わかったんだぞ。それじゃあ道を引けるように整地しないといけないよな。まあそうなるわね。真ん中に作った道と同じような道を作れるようにしていこうかな。それじゃあシオン、お前は道を引いていくんだぞ。その間に僕が整地していくからな。オッケー、わかったわ。それじゃあ葵が整地したところを道に変えていくわね。役割分担もスムーズにできるようになってますね。二人の連携力も上がってきたんじゃないですか。これも全部シオンのカリスマ性のおかげなんですね。自分で言ってて恥ずかしくないか。でも霊夢、このまな板企画が終わったらどうするの？新しい長期シリーズを始めるの？それともシリーズものはもうしないの？その辺についてもまな板サバイバルをしながら、いろいろと考えてきたんだけど、ちょっと次の企画はリベンジ企画にしようかと思ってるのよね。リベンジ企画？何のリベンジなんだ？過去にシリーズとしてやってたけど失踪してしまった黒歴史。まったりサバイバルの復活。え？あのまったりサバイバルを再開するんですか？再開とは違うかな。失踪してる間にシックちゃんからシオンちゃんに変わっちゃったし、アオイちゃんも加わったしね、新たに再スタートさせようかなって思ってるわ。以前やってたのはバージョン 1.12.2 だったんだけど、今は 1.16.5 でもできるようになってるから、より今の環境に近い状態で楽しめると思うのよね。いいじゃないいいじゃない。リトルメイドを使うっていうことはまた私たちも登場できるのよね。そういうこと。でも前のまったりサバイバルはぼやっとしすぎて疲れちゃった反省を踏まえて、次は100日サバイバル
ルとして復活させてみようかと思ってるわよ。まったりですが期限付きなんですね。またまったりできないまったりサバイバルになる予感が。まあそれはそれでいいじゃない。ということで新まったり100日サバイバル、楽しみにしておいてね。だいぶ道ができてきたからフェンスを作ってます。僕は外側に草ブロックを置いていってるんだぞ。いいじゃないいいじゃない。最終的にそこに木も植えるんでしょ。かなり緑豊かなエンド王国になりそうよね。そうなのよね。葵が手伝ってくれるようになるまでは緑を入れようとは思ってなかったんだけど、葵が緑をたくさん使って建築してくれたから、それなら緑豊かな王国もいいんじゃないかと思ってね。いいと思います。緑はやっぱり落ち着きますからね。よし、周りの道が完成したわよ。どうどう？かなりいい感じになったと思うんですけど。こうやって上から見るとかなり賑やかな王国になったな。周りにも道ができたことでぐっと一体感も増したし、これで完成と言われても満足できる状態だよな。でしょでしょ？でもこれで完成じゃないんですね。ここからさらに手を加えていくんだから。あら、シオンちゃんそれは何を作ってるの？え？これ？これは王国の門を作ってるのよ。現世からエンドにやってきた時に出てくる黒曜石の土台、そこからエンド王国に続く道を作ってるのよね。なるほど門か。確かに王国っていうぐらいだから、第一印象としての入り口も重要よね。そういうこと。ここもしっかりとした道を作りたいんだよな。ちょっと整地は大変だけど頑張るわ。よし、黒曜石の土台まで繋がったわよ。後で村人さんを現世から連れてくるから、村人さんが落ちちゃわないようにしっかりと飛び越えられない塀で囲っておくんですね。どうせなら安全な王国にしたいもんな。何の不安もなく歩き回れる王国にするんだぞ。それじゃあ道もできたし、この辺に門を作っていくわ。門も磨かれたブラックストーンレンガで作るんだな。色を変えた方がいいんじゃないのか。うん、いろいろ試してはみたんだけど、メインの道も黒いし黒曜石も黒いし、他の色にするとちょっと浮いちゃうのよね。だから門も同じ雰囲気で統一することにしたわ。あくまでも王国がメインだから、門の大きさもそこまで大きくはしないつもり。でも黒一色じゃちょっとさすがに暗すぎるから、シーランタンを多めにして明るくしておこうかな。こんな感じになったけどどうかな。うん、確かに明るくはなったけど、やっぱりちょっと寂しくないか。もうちょっと大きい方がいいと思うんだぜ。うん、でもあんまり大きくしてもな、色が地味だから余計に暗く不気味になっちゃうのよ。あ、そうだ、それじゃあ同じような門をもう一つ並べて作ってみようと。ということで二つ目の門ができました。現世から飛んできたらこの階段を上がっていって、この二つの門をくぐればエンド王国です。いいですね。確かにちょっと地味ですが、これはこれでいいんじゃないでしょうか。よし、それじゃあ今度は村人さんが住める場所を作るぞ。あれ、シオンちゃん真ん中の階段を壊してどうするの？ふふふ、実はここに水流エレベーターを作って、居住スペースは上に作ろうと思ってるのよ。え、上に居住スペース？上って空ってこと？そうそうそういうこと。真ん中は全部建物で埋めちゃったから、上に新しいフロアを作るわ。周りに家を建てていくことも考えたんだけど、それじゃあちょっと普通すぎるかなって思っちゃったのよね。ということで真ん中をググッと上に伸ばしていきます。どれくらいの高さにフロアを作るんだ？周りにある黒曜石の柱、その一番高い柱に高さを合わせようと思うわよ。上がってる時に真っ暗だったら嫌だから、エレベーターの壁になる部分はガラスにしておくわよ。うわ、そうか、真ん中には結構高い岩盤の柱があるんだった。そうでしたよね。さすがのまな板でも岩盤は壊せません。これはなんとかしないといけませんね。うん、ちょっとこの高さまで階段で上がれるようにするしかないか。めんどくさい。ということで階段で岩盤の上まで上がれるようにしました。ちょっと不細工になっちゃったけど、これは仕方ないわね。他のところにエレベーターを作るなんていう選択肢はないのよ。エレベーターの入り口のところに水が出てこないように岩盤をつけて、うわー、これで根元からコンブを壊せば水流エレベーターのカー安定。ちゃんと作動するかな？よし、いけた。あー、はっ、楽しい。ルン君の大地は綺麗な円にしようと思ってるから、間違わないように慎重に円を作っていくわよ。ん？あれ？なんか数が合わない。なんかあっちの黒曜石の柱の上に何かできてるな。お、あれか？あれはシオンが門を作ってる間に僕が作ってたんだけど、ボツになったんだぞ。ええー。いろいろ試行錯誤して作ってます。これこれ、あんたたち、ここはあんたたちの家じゃないのよ。起きなさい。まるにメインの天空フロアができたから、周りに草ブロックを敷き詰めていきます。あら、いいじゃない。この天空も緑豊かにするつもりなのね。そうなんですね。ここに村人さんを連れてくるから、やっぱり緑は必要だと思うんだよな。うん、でもブラックストーンと草ブロックの境目がはっきりしすぎてるから、階段ブロックを使って草ブロックを一段上げようかな。僕もその方がいいと思うんだぞ。やっぱりメリハリって大事なんだよな。建築って本当に難しすぎる。見てみて、空から見てもいい感じなんじゃない？ほんとだ、すごいしっかりとした天空ができてるわね。ここがどんな感じになるのか楽しみだわ。でしょでしょ？いい感じの天空に仕上げてやるんですね。エレベーター周りは僕が装飾しておいてあげたんだぞ。うん、何これ？なんか微妙なんですけど。失礼なやつなんだぞ。もう僕は嫌なんだからな。天空に作る建築の形を二人で試行錯誤中です。シオンはこんな感じで扇形の家を建てたいんだけどな。いいんじゃないか？上はどうするんだ？イメージとしては球体を分割したような家にしたいのよ。だから壁と屋根が一体になってカーブしてる感じかな。なかなか難しいことを言い出すんだな。僕たちの建築力でそれができるか？わかりません。とりあえず上もこういうイメージで作ってみたんですけど、まあシオン、一辺だけならこういう感じでもいけるかもしれないけど、真ん中付近もカーブさせようと思ったら難しすぎないか？大丈夫大丈夫、いけるいける、シオンたちに不可能なんてないのよ。
本当かなぁ。でも壁はどうするんだよ。全部ブロックで埋めちまうのか。やっぱり開放感が欲しいと思うからガラスブロックにしてみようと思うんだけど、いろいろ試してみたんだけど、どうしても90にすると自然な感じにならなかったから、建物の形はホールケーキ状にしました。え？ホールケーキ？なんて素敵な形なの。建物の名前を出したら絶対に出てくるわね。ホールケーキを4等分したイメージで絵を立てていくわ。天井が平たくなったからガラスでの開放感も出しやすくなったし、統一感もかなり出た気がするんだよな。いいじゃないこの建物。白樺の木材を使ったのね。シュルームライトの色合いともガラスの色合いとも相性がいいし、すごく優しいイメージの建築になったわね。でしょでしょ。いろいろ悩み倒して決めた形なんだけど、かなりお気に入りました。壁側の方は葵がいい感じに仕上げてくれてるんだな。そうなんだぞ。シオンだけに任せておいたらシンプルになりすぎるからな。シオンは骨組み担当です。よし、建物の形ができたわよ。せっかく同じような形の絵を4つ作ったんだから、ちょっとお店みたいな雰囲気も出してみようと。こういうカラフルなカウンターをつけてあげるともっと可愛い感じになるわよね。あら、いいじゃない。横が白で天板がオレンジのカウンターめちゃくちゃ可愛いわね。でしょでしょ。4つの絵全部違う色にしたら賑やかになっていいと思うのよね。これでよしっと。ピンクとオレンジがちょっと似た色だったけどいいわよ。残りの2色が水色と黄緑か、悪くないんじゃないか。どれも淡くて優しい色だしバランスは悪くないよな。これは優しい居住スペースです。よし、それじゃあこの家の仕上げは葵に任せて、シオンは村人さんを連れてこようっと。でも村人さんってどうやって連れてきたらいいの。リードって繋げたっけ。いや、さすがに村人さんにリードは無理でしょ。やっぱりそうか。あ、でもモッドで追加されたリードもありましたよね。それならもしかしたらもしかするんじゃないですか。確かにモッドのリードならできるかもしれないわね。ちょっと試しに作ってみるか。リードの作り方は草をナイフで刈って藁を手に入れて、手に入れた藁を並べてロープを作ります。そしてロープをさらにクラフトで。よし、できたわ。これで村人さん連れてこれたらいいんだけどな。はいはい、村人さん村人さん、シオンの遠藤王国の国民になってみないかい。あら、やっぱりダメか。さすがに人間の村人さんを縄で繋ぐことなんてできないわよね。そりゃそうか。それじゃあ違う方法で連れていかないとな。直接エンドポータルに入れるしかないだろうな。やっぱりそうよね。確かこの辺の下がエンドポータルだと思うんだけど。あ、やっぱりそうだ。それじゃあこの辺を少し広めに開けておいて、ボートで村人さんをこっちに連れてこようかしら。よし、乗ってくれたわね。はいはい、行くわよ村人さん。あなたがエンド王国の国民第1号よ。おめでとうございます。連行してるようにしか見えないんだが。え、あら、ボート落ちたけど村人さんワープしてないんですけど。どういうこと。ボートに乗ってたらワープできないの。そういうことなのかな。ボートを壊したらさすがに行ってくれるでしょうけどね。ボート壊せなくなっちゃいました。どうしよう。この村人さんずっとこのままなの。これ下からなら壊せるんじゃないか。へえ、それだ。それならいけるかもしれない。下掘ったら無事に壊せました。ほらだから言っただろ、僕を呼んでおいてよかったな。やっぱり僕は天才なんだぞ。こら、おい、何閉じ込めてくれちゃってんのよ。やはははは、すまんすまん。まだ残ってるって知らなかったんだぞ。そんなわけないでしょうが、一つ気になることがあるんだけど、村人さんってエンドで寝るのかな。うわ、寝たんですけど。え、嘘だろ。エンドだとベッド爆発しちゃうのに。村人さんはどうやって寝たんだ。へえ、これは知らなかったわね。さすがにシオンちゃんや葵ちゃんが寝ようとしたら爆発するでしょうけど、村人さんはエンドでも寝れるんだ。でもこれならしっかりと村人さんも根付いてくれそうですよね。それともう一つ大問題。村人さんはあの水流エレベーターで天空に登ってくれるのかしら。うん、ちょっと難しい気がするな。とりあえずベッドで近くまで誘導して、天空にベッドを置いてみるしかないわね。よし、これで天空にベッドを設置してみるわよ。ダメでした。村人さんレストランに入っていってしまったんだぞ。うん、どうしようかな。水流エレベーターで上がってくれないとなると、これは無理やり上に上げるしかないよな。階段を作るしかないんじゃないか。それはめんどくさい。ポン。あ、シオンちゃんが何かひらめいたみたいね。これここから水を垂らして、ボートに乗ってても登ってこれる水流エレベーターを作ったらいけるんじゃない。それならいけるかもしれませんね。やってみる価値はあると思います。よし、それじゃあ仮設の水流エレベーターを作るわよ。うわー、はいはい村人さん、楽しいアトラクションがあるからシオンと乗りましょう。お客様お一人様ご案内でーす。うまく上がれるかな。うわ、すげー。ボートごと登っていってるんですけど、これはいけるわよ。あれ、謎に降りちゃいました。え、やばい、村人さんが。村人さん、リベンジします。よし、いい感じで上がってるわ。このままうまくいって、あー、危なすぎました。村人さん頑張って、ゴールはもうすぐよ。お、キャー。お、やったじゃないか。無事に村人さんを上に連れてこれたんだぞ。最高なんですね。最高なんですね。無事家の中でも寝てくれたわ。これで一安心よね。なんとか全ての家に村人さんを連れてくることができましたね。めちゃくちゃ大変でした。ふう、でもこれで思い残すことはないわ。これでエンド王国も安泰ね。あとは王国緑化作戦を遂行するんですね。上と下の草の道に等間隔に頭皮の苗木を植えていきます。植える木は頭皮を選んだのね。そうなのよ。いい感じに色が濃くて大きくなりすぎないし、頭皮が一番いいんじゃないかと思ってね。それをコスプンで成長させていくわよ。さあ、楽しみなんだぞ。ついに長かったまな板サバイバルもこれで完成するんだな。僕泣いちゃいそうなんだぞ。泣いな
いてるんだよな。完成だー。ついに完成したんだぞ。それじゃあ水流エレベーターで上に上がっていくんだぞ。よし、上がってきたわよ。ほら、周りの木もかなりいい感じでしょ。ほんとだ、やっぱり木を植えたのは正解だったわね。ぐっと落ち着く空間になったじゃない。でしょでしょ、最高なんですね。このホールケーキハウスもシンプルだけど結構いいと思うのよね。ちょっと王国の規模にしては狭いかもしれないけど、最後の最後にいい感じの居住スペースができたわ。それじゃあ今までの建築も振り返っていこうかな。まずシオンが王国に初めて建てた図書館、中はエンチャントもできて落ち着いた雰囲気になってるわよ。次に水族館、天空から降りる方法がなかったから、この水族館の屋根に水を垂らして安全に降りてこれるようにしてあるわ。安全とは言えない気がするんだが、サンゴで水槽を作るのも楽しかったな。サンゴが本当に綺麗でしたよね。そして僕が初めて手伝った倉庫と温泉なんだぞ。やっぱり温泉って最高よね。鳥居も作ってくれていい感じすぎるんだけど、王国が完成したしゆっくり温泉に浸かりたいな。ガラスで作った桜も綺麗すぎる。倉庫の中もシンプルですが、これができてからかなりアイテム管理が楽になりましたよね。倉庫は必要絶対。レストランも優しい雰囲気で最高だろ。これも結構苦労したんだよな。屋外でも楽しめるスペースがいい感じですよね。中も鮮やかで見た目でも楽しくなる空間を意識しました。あー、お腹空いてきちゃった。まな板を意識した植物園、ここも天空から降りてこれるようにしてあるわ。ここもちょっとシンプルですが、床の水色もいい感じの色合いですよね。シオンは結構気に入ってます。ということで、ここまで全12話、正直ここまで長いシリーズになるとは思ってなかったんだけど、なんとか最終回を迎えることができました。最後まで見てくれて本当にありがたいんだよな。これが終わってもまたシリーズは続くので、次のシリーズも見てくれると嬉しいです。このまな板サバイバルが良かったと思ってもらえたら、ぜひ高評価していってね。チャンネル登録と通知オンもしてくれると嬉しい。それじゃあ次のシリーズで会いましょう。バイバイ。